経済原理。私が沖の百万坪を歩いていると、密入りの水路で少年たちが魚をしゃくっていた。近寄って覗いてみたところ、バケツの中に船が十二三尾もいた。平田という川エビや柳葉屋もいたが、船の方が多く、それも三寸くらいの手頃な、というのは私が食べるのに、という意味であるが、 形のものであった。私はちょっと懐を考えてから、おもむろに少年の一人に話しかけた。すると彼らは、号令でもかけられたように、水の中でしゃくっていたものも、バケツの番をしていたものも、魚を追い出すために、くいや物影をつついていたものも、一時に私の方へ振り返った。長期菓子の先生だ。 一人が他のものに囁き、それから鼻を横なでにして私を見上げた。なんてただえその船を売ってもらえないか、という意味のことを私は繰り返した。彼らの顔に何か共通のものが走り、さっと緊張に捉えられるのが認められた。その時私は、しまったと思った。何がどうしまったのか不明のまま、非常な失策をした。 ということを直感したのであった。少年たちは顔を見交わした。うんかと一人が他の者に言った。上機貸しの先生だぞ。な、うんか少年たちはツアーを飲み、水花をすすり、バケツのそばにいた一人は片足の親指で片足のふくらはぎを描いた。嫌じゃねえけどよ。と一人はバケツへ手を入れて、 一尾の船をつかみ上げ、金色に鱗の光るその獲物をさもおしそうに、また自慢そうに、そして私の購買欲をそそるように、ほれぼれと眺めながら言った。こんなえっけえ金舟は、めったに取れねえからな。なんだ、せま。次の一人も一尾捕まえ、私の方へ差し出しながら言った。こいっこくれえ安兵がええ、さらに一人。 さらにまた一人と、六人いる少年たちが全部、暗黙のうちに共同戦線を張って、私を懐柔し、征服しようとした。彼らの目は、狡猾な光を放ち、その表情には、闘争的な貪欲さが現れた。私は決して、誇張しているのではない。これは裏カスという土地の気風なのだ。いつだったか。 無論その時より以前のことであるが、私は蒸気菓子の脇のところで、これと似たような経験をした。もう夕方のことだったろう。菓子の道端で漁師たちが四五人。むしろや桶を並べて、鯉や雑魚や貝類などを売っていた。それは日銭を稼ぐためのものであった。規定としては、漁獲物はすべて組合へ収め、組合で一括して、 それぞれの問屋へ下ろす仕組みになっていたが、ちょっと日銭が欲しいような場合には、納入する責任量を超過した分だけ、立ち売りすることが黙認されていた。そして、他の土地から魚釣りに来て、不良を囲ちながら帰る客や、単純な遊覧帰りの客たちがあると、それはかなりうまい儲けになるのであった。私は通りかかって、ハマグリを売っているのを見つけた。 大きな粒の揃った見事なハマグリで、バター炒めにしたらさぞうまかろうと思い、近寄って行ってそれを丸ごだけ売ってもらいたいと言った。私はもう一年近くも住んでおり、彼らともおよそ顔見知り程度になっていたので、心の片隅では一角の土地のであるような誇りを持っていた。その上私の前にどこかの神さんが、 やはり丸子だけ買ったところ、一トマスくらいのおけ一杯分を渡したのを見ていたから、もし私にもそんなにくれるようなら、三分の一程度だけ受け取ることにしよう、などと、応用なことさえ考えていたのであるが、それらの予想や期待はあっさりと覆されてしまった。上級貸の先生だね。と、その中年の漁師は私を見上げた目をすぼめた。 このハマグリを欲しいだかえ彼は自分の目に現れる狡猾さと顔つきが貪欲になるのをごまかすために自分がいかにも無力な悲しい男であるかのような表情を作った。そうさなあ。彼はハマグリの一つを取ってそれをじっと行視した。売ってもいいだよ。売るためにこうやって並べてるだからな。売ってもいいだが。 私は辛抱強く待った。彼はその一つのハマグリを丹念に調べてから、やおらすぼめた目で私を見上げた。いくら欲しいだねと、彼は言った。私は必要な額を答えた。彼は梅干しを舐めたような顔つきで、ハマグリを六個だけ選び分けた。彼は、数は正確に言って六個。しかもその一つ一つを、 まるで真珠でも入っていはしないかと疑うように、精密に入念に調べた上、選び分けたのであった。上記菓子の先生だからな。と、彼は自分の情の脆さに自分で腹を立てたように言った。しょんめ、負けとくだよ。私は少年たちの顔つきの変化を見て、その時のことを思い出したのであった。うんかな。 少年の一人が仲間に言った。うんべや、な、カンプリー。カンプリと呼ばれた少年は鼻をすすり、上目遣いに私を見、またバケツの中の船たちを見た。その少年は船宿千本の蝶の同級生で、背丈が小さく、体も痩せているが、頭だけが大きく、しかも鉢が開いていた。カンプリとは、 その傷ち頭につけられたあだ名で、つまり、かぶりというのがなまったのだと思う。これは私の想像に過ぎない。本当の意味は別にやるのかもしれないが、とにかく、カンプリは仲間の予防を担って戦線の右翼に立った、というふうに見えた。船は十五インダー、と、カンプリは言った。いくらで買ってくれっかえ、先生。 私は懐を考えてから答えた。えと、カンプリは目を見張り、気清い込んでバケツの中から船を掴み上げ、それは最も大きな一尾であった。私の方へと突き出しながら言った。しょっからへいってみせえな、まあ。このクレイの船は一つで五百も済んだぞ、先生。このちびすけのユダヤ人名。と、私は心の中で罵った。 食から、とは、堀南にある佃煮屋で、彼はその店で売っている船の甘露煮を気合に出したのだ。確かに、そのくらい大きな船の甘露煮なら、500程度は取られるかもしれない。私は、頭が熱くなるのを感じた。古猿でしゃくったばかりの船と、いろいろ手数をかけ、調味料や燃料を使い、売り物として、綺麗に注意深く仕上げられた船と、 同一に比べるという法はないだろう。しかしまた、関路にすれば、一尾それだけの値になるものを、十五尾まとめて、丸三十で買うという根性も、相手を子供と見くびっているようでもしいとも言える。前者の怒りと、後者の恥とで、私は頭がほてってくるのを感じ、その複合したやりきれない感じに耐えられなくなって、値段を丸五十と釣り上げた。 少年たちは、いっぱし商売人のように粘った。六人いるから丸五十では分配がしにくい。もう一缶出してくれ。たった一缶くれへ惜しんでも、蔵が立つわけでは安命し。と言った。それはこの土地の通言で、何かというとよく使われた。ビールをもう一本飲もうとか、裏かすて、寄に何ぶしを聞きに行こうとか、せんべいでも買わないか。 などという場合、相手が渋った顔でも見せるとすぐに、その言葉を投げつけるのであった。だが私は、並行しなかった。それで不足ならやめにしよう、と言った。自ら己を汚すような、やりきれない自己嫌悪と戦いながら、少年たちは相談をし、私の決心が変わらないことを認めて、ようやくその取引は成立した。 私はその船を味噌煮にした。骨まで柔らかにするためには、二日か三日くらい煮なければならない。もちろんガスなどはないので、火鉢に粉炭を入れ、味噌煮の鍋をかけたりおろしたり、股、ま、に詰まると水を加えたりしながら、煮上がるのを楽しみに待つのであった。中二日置いて、三日目の昼頃、私は寝ているところを呼び起こされた。 窓の雨戸を叩たたきながら、先生、起きませーまと、少年たちが呼んでいるのである。私は起き上がって窓を開けた。外には五人の少年たちが、洗面器やバケツや空き缶などを持って立ってい,い、私を見ると、一列渋滞に並んだ。先頭にいるのは千本の蝶で、カンプリの頭も見え、みんな泥まみれの裸足であった。 船、取ってきただよ。と、蝶が言った。買ってくれせえな、先生。私は彼らの期待に満ちた注目を浴びて、自分に拒絶する勇気のないことを悟り、彼らを勝手口へ回らせた。そこでも彼らは一列に並び、一人一人が私に向かって、自分の船に根をつけさせた。その時になって初めて、寝起きのぼんやりした私の頭が、 彼らの干惑な計略を理解した。つまり、まとめて売れば安くなるが、一尾ずつなら安い値踏みはできない、という狙いなのだ。おれ、伊勢ま、と、彼らはそれぞれの船を私に固示した。こんなに液液だ。五寸くらいあるだえ、先生。そして、しょっからへ行けば、これ一尾で一貫は取られる、と言って、互いに頷き、 固定し合うのであった。私はそこでもまた自分が罠に落ち、縛り上げられたことを知った。私は彼らの誘導に従って値段をつけ、それらを買い取った。いいさ。と、私は彼らの去った後で自分に言い聞かせた。そりにしておけば持つからな。当分おかずに困らないで済むわけだ。 私は前の味噌煮を丼へ移して、それらの船を新しく味噌煮に仕掛けた。人は信用しないかもしれない。私自身もこれを書きながら、多分人は事実だとは信じないのだろうと思うのであるが、少年たちはその儲け仕事があまりにたやすく、かつ確実であることに興奮と情熱を感じたらしい。二三日するとまたやってきて、 さも嬉しそうにはしゃぎながら、窓の戸を叩たたいた。並べってはな。と、蝶の言うのが聞こえた。んだらが先だぞ。押すな。拒絶されようなどとは寸胞も疑わず、確信そのもののような少年たちの顔を見て、それだけで私は自分の敗北を認めた。ここまで読まれた方は、もはや小悪魔どもが私を離さないだろう。 想像されるに違いない。私にしても、仮に懐がもっと暖かであったら、容易に彼らの手から逃れがたかったろうと思う。人は紅白の前には、しばしば恥を忍んで屈しなければならないものだ。少年たちが四度目に襲撃をかけてきた時、懐の休防という現実に助けられて、私はきっぱりと船の買い取りを拒絶した。 するとそこに、全く予想しないことが起こって、私を驚かせた。私に拒絶されて、少年たちは明らかに失望し、途方に暮れた。彼らは顔を見かわし、先生が陰引きしているのではないかと疑い、そうでないことを認めるともっと失望し、どうしたものかというふうに、それぞれの手にした器物の中の船を見守った。 いいなあ、と、蝶が急に言った。それじゃあこれ、先生に訓歌訓歌とは、贈呈しようか、というほどの意味である。途方に暮れ、落胆していた少年たちの顔に、突然正気が蘇った。それは、囚われの縄を解かれたような、猛衆が落ちたような、その他か諸々の、規範を脱したような、すがすがしく、濁りのない顔に返った。 くんべと、少年の一人が言った。なせ、これ、先生にくんべや。くんべ、くんべ。先生、これ、先生にくんよ。と、カンプリが言った。みんな、勝手に行って、あけんべや。私は自分の大きな加護を恥じた。少年たちに、狡猾と、貪欲な気持ちを起こさせたのは、私の責任である。はじめに私は、 その船をくれ、と言えばよかったのだ。売ってくれと言ったために、彼らは狡猾と、貪欲に取りつかれた。私の寂しい懐を搾取しながら、彼らも幸福ではなかった。その期間、彼らはどんらんな漁夫であり、悪賢い商人だったからだ。私は深く、自分を恥じた。先生に行くんよ、か、と、私は口真似をしてみた。 これ、先生に来んよ。そう言った時の、すがすがしく、えったような顔つきや、動作を思い浮かべながら、私は深く、自分を恥じた。朝日屋騒動。朝日屋は、堀石鉢の近くで、菓子通りに面している、間口六尺、奥行き十二尺。五式揚げをあげて売る店代と、 狭い三尺の土間。部屋は六畳が一間だけしかない。もともと小材木を叩きつけて作った建物で、その上年代が経っているから、ぶっくれ小屋、とさえ言えないような、脂っかしい家であった。ただし一つ、五色揚げを揚げたり売ったりする店代だけは、まだかなり新しかった。それは障子一枚くらいの大きさで、揚げ鍋や、 金網付きの油切りや、いくつかの壺や皿、または競技の束などを置くだけの。しかもその小建造物は、古い家の外部へ、ごく簡単に、区切れ打ち付けられたもののようであった。朝日屋の夫婦は、五日に一度くらいの割合で、大喧嘩をした。亭主の名は貫禄、細君は朝子、どちらも虎だか馬だかの32歳であった。 トラどしかウシしか安全としないのは、彼らが喧嘩をするときに、相手を痛めつける表現が、時によって違うからであった。トラの八白だなんて昔あがって、と、観禄が言う。てめえなんぞ、本当は日のエンマの元締めじゃねえか。えと調べなら、てめえのを先にしろ、と、朝子はやり返す。わらわしあがって、てめえなんぞ、ウシしシならたけんま。 ど年なら張り子の虎がいいところだ。すっこんでやがれ。貫禄は、爆地打ちだと言っていた。東京深川の何がし組で、かつてはアニーブンだったという。酒を飲むと決まって、その頃の派手な出入り話を講演するが、それも時と場合で、色々と思考を変えるだけの努力を払うのだが、身を入れて聞くものは誰もなかった。それについて、 若い仙道の倉奈子が、いつも赤いほっぺたに、穏やかな微笑を浮かべながら、次のように語ったことがあった。何年か前、堀東の理髪店に、水産という渡り職人がいた。五十年配の一人者で、半年ほどしかいなかったが、貫禄の出入り話を幾度か聞いた後、そういう語り物は商売人に任せとくがいい、と言った。 商売ディンターは何のこったと、貫禄は開き直って、左の腕をまくった。左の二の腕に、般若の面の入れ墨があって、貫禄が、ドスを効かせようとする場合の薬味になった。水さんは、そんなものには目もくれずに答えた。何ぶしさ。何は何ぶしだ。おめえの出入り話のことさ。あれはみんな、何ぶしから取ったもんじゃねえか。それがどうした 貫禄が言い返した何屋ぶしってものは、爆獣ちの出入りを元にして語るもんだろう。してみれば、俺の出入り話を何屋ぶしが取ったとも言えるじゃねえか。えそして彼は、自分の頭の良さに良い、例の裏かす的アホリズムで、締めくくりをつけた。大石由良之助は、芝居を見てっから、中心蔵をやらかしたんじゃねえだろう。杉さんは愛想笑いをし、 おみそで申しましたと言って降参したが、後で貫禄のサ君を誘い出し、三日の間連れ歩いてから、船橋という町でサ君を放り出したまま、姿をくらましたということであった。貫禄は、口で勝って手で負けた。そういう噂が立ったが、夫婦喧嘩の時にも、時たまそのことが引き合いに出た。貫禄も朝子も、博打が好きであった。裏かすは、 小さな漁師町だから、博打場などという大掛かりなものは立たないが、慰み半分の寄り合いはよくあったらしい。そういう時には、朝日屋へ知らせがある。相手は夫婦をカモにするつもりだが、夫婦はいっぱし商売人のつもりで、なぜなら亭主は元何菓子組の兄分だったから、義理を欠かすわけにはいかない。などと気取って出かけてゆく。 帝主が元アニーブンだとすれば、連れ添う朝子もズブの素人ではない。もっとも、彼女はごったく屋で稼いでいたのだから、ズブの素人でないことは確かであるが、ここではもう一つの意味。つまり、爆竹止の女房という撤かな自意識を指すのであり、そのためには帝主の負けが混んでくると、片膝立ちになって赤いものをちらちらさせるという特技を演ずることも辞さなかった。 この特技は人によるそうである。若くて小股の切れ上がった美人で、それが片膝立ちに構えると、下の肌着と肉体の一部がちらちらし、そのため爆チを打つ手元が狂うというのであるが、朝子の場合は成功しなかったばかりか、気分を害しちゃうという非難さえ起こった。それは彼女が若くもなく、小股の切れ上がった美人でもないからではなく、 ナスビが下がっているからという理由であった。筆者はそれがどういう意味であるか今でもとんと理解できないのであるが、片膝立ちになって赤いものがちらちらするとき、同時に下がっているナスビが見え隠れしたのでは。ナスビがいかなるものであるか不明にしても、なんとなく気分を害するという気持ちがわかるように思えるではないか。夫婦は爆地で、 勝つ時もあった。勝った時は家へ帰って、二人で酔っ払って、適当に口喧嘩をして寝てしまう。しかし大抵は負けるのが決まりで、すると朝子が言葉巧みに何人かを客として家へ連れ帰り、商売物の五色揚げを魚に酒を飲ませ、爆地場で負けた分の幾割かを取り戻す、ということになるのであった。ある時、駐在の巡査が来て、 これは営業法違反であると指摘した。朝子はベラン名調で猛然と歯向かった。問答の細部は分かっていないが、朝子は知っている限りの毒舌を振るい、若い巡査は興奮のあまり口が聞けなくなった。わかりましたよ。ええ。と、朝子は言った。そんならご仕あげを店で売ればいいんでしょそうでしょう。 それから朝日屋では、それを実行した。客を連れてきて酒の支度をすると、貫禄が外へ出て、店台の前に立ち。おい、天ぷらをくれ。と、となる。すると朝子が出て行って、おや、いらっしゃい。いくらあげますかという。いくらいくらくれ。はい。いくらいくらですね。朝子は五式揚げを、競技にいくつか包んで亭主に渡す。 お待ち様、さま。一つおまけですよ。おいよ。亭主は銭を渡し、競技包みを持って家へ入り、公明盛大なような気分で伸び出す、という具合であった。ある日また、若い巡査がやってきて、朝子と激しくやり合った。五式揚げ屋は、五式揚げを店で売ることだけ許可されている、と若い巡査は言う。お前のところでは、 客に試食を提供して感情を取る。それは許可された営業とは別の営業許可を取らなければ違反行為になる。ねえ、若い旦那。と、朝子が遮る。お前さんも、わけのわからない人だね。この前お前さんがそう言ったから、私はちゃんとご式上げを売ってますよ。そりゃ買うのは亭主かもしれないが、誰であろうと、店代の前へ立って、ご式上げをくれと言えば客だよ。 亭主だから占いなんて言えた義理じゃないし、またそんなことをすれば、それこそ営業違反でしょ待ちなさい。待ちなさい。まあ待ちなさい。と、若い巡査が遮った。待ちなさいって、何を待つのさ。と、朝子が言った。お前さん、取り調べに来たんでしょ取り調べに来たんなら、こっちの申し立てを聞く方が先じゃないか。喧嘩の仲裁をするんだって、喧嘩になったわけを聞かなきゃ。 仲裁はできない道理でしょいやまあ、と、若い巡査が言った。これは喧嘩の仲裁ではないし。喧嘩っていうのは物の,の例えですよ。まあ、例えばどっちでもいい。この件は、取り調べと言っても、事実の証拠は上がっているんだから。何が証拠ですよ。私は営業だから、亭主にだって、ご式上げを売りました。営業上売ったんだから、後のことまでは知らないよ。 私はそこの店代で売った。あとは買った人がどこで食べようと私の責任じゃないでしょ。買ったのがうちの亭主で、それだからこのうちへ入ってきて食べたにしろ。それは買ったもんの自由じゃないか。それは分かった。ご式揚げの営業はそれでいい。と、若い巡査は言った。肝心なのは、ご式揚げを誰に売るとか、どこで食べるとかいうことじゃなく、このうちで客を集めて主食を提供し、 その感情を取るということだ。このうちで客を集めて、酒や魚を提供したことはないかありますよ。私が酒を買ってきて、ご式揚げを魚に飲んだり食ったりしますよ。それが営業法違反になるんだ。どうしてですかどうしてって。つまりそれは、ご式揚げ屋の営業とは、営業種目が違うからだ。つまり客を集めて試食を提供し、 それによって利益を得るを目的とするのは飲食業の。ちょいとちょいと、サーベルをぶら下げてるからって、エロそうな口を聞くんじゃないよ。朝子は片膝立ちになって短歌を切った。若い巡査は目を向いて、それから慌ててそっぽを向き、朝子はまくし立てた。若い旦那に聞くがね、お前さん、自分の家で友達を集めて飲んだり食ったりするようなことはないかいあるだろう。 あるのが当たり前さ。その時だね。失礼だけれど旦那方の給料はそんなにあるもんじゃない。晩旅友達を呼んで飲み食いをして、それをいつもお前さん一人でおごるかいそれはいつも、そんなに集まって飲んだり食ったりしやしないよ。いいえさ。仮にするとすれば、いつも一人でおごるかって言うんだよ。お前さん、どこを見てるのさ。人を取り調べるんなら、ちゃんとこっちを見て喋ったらいいじゃないか。 ソッぽを向いたまんまでどうしようってんだいいや、ソッポを向いてるわけじゃない。若い巡査は、朝子の方を見たが、片膝立ちの部分が目に入らないように、視線を相手の胸から上へ固定させるため、行きつけでも起こしたような目つきになった。それは、と、若い巡査は答えた。そういう時には、僕たちは、回避を出し合うことにしているよ。 それが十差の営業違反になるかい僕は何も営業なんかしていないよ。うちだってそうさ。と、あさこが言った。うちだって客といえば言うもんの集まるのはみんなお友達だよ。朝日屋で飲むのが一番気が起けなくっていいって集まってくるんだ。うちだって、貧乏状態だから、晩旅おごってばかりいられやしない。お友達にしたって、晩旅ごちちゃ気が引けらぁねえ。それでお互いの飲み食いをした分を出し合う。 いいかいつまりお前さん方の言う回避だよ。早く言えばそうだろう。そこが違うんだが。若い巡査は帽子を脱いで、ハンケチで額と帽子の中を拭いた。回避というのは、頭割りでいくらいくらと。そこは違いますよ。違いますとも。朝子は立てた片膝を左右に揺すった。若い巡査は急いで目をつり上げ、朝子は言った。 お前さん方は、行儀がいいからそんなことはないだろうが、こちたらの客はいくらいくらなんてお決まり通りで済むような手合いじゃないんだ。五式揚げを四五十も食べて、一生酒くらってケロッとしているやつもあるし、二号も飲めば、江戸をついてびっぶっ倒れるようなろくでなしもいるんだ。それを頭割りで片付けるなんてあこぎな真似は、営業でもしていれば別だろうが、こっちは営業じゃないからできやしないさ。 それぞれ飲んだり食ったりした分を出し合ってもらう。これが当然じゃないか。僕は、転勤したくなっちゃうな。若い巡査はつぶやいた。僕はこの土地には、しょうがおないんだ。果たしありの当然を言ってるんだよ。と、朝子は追い打ちをかけた。友達を集めて飲み食いをして、お互いに銭を出し合って、それで営業批判になるんなら、文書の旦那方が会費を出し合って、 宿直で飲み食いをするんだって営業違反って感情だろう。うちはご式上げをしているから違反で、他のうちは他の営業をしているから違反じゃないなんて、そんな理屈が通るかいおばさんの言うように言えばそうなるけどね。と、若い巡査はまた帽子を脱いで汗を拭いた。いいよ。僕にはこの裏かすって土地は向かないんだ。僕は転勤させてもらうことにするよ。この結末を、 朝子が自慢したことは言うまでもない。実際には後から文書の部長が来て、始末書を取られたか、何がしかの過料処分になったようだが、大学での若いチャキチャキの巡査をリズメで降参させた。というので、朝子はすっかり女をあげたものであった。その巡査が、大学で出会ったかどうかも、転勤の請願が通ったかどうかも不明ではあるが、 夏の盛りのある午後、朝日屋の夫婦が本式の大喧嘩をした。夫婦で昼寝をしていたところ、朝子が足で貫禄の頭を蹴った。というのが事の起こりであった。大げさなことを言うんじゃないよ。と、朝子が言った。目が覚めたら汗ぐっしょりで喉が渇いてたから氷でも取ろうじゃないのって、ちょっとついてみただけじゃないか。ちょいとつくにしても場所はあら。 貫禄はどなったほんなの癖して、寝そべったまま、仮にも亭主の頭を足で小づくって法があるか仮に戸口の敷居を踏んづけたって、足が曲がるって暮れのもんだぞ敷居を踏んづければどうして足が曲がるんだいべらぼめ、敷居は親の頭も同様だって言うんだ。へえお前、あたしの親かい親など半殺しの目に合わせるところだ。 仮にも女房だから我慢していりゃいい気になりやがって。よい、起きろと、貫禄は絶叫した。亭主が起きて文句を言ってるのに、ぞビりけえたまんな聞いてるやつがあるが、こら、起きろったら起きねえか。うるさいねえ、子供じゃあるまいし、起きて聞こうと寝て聞こうと、私の勝手だよ。と、朝子は言い返した。それとも起きて聞くほど、ご体操な文句でもあるってえのかい このま、もう我慢がならねえ。何をすんだい、このくぞ。平手打ちの音と共とに、とっくみ合いが始まり、器物が倒れたり壊れたりする音が、例によって賑やかに聞こえた。それから、出ていけになるのだが、その時それを言い出したのは、朝子の方であった。仮にまって手に向かって、出ていけたはなんだと、貫禄は、 息を切らして怒鳴った。ほらな、三十円という大金を出して、てめえをごったくやから見受けしてやったんだぞ。見受けをしたのはてめえの勝手だ。こっちで頼んだわけじゃねえや。と、あさこはまめき返した。三十円三十円って、てめえは三十円出しただけじゃねえか。この家は一体誰のおかげだよ。俺が日の出屋のじいさまに頼んで、金の苦面をして、家賃をかけ合ったり、 造作を入れたりして、そのおかげで寝起きができるようになったんじゃねえか。そうじゃねえのかい、と変僕。ほら、血の涙も出ねえ。貫禄はうめえた。てめえはな、そいつだけはいっちゃあなんなかった。てめえが朝日やって野豪に決めた時、オラは感づいてたんだ。てめえの名と、日の出屋の名をくっつけたんだなってよ。だが、彼にもオラは男だ。じっと腹をさえて我慢してきたが。 もうこうなったら、男として我慢できねえ。てめえとは、たった今縁切りだ。出てうせろ。縁切りだなんて、格好つけたこと言うんじゃないよ。あさこは平然と言い返した。別れたけりゃ、別れてやるから、さっさと出て行きな。ここはあたしの家なんだから、断っておくが、出て行くのは、お前さんの方だよ。出てってやろう。なんでこんなぶっくらのこじ儀をや。 かんろが言った。その代わりな、表の見世代は、俺の銭でこしれたもんだから、俺が持ってっからそう思え。かんろは、晴らしで外へ飛び出した。顔にはいく筋も耳ずばれができていたし、髪の毛の薄い頭には、こぶが膨れていた。彼は船宿、吉家へ行って道具を借りてくると、見世代を、べりべり引き剥がしにかかった。何をするんだよ この山犬は、ノ子が飛び出してきて、金切り声を上げた。何のおだいそれを、どうしよってんだよ、このひょっとこは。俺のものを、俺が持ってくんだ。と、貫禄はまめいた。じゃをみ張れ。誰か、来てくださいよ。と、ア子は泣き声で叫び立てた。どなたか、来てくださいよ。この泥棒が、私の家を壊しますよ。どなたか、 中財産へ知らせに行ってくださいよ。朝子は腰巻き一枚で、遺憾ん,ん往来で、亭主につかみかかるわけにはいかなかった。もちろん彼女のために助力しようというような、おせっかいな人間はその近辺にはいない。貫禄は、たちまち世代を剥ぎ取ると、それを担いで吉井の方へ走り出し、吉井のべか船を借りて、その財産を乗せると、根戸川の方へこぎ去ってしまった。 骨くさりと、寝がわべりまで追っていったさこは、べかぶねが見えなくなるまで叫んでいた。いぼうの踏みどんぼやろう、くたばっちめかいぬすと。私は私の青べかで海へ出た。茶の入った大きな岩菓子と、魚せんべいと、あんこ玉と、二三冊の本を持って、 夏でなくとも、晴れて風のない日に海へ出ると、水面からの輻射熱で暑い。私はパンツにポロシャツを着ただけで、大きな麦わら帽をかぶっていた。海へ出ると貝をあげ、船を流しっぱなしにして本を読む。潮時さえ測っておけば、船はほとんど同じところを動くことはない。読み飽きれば、帽子を顔にかぶせ、船底へ、 横になって眠ってもいい。ある時、眠り忘れて、息潮になり、そうなると、海で漕ぎも取るのは困難だから、少なからず狼狽したけれども、沖の寮から帰ってくる知り合いの機械船を見つけて、裏カスまで、引き戻ってもらうことも覚えた。春から初夏にかけて、裏カスの浜では、池場の監視人が忙しくなる。 大潮の時には、水際から4、四五キロも沖まで水が引き、ところどころ、潮の溜まりを残すほかは、見渡す限りの干潟になるため、潮干狩りの客の多いことは言うまでもない。これらの中には、ずるいものがあって、監視を怠ると、貝の代金を払わずに帰ってしまう。ついうっかりして忘れる客もあるが、計画的に、 貝を盗みに来る者も,もあるので、客の込む物火など、番に当たった監視人は、精魂を使い果たすのが常であった。このほか、厳重に禁じられている転がしも見張らなければならない。それは三つ股になった棒の先に、釘を曲げたのを植え付けた輪があり、それをさりげない様子で転がして歩く。すると、水の底にいる小魚が、 みんなその輪に植えた曲げ食いに引っかかってくるので、そこの小魚は綺麗にさらわれてしまう。それでは魚が育たないので、保護するために転がしは禁じてあるのだが、監視人の目が緩むと、彼らはどこからともなく現れて、素早く魚をかすっていくのであった。のんきな方では、月夜の文みと鈴木ひろいがある。 魚を踏む話はすでに紹介したが、鈴木広いも他では聞いたことのないものである。これはその日の化石にあぶれた人たちが東京あたりからはるばるやってくるのだというが、土地の漁師の説によると、鈴木という魚は相当抜けたところがあるそうで、潮の引く時に潮が引くことをど忘れして、気がついてみると、 日潟の中の潮だまりに残されてしまい、そこから逃れ出ようとして、いたずらにやばけるのだという。それを見つけて取るのだから、次通り拾うのであって、私もしばしば、酒くらいの大きさの鈴木を肩に引っ掛けて帰る労務者を見かけたことがあった。その頃でも、酒くらい大きな鈴木は、東京の料亭などへ持って行くと、六か七、 うまい時には、十くらいになるとのことで、いつも懐の寒い私も、そういう幸運に巡り合いたいものと思い、何回となく日たを歩き回ったものであるが、ついに一度もまぬけな続きに出会うことはなかった。さてその日、私は私の青べかを流しっぱなしにして、潮の中で横になり、青巻という本を読んでいたが、読み飽きて、 ふと気がついてみると、いつか潮が引いてしまい、青べかは、砂状に座っていた。私は本を置いて置き直り、あんこ玉と魚せんべいを食べ、生ぬるくなった茶を飲み、しばらくぼんやりしていてから、一つ貝でも取ってやろうか、と、一人ごとをつぶやいた。断っておくが、その時私は、浜の精度について何も知らなかった。そのおきが、 貝の池場であることも、転がしのことなども知らなかった。そうして青べかから降りて、何の木山もなく、干潟の砂を掘ってみると、なんと、拳くらいの大きな赤貝がいくらでも出てきた。すげえや。私は胸を躍らせながら、叫び声を上げた。こりゃすげえや。私は興奮し、体中に、 幸福感が満ち溢れるのを感じた。赤貝はそれほど大きく、また信じがたいほど数多く、掘れば掘るだけ出てきた。私はそれらを一度青べかの中へ運び入れ、戻ってきてまた掘った。すると今度はハマグリにぶっつかった。ハマグリもそれまでに見たことのない見事なやつで、しかも粒が揃っていたし、掘る手を待ちかねていたかのように、 続々と転げ出てきた。その時私は、満ち溢れる幸福感の中に一種の不安。不安というほどはっきりしたものではなく、人間が幸福すぎるときに感じる。これは現実のものだろうか、といったような落ち着かない気分が小指を動かすのを感じた。そうして、その気分を立証するかのように、一人の男が近寄ってきた。 それは、たくましい男であった。ボッタと呼ばれる腰っきりのおきぎの下から、古びた下帯を覗かせ、裸の太ももからすねへかけて、びっしょり毛が生えている上に、筋肉がコリコリとこぶをなしていた。日に焼けた顔も、武将ひげが伸び、濃い眉毛の下の大きな目は、今にも私を狙って、弾を発射する二つの銃口のように見えた。 何をしてるだねと、男は言った。私は答えて、砂上に掘り出してあるハマグリを指さした。男はハマグリを見、私の顔を吟味するように見、それからハマグリを見て、また吟味するように私を見た。どこから来ただねと、男が言った。私が答えると、男は振り返って、私の青べかを眺め、歯を剥き出して冷笑した。 青べかを買ったのはおめえか。と、男は言った。すると、蒸気がしの先生だね。私は肯定した。じゃあ、信用すべえが。と、男は権力の代行者のように言った。ここは貝の行け場だ。こんなところで、貝を取ったりすると、ただじゃすまねえだよ。彼は私の掘ったハマグリを取ると、 水のある方へバラバラと放り投げた。やっぱりそういうことか。と、私は思った。こんなことがあるわけはない。こんなに大きな赤貝やハマグリが、続々出てくるなんて。それだけでいぶかしいと、気がつくべきじゃないか。私はそう思いながら、青べかの方へ歩いていって、さっきの赤貝どもを男のするように、取っては投げ、取っては投げした。 ハマグリの解放を終わった男は、多分私の正直さを認め、いくらか気の毒にもなったのだろう。砂の中から大きな灰色の二枚貝を掘り出すと、それを持って私の方へ歩み寄ってきた。こいつは、斧野が一定だ。と、男はその貝を私の手に渡していった。これならいくら取っても構わねえだよ。そううめえってわけにはいかねえが。 まず食って食えねえってこともねえだ。そうさ、スルメに二点兵かな。大味だが、スルメクれーには食えるだよ。その貝は私の拳を、横に二つ合わせたほどの大きさで、べらぼうに重かった。私は生まれつき、スルメが嫌いであり、今なお嫌いで、酒を飲みに行っている店でスルメを焼き始めでもすれば、待ったなしに退散するくらいである。したがって、 そんな味のする貝などを取る気はなかったが、雪がかり上そんな顔もできず、大いに乗り気になった風を装って、そのいまいましい貝を五つばかり掘った。その時男は沖の方へ歩いて行きながら、よく響く潮から声で、その人を、と怒鳴った。私が見てみると、二百メートルほど沖を一人の男が西に向かって歩いていた。 印番点に足は裸で、方かぶりをし、両手を後ろ腰に組んだまま、ひどくのんびりと歩いているのである。そこはすねの半ばぐらいまで水があり、男はその水の中で立ち止まって振り返った。おめえ、そこで何してるだと、こちらの監視人が怒鳴った。なんか用かねと、男は怒鳴り返した。そこで何してるかって聞いてるだよ。 この通り。男は後ろ腰で組んでいた手をほどき、何も持っていないことを証明するように振ってみせた。オらは何にもしてねえだよ。何にもしてねえって。と、監視人が言った。そんならこんな時計、何しに来ただ。英ビだよ。と、男は答えた。英ビとは、歩みというほどの意味で、つまりここでは散歩と解釈してもいいだろう。 男はそう答えながら、ブラブラと、老百姓が他を見回ってでもいるかのように、のんきそうに歩き出した。英ビだってと、監視人はそっちへ近寄りながら問い返した。何の英ビだね。何でもねえさ。ただ英ビに来ただけだよ。こんな時計かねこんな時計さ。ちょっと、監視人は足を早めた。 おめえ、どこの人がえほらがどこのもんかってと、男もまた足を早めた。どうしてだね監視人はさらに足を早めた。どうしてでもいい。どこの人かって聞いてるだ。ほら、ついそこのもんよ。ついそこだ、どこだ火災のちっと先よ。ちょっと待て。監視人はもっと足を早めた。火災のちっと先とはどこだ ちっと詐欺とはちっと詐欺のことよ。男も同じように足を速めた。なんでそんなこと聞くだい聞く用があるから聞くだ。待て。と、監視人は駆け出した。待て、医者どこの何てえもんだおらか。と、男が答えた。おらを何注文でもねえだよ。待てこら。待てっちゅうに、待たねえか。監視人の足が水しぶきを上げ、 男はひょいとかがんで、水の中へ手を伸ばした。これはたまらぬ。とでも言ったような動作で、素早く何かをたぐると、大きな包みを水の中から引き上げ、それを肩に担いで駆け出した。包みの中は、貝であろう。包みの口を閉めた紐の先を足首に結びつけて、さりげなく、水の中を引きずっていたものと見える。監視人はわめきながら追いかけ、 男は包みを担いで逃げた。監視人も早いが、逃げる男も早く、二人のけたてる水しぶきは、次第に遠くなり、やがて、根戸川の川口の方へと見えなくなっていった。私は青べかの中へ楽に座り、あんこ玉と魚せんべいを食べ、ぬるい茶を飲んで、また、青巻を開いた。ただのエビか。私は一人で笑った。 うまく逃げてくれよ。キツネび。梅雨の明けかかったある夜、高品さんの家の路端に常連の蒸気のりや仙道たちが集まって茶とかしをつまみながら話していた。雨は上がったが気温が高く、障子を開け放した縁側の方から時々ひんやりした微風が吹き込んできた。私は末吉エンジナーと五目並べをしていた。 正基チエンジは四重絡みで、蒸気のりだから色は黒いが、細表のなかなかななんであり、さぞ女にモテるだろうし、道楽もするだろうと思われるが、実際には酒もタバコも口にしないし、子供のない夫婦っきりの生活は極度に倹悪だと言われていた。一例を挙げると、月給はそのまま郵便貯金にしてしまい、生活費は高階さんの奥さんから借りるのである。 無論計画性に立つ倹約生活だから借りる金額もさして多くはないし次の月給日にはきちんと返済するそして残りはまたそっくり郵便局へ持って行き金が必要になると高階さんの奥さんから借りるのであった大したお金じゃないから貸し惜しみをするわけじゃないわよと高階夫人はいつか私に語っただけれど 郵便局へ預けた分には利子がつくでしょ自分のお金には利子がつくようにしておいて、生活費の方は人から借りるなんてこすいじゃないの。貧しさから生まれる知恵はつつましく、そして大抵は悲しいものだ。末吉夫妻の知恵は貧しさから生まれたものではない。夫妻の生活は貧しいものだろうが、その知恵は貪欲に通じるように思える。 今に氷菓子でもやるつもりだろうさ。蒸気のりたちは陰でそう言っていた。私は聖吉エンジとゴムク並べをしながら、相手の奥石の一つ一つがみな、皆、三四、または四四になるような、極めて油断のならない気分を味わっていた。そのうちに高品夫人が、ほら、狐美だわ、と言い、縁側の外の方を指さした。 十坪ばかりの庭の外れにき根のようになった小立ちがあり、そこから先はずっと田んぼ続きで、間にバスの通る道があるほかはほとんど家もなかった。その時は夜であったし、梅雨空のことで真っ暗だから田植えの済んだ頼のもさえ弁別できなかったが、かなり遠いところに赤い小さな火が七つか八つ横に並んでいるのが見えた。土壌を取ったるだよ。 三十六号線のトメさんが言った。田植えの後では、ホコタの方でもよくやるだ。あれは土壌を寄せるカンダラだよ。だが、トメさんは急に黙った。その赤い火の群れが左と右へ広がり、同時に数も三倍くらいになった。少なくとも二十くらいになり、その位置も一段ほど上へ上がったのである。これは人の話ではなく、 私が現実に自分の目で見たことだ。その赤い火は、はじめ、七つか八つであり、それが突然、左右へ数を増して広がり、一段ほど高く上がったのだ。狐つねびだ。と、とめさんが言った。おっかねえ。トさん、初めてじゃないでしょ。と、高品夫人が言った。ほら、見ねえことにしてるだ。と、とめさんは答えた。晴れを見ると、 バかされるって言うだからな。どうバかされるだと、漁師の基地さんが聞いた。おめえ、もう見ちまったじゃねえか。オラを見てくれ。と、トメさんは振り向き、自分が固く目をつむっていることを示した。狐火だなと思ったから、オラはすぐに目をつぶっただ。みんなも見ねえ方がいいだよ。どうバかされるだってば、よくは知らねえが。 トメさんは、あたりをはばかるように言った。あの日は、まやかしだってえだ。向こうに火を見せておいて、キツネはすぐそばにいるだ。そして人間が火に見とれているうちに、魂を抜いちまうって言うだよ。魂を抜いてどうするだバカすなよ。と、トメさんが言った。人間に魂があるうちは、バカせやしねえ。だからまず、先に魂を抜くだってえだ。ええと、キチさんが言った。 へえ、あら、初めて聞いた。吉さんはなお、トメさんに構い続けた。私は狐火ネビの方を見ていた。その日はまた変化して、元の位置に下がり、数も七つか八つになった。そうかと思うと、等間隔のまま左へ大きく移動し、安ガラスを通して見るように歪み、こちらの動向が新鮮するように、不安定に揺れながら、 また左右へ広がって、二重以上にも数が増えた。気流のいたずらだな。私はそう思った。密度の異なる気流の層が交わると、一種の新気楼に似た現象を起こす、といったようなことを読んだ覚えがある。その夜は気温が高く、梅雨時らしく蒸していたが、時々ひんやりした微風が吹いてきた。おそらく、そんな気象状況が、そういう現象を見せるのであろう。 事実はトメさんの言った通り、土壌を取るカンテラビで、数も七つか八つに違いない。目に変化して見えるのは巨像なのだ。私はそう思ったが、誰にも話すつもりはなかった。いい加減にしろよ、吉。と、末吉エンジが言った。トメさんをからかったって、一文にもなるわけじゃなかんべえに。彼はキツネにさえ関心がないらしい。 ずっと五番の上を見つめていたらしい目を、ゆっくりと上げて、私に言った。先生の番だよ。足の中の一夜。多分、九月だったと思う。私は青べかをこいで、堀を東の浜へ出た。その浜には、前に書いた海水浴場があるし、海へ出るまでの浅い水路は、五階を取る場所になっていた。 誤解はもちろん、魚を釣るのに使う絵で、浅瀬の砂の中に住んでい、月に誤解、砂を抜けて海へ出る、という。そのため、誤解というそうであるが、学問的に正しいかどうかは知らない。それは夜半に始まるので、漁師や釣り船屋の船頭たちは、口の広い、長さ1メートル半くらいの木綿の袋を持っていて、穴から抜けて海へ出ようとする誤解を、 その中へ流れ込むように仕掛けるのであった。私が初めて東の浜へ出たのは五回鳥とは関係がない。その浜には足の畑があり、魚がよく釣れると聞いたからである。足の畑などというと不審に思われるかもしれないが、実際に水際の広い地域に幹の太さや葉の色などで個性を表した足が多分、 それぞれの用途によって区別されるのであろう。稲や麦を作るように、規則正しく分類して育てられ、晩秋から冬にかけて順に刈り取られるのであった。その足畑のあたりは、冬になると水鳥類の良い両場になり、足の茂っているうちは、獣王に通じている水路が魚の寄り場になると言われていた。私は、 青べかを水路の一つへこぎ入れ、例の通り漠然とした勘によって釣り糸を下ろした。どれだけ収穫があったか、それとも一匹も釣れなかったか、私のノートには何も書いてない。それよりも水路を釣り回っているうちに、私は十七号の廃船と高山船長に巡り合ったのである。いつ、そんなところに行ったかわからないが、 人の呼びかけ声に振り返ってみると、10メートルほど後ろの足の中に、白く塗った一層の蒸気船がもやってあり、その友のところに、一人の痩せた老人の立っているのが見えた。そんなとこじゃ釣れねえだよ、と老人は特徴のあるしゃがれ声で言った。こっちへ来せえま。この船の上から釣ればいいだ。 私は、へともどと何か答えながら、その老人の様子を観察した。そこは水路のき止まりで、向こうに松並木のある岸が見え、船はそちらをへざきにして燃やってあり、そこが浅いため、岸につないだ方が高く、全体が友の方へかしいでいた。老人の年はわからない。痩せたひょろ長い体に、 両前ボタンの古ぼけた制服を着、かぶっている帽子には、錆びて黒ずんだモールと、気少がついていた。通船の船長の清掃であるが、上着から下は裸で、しわくちゃになった渋色のパンツが見えていた。顔は塩焼けがして黒く、頬も目もくぼんでいるが、顎はたくましく張っており、眩しそうに寄せた眉毛は灰色であった。 老人は私と話したい様子を示したが、私はなんとなく落ち着かず、というのは、そんな足畑の中に古い通船があることも、その船にそんな老人がいることも、少なからず非現実的なような感じがしたからであるが、またこの次に来ようという意味の返事をして、まもなく青べかをこぎ戻した。それから、 二三日経ったある夜、高品さんの家の路端で、その老人の話をした。ああ、高山船長ですよ。と、高品さんが穏やかに笑いながら言った。息子もちゃんとしているし、嫁に行った娘もいるんですがね、ああやって一人暮らしをしているんです。人嫌いでね、おかしなじいさんですよ。高山船長は、東湾岸船に、 40年の余りも勤めた。13か市で見習いになり、それから水夫、エンジナー、船長になったが、44年の間、一度も事故を起こさなかったし、その勤めぶりも模範的だったので、会社から幾度か表彰された。定年になったが、高山さんは船から降りることを拒絶し、そのまま5年も打輪を離さなかった。 ここでちょっと、ブル船長のことを記しておこう。ブルさんとあだなされる、ハギー船長は、東湾岸線の三十六号線の船長だが、定年が過ぎたのに、ガンとして船を降りない。彼は油肉を存在に寄せ集めたように肥えていて、歩くと体中の肉がダブダブ波打って揺れる。それも一様にではなく、胸のところはこちらへ。 腹やももの肉はこちらへという具合で見ているのが恥ずかしくなるほど歩きにくそうでありまた必要のない限りほとんど歩くことはなかった顔もたっぷりと肥えていまぶたが垂れ下がっているため目は糸のように細く視力も極度に衰えていた顎のところには厚い肉がひだをなしてたまり首を曲げるとその肉壁が ぐりぐりと動いた。ブルさんとは、その風貌全体を指したあだ名であるが、あまりにすぎているため、かえって凶ざめなくらいであった。そのブル船長の視力は、20メートル先もよく見えないというくらいだから、自分の目では、ダリンを操ることができない。そこで水夫のトメさんが、へさきに構えていて、おかじ、とか、 豪兵とか、鳥火事とか、ゴースタンなどと、大きく手を振りながら叫び、それによって船長は、打輪を回し、エンジナーへの合図の鐘を鳴らすのであった。多少頭が温かいと言われているトメさんには、それが何よりも誇りがましい任務だったろう。彼は酒に酔ったりすると、しばしば得意げに、こういったものである。ほラーがいねえば。 三十六号は闇だ。それでもなお、船を降りないブルさんのように、高山船長も眼鏡に粘った。そうして幾度かの辞職勧告に、多額の退職金が示されると。高山船長は、金はいらないが、十七号をくれるなら退職する、と答えた。十七号はすでに廃線となって、特業の騎士につながれていた。 いくらで払い下げるということにさえ関心を持つものがなかったくらいなので、高山船長の交換条件は心よく受け入れられたのであった。そこで彼は、十七号を東の浜まで引いて行ってもらい、現在の位置に経流した上、そこで自分一人の引退生活を始めたのである。高山船長には息子と娘があり、息子は ディーブスさんに勤めていい月給を取っているし、娘の嫁みった先もかなり裕福な商家で、どちらも父親を引き取りたいと望んだ。高山船長の妻はずっと前に病死したから、世間に対しても父親をそんな風にほったらかしておくわけにはいかなかったのだろう。けれども、高山船長は17号線から動かなかった。裏カスの人たちに言わせると、 富士壺が岩にひっついたみて、だそうで、息子と娘とはやむなく、毎月の仕送りをすることで、各自の両親を慰めている、という話であった。船乗りの船に対する執着と愛情については、外国の小説などによく描かれているが、私はブルさんが、今なお見えない目を向いて、ダリンを離さないことや、この高山船長の話に、深い感動を覚えた。 あの十七号船は、と、私は聞いた。老人がずっと乗っていた船なんですね。いや、と、高階さんは入話に答えた。まだ水夫だった頃に、四五年乗っただけでしょう。あれは元外輪船だったのを改装したもので、廃船になる前は、荷物専門に使われていたそうですからね。私は、ちょっと失望した。高階さんの言うことが事実とすれば、 その話のロマンティックな味わいはずっと減少するからである。それにしても、と、私はまた聞いた。どうしてあんな人気のない足畑の中でなんぞ暮らしているんですかね。さあね。高品さんはドベリでキセルをはたき、高品さん夫妻はどちらもキセルで刻みタバコを吸われた。新しく詰めたタバコに、 火をつけてから言った。いろいろな話があるけれど、本当のところはわかりませんね。何しろ、変わったるじいさんだから。秋の末頃になって、私は一夜、その十七号で、高山船長と語り明かした。それまでは四五回ばかり、青べかをこいでそこへ行き、船長と話したり、 一度は船の上へ上がってみたりした。高山船長の一日の大部分は、17号の清掃と機関を磨くことに費やされるようであった。船体の白いペンキはいつも塗ったばかりのように見えたし、楕円形の船尾板にある、東17号という文字は入念に描かれた青いペンキの唐草模様で囲まれていた。 蒸気の機械も常に磨かれ油を塗られるためまるで心臓船の機械のように光り輝いていた。看板にある船長の席は綺麗に整頓され木工部や打輪は飴色に吹き込まれており機関部へ命令を伝える金やそれについている内金紐までが新品同様に保持されているという具合であった。これらの事実は 高階さんの話と矛盾するように思われたので、念のため私はその点を聞いてみた。高山船長は気象とモールのついた帽子を持った手で、ボンの窪を書いた。そうさな。と、高山船長は考え深そうに特徴のあるしゃがれ声で言った。そうさ、オラが乗ったのは十九の年の二月で、それから丸四年くらいだっけかね。 丸四年とちょっとだと思うが、詳しい月日は覚えてねえだよ。それでは、高階さんの言う通りなので、十七号線そのものに特別の就寝があるわけではないのだな、と私は思った。多分、10月の中旬だったと思う。月のいい晩で、風はないが、気温は低かった。釣船宿千本のクラ湖ーが、誤解を取るところを見せるというので、 私は青べかを漕いで一緒に東の浜へ行った。夜の十時頃だろうか、掘りが海へ出るところは浅瀬で、左右の騎士が引き始めた潮の中で二条の差しを成している。行ってみると、そこはもう集まってきたべか船の灯火が十五六も見え、すでに仕掛けを始めているものもあった。私は、クラナのするのを見たが、前に記した袋の口の四カ所を、 二本の目ぐに結びつけ、その目ぐを水の中の砂に立てる。すると、袋の口はほぼ四角形に開いて、下べが砂地にぴったりつき、穴を抜けた誤解が流れてくれば、自然とその袋の中へ入る。というわけであった。クラナーコは仕掛けをしながら、例のゆっくりした突弁で、以上のことを説明してくれたのだが、その説明が終わるのを待っていたように、 誰かが私に呼びかけた。振り返ってみると、反対側の差しに、高山船長がガンテラを持って立っていた。誤解取りかねと、船長が言った。私が答えると、船長は、片手に持っている袋を胸の高さまで上げてみせた。今夜は、抜けるのが早かっただ。と、高山船長は、しゃがれ声で言った。 おらはもうとったら帰るとこだよ。それから、人恋しげな口ぶりで問いかけるように言った。一緒に、ほねえ来ねえがね。私は、クラナー子を見たが、彼は黙って次の仕掛けをやっていた。ちょっと迷ったが、人恋しげな船長の口ぶりは私をらえてしまい、それを振り切ることはできなかった。私はクラナー子に声をかけておいて、 船長のべか船の後から青べかをこいで行った。伸びるだけ伸び、茂るだけ茂った足の間の水路は、月の光の影になって暗く、どこを曲がるのか順序がわからなかった。しかし、高山船長にとっては、造作もないことだったのだろう。私のまだ知らないような、幾まがりかの細い水路を抜けて、驚くほど短時間に、17号線へ行き着いた。 三十分ほど経ってから、私たちは、長四畳ほどの狭い船室で、窮屈に座って茶を飲んでいた。それは、どの船にもある設備で、腰掛ける客のほか、座る客のために設けられているのだが、その十七号船は、元外輪船だったからであろう。他の通船のそれより、いくらか広いように感じられた。左右は、ガラスをはめた窓。 後ろは機関部と仕切られた板壁。前方は腰掛けのある広い船室であるが、そこには障子が取り付けられているし、床には畳が四畳敷いてあった。板壁には棚が作り付けられ、小さい仏壇と六七冊の本が並んでい,い、本の片方をガラス張りの人形箱がブックエンドのように押さえていた。炊事は、 腰掛けのある船室の方でするらしいが、こちらにも小さな火鉢があり、その脇に茶ダンスや、畳んだ茶うだいや、炭取り、柳氷、ご箱を乗せた将棋盤、その他、細々した道具類が、いかにも綺麗好きな老人の一人暮らしらしく、きちんと整理されてあった。あの人形がおかしいかねと、船長は、私の視線を追って問いかけた。 おがし勘衛さ。こんな年寄りの持つもんじゃねえだからな。いつだかもせがれが孫を連れてきたとき、孫は女の子で五つだっけだが、その孫が欲しがって泣きわめえただ。せがれもくれろってせがんだだよ。だが、おらは断っただ。なげえ間、そばに置きつけたでねえ。今でも手放す気にはならねえだよ。私は、 船を大切にする船長の船乗りぎについて何か言ったように覚えている。さっき黒名子が先生って呼んでたっけだな。と、高山船長は笑った。何の先生か、オラは知らねえし、そう思ってくれるのはありがてえだがね。これはそんな難しい理屈でやっているわけじゃねえだよ。ただ、悪いガキどもが来ちゃ船を汚すだ。 黒いペンキをなすくったり、泥を塗りつけたりよう。近頃のおがぎどもと来たら手に負えねえ。わけもなんもねえに、綺麗なものさえ見ると目の敵にして、ぶっ壊したり、汚したりして喜んでるだ。しようがねえ。叱りようもねえだからねえ。そのたんびにオラ、塗り直しているだよ。オラの他に、こいつを綺麗にしといてやるものはねえだからねえ。それからしばらくの間。 今は記憶していない話が続き、どんな風にしてか。やがて高山船長は昔の恋物語をはじめ、私はできるだけ無関心を装って聞いた。そういう話をうまく聞くには、相手によって、二種類の聞き方があるようだ。あるものはこっちが乗り気になって、強い関心を示さなければならないし、他のものは反対に、聞くような、聞かないような。 平静な態度を保つ方が良い。この選択を誤ると、しばしばいい話を聞き損なうようである。私は高山船長が、校舎に属するように感じたのだが、その直感は外れなかったと見え、船長は何の警戒心も起こさず、静かにゆっくりと語り続けた。話は単純なものであった。船長は、 十八歳の時初恋をした。相手は新堀川の小さな雑貨屋の娘で、名はおき。年は彼より一つ下であった。その恋は、あどけないほど幼く、けれども暖かい、綺麗なものであったが、綺麗なままで三年余り続いて終わりになった。二人の気持ちが変わったのではなく、娘の親が彼らの中を裂いたのである。 その父親というのはなかなか切れる男で、足畑を作ることを思いつき、県からその許可を取ると、根戸川の下流から浦カスの東の浜へかけて、広大な地域の権利を手に入れた。葛飾か,から浦カス一帯は、海苔の産地として知られている。したがって、海苔をすくのに使う海苔すたれ。約20センチ四方ほどの大きさで、細い足の軸で編んだもの。 だけでも、その需要は信じがたいほど多量であり、その他の分も加えると、どんなに広大な足畑を作っても、作りすぎることはなかった。こうして、新堀川の小さな雑貨屋は、見ているうちに算を成した。新たに家を建てたり、買った足の蔵や、乗りすだれを編む工場を作ったりし、大可能やという看板を掲げて、 人かと旦那と呼ばれるようになった。大岡の親。と言って、高山船長は喉で笑った。子供たちは、おっかねえやってはやし立てたもんだ。おっかねえや。娘は、二十一歳で嫁に行った。江戸川に沿った長島というところの、かなりな資産家だったそうで、その結婚が迫ったある日、娘は、 高山船長と示し合わせ、東の浜の松並木で密かに会った。娘は持ってきた人形箱を渡し、体は嫁に行くが、自分の心はこの人形に込めてある。どうかこれを私だと思って持っていてくれ。そう言って泣いた。こういう話は文字に書くと、あまりにありふれていておかしくもないが、高山船長から直に聞いていた私は、 そのありふれている単純さのため、かえって深く感動したことを覚えている。娘はなお、どうせ嫁に行くのだから、この体をあなたの好きなようにしてくれと言って、やけのような態度で、幾度も迫った。船長も、いっそのことそうしようかと思ったが、まだ女に触れたことがないため、どういう手順が必要なのか、はっきりわからず、 娘が積極的になればなるほどおじけついて、つい何事もなく別れてしまった。娘の今回は根戸川に近いので、高山船長の乗った船が通ると、彼女はどてまで出てきて姿を見せた。通船の排気音やエンジンの音は、それぞれに特徴があって、慣れた耳で聞くと、南号船かということが判別できるという。娘は、 17号線の音が遠くからわかるのだろう。時には姉様かぶりに助けをかけ、そうはしょったままで、多分洗濯かなんかしていたのだろうが、あたふたと土手へ駆け出してきたりする。出てきても手を振るとか、声をかけるなどということはない。船の方を見る様子もなく、ただ船の通り過ぎる間、自分がそこにいることを彼に見せ、また、 さらぬ手で彼の方を密かに見るのであった。船がそこを通過するのに約500メートル。二人がお互いの姿を見ることのできる区間は約300メートル。川をそこする時間は長くて5分くらいだし、下りの時は3分足らずであるが、その水上と土手との短くはかない、けれども誰にも気づかれることのない愛の交換は、 若い彼にとって、この世のものとは思えないほどの喜びであった。やがて、17号線は荷物専用になり、彼は19号線に移った。その間に一度、50日余り、彼女が姿を見せなかったことがあった。もう、これで終わりだろうか。娘の気持ちは冷めてしまったのだろうか。 彼は二人の中を裂かれた時よりも激しい不安と絶望感に襲われた。だが、それは思い過ごしで、彼女はその間、三熟についていたのだ、ということが分かった。再び土手へ姿を見せた時、彼女はおくるみで包んだ赤子を抱いていた。おかじなことだが、と、高山船長は言った。まったくねもねえ話だが、 その時オラ、あの子が抱いているのはオラの子だって言う気がしたっけだ。あの子がオラの子を産んだ。今抱いているのはオラたち二人の子だってよ。先生なんぞにや、バカげて聞こえるかもしれねえだがね。彼女の産んだのは女の子であった。後で分かったのだが、彼女の産は重く、そのため体が弱ったということで、 土手姿を見せないことが多くなった。しかし、今度は彼は疑いも不安も感じなかった。相当な資産家の主婦であり、また子も産んだとなれば、時には都合の悪いこともあろう。晩旅土手に出てこられないのは当然だ。というふうに考えるようになった。彼は27歳でエンジナーになり、結婚した。 相手は郷里の水戸ザに育った娘で、気が強く、言葉も動作も荒っぽく、彼は初めから好きになれなかった。妻は息子と娘を産み、32歳で死んだが、死なれるまで彼は愛情というものを感じたことがなかった。妻の方も同様であったが、ガラス箱の京人形を見ても別に気にしなかったし、彼に愛情があるかないかを知ろうともしなかった。 足が風を呼んでるだな。高山船長はふと頭を傾けていった。ちょっと外へ出て風に吹かれようかね。私たちは看板へ出た。火鉢のある狭い船室から出ると晩秋の冷たい焼きが心よく肌に染み通った。だらけたような肌の細胞の一つ一つが新しい酸素を吸って 生き生きと蘇るのを感じた。どうさ、足は風を呼ぶだよ。私の問いに答えて、船長は言った。見せえ東の方で呼んでだるだ。東の方から風が吹き出すだよ。確かに、船長の指さした方から、静かに微風が吹き渡ってくるようであった。私はタバコとマッチを出して吸い付け、船長にも勧めたが、 船長は欲しくないと言って手を出さなかった。月はかなり西に映っていい、空には雲の動きも見えた。岸の草むらでは虫の鳴く音がしきりに聞こえ、微風が足をそよがせると、はずえから梅雨がこぼれ、空気が爽やかな匂いに満たされた。雲が月の表にかかると、その時だけはあたりがほの暗くなるが、 雲が去ると、これらの風景全体が、明るくて青い、水底の中にあるように眺められた。遠山船長は、船長の席に上がって腰をかけ、両手でダリンを握って、ちょっと左右へ回してみた。それから、すぐ右にある内金の紐を引いて、チンと鳴らし、チンチンと鳴らし、一つ鳴らして、次にすぐ二つ鳴らしてみた。 ゴースタン、これが合図だっただよ。と、船長は言った。長島へ船が近くなると、こう鳴らして、ゴースタン、と怒鳴る。それから、スローアヘイと怒鳴って、こう鳴らすだ。オラが二十九号の船長になってからだがね。彼は三十五で船長になった。水上と土手との三百メートルの合いきは、 続いていたのだ。無論ずっとではない。どちらかの都合で相当な期間、お互いに姿を見ないこともあった。その間に彼女は三次の母となり、彼の方では妻に死なれた。けれども、実生活の反差な用事に邪魔をされながら、そうすることができる限りは姿を見せ合った。二人は、それ以上に出ようとはしなかった。 彼は長島へは近寄ったこともない。彼女が長く姿を見せないとき、病気ではないかと心を痛める。本当に病気だったこともあり、誰からともなく噂が耳に入ると、様子を見に行きたい、という抑えがたい衝動にかられたものだ。しかし彼は、自分の中にある自分以上に強い何かの力によって、そういう激しい衝動を切り抜けることができた。 それでも、たった一度だけ、そばへ寄って口を聞いたことがあるだよ。高山船長は、リンにもたれかかり、そっと微笑んでいるような調子で続けた。あれは、そうさな。うちのおっかあが死ぬ、ちょっと前だっけかな。あの子が子供を連れて、特養から、おらの船へ乗っただ。連れているのは、四つくらいの女の子で。 オらはその子を抱いて、渡り板を船まで渡してやっただ。あの子は後から渡って、子供を抱き取りながら、すみませんねって言った。オらも言っただ。今でも覚えてるだが、今日はいいおひなみですねってよ。高山船長は口をつぐみ、岸の松林の方をじっと見守っていた。 すみませんね。と、船長は、つぶやき声で繰り返した。今日は、いいおひなみですね。彼が十二の年に、彼女は死んだ。それを知ったのは、六十日のあまりも後のことであった。それくらい姿を見せないことはいくたびもあったので。 彼は格別心配もしなかった。そして、彼女が六十日以上も前に病死したと聞いたとき、ちょっと言いようのない感動に包まれた。悲しいことは紛れもなく悲しかった。この世では二度と会えないと思うと、打輪を握る気力もなくなり、五日だか七日だか、休んで家にこもっていた。けれども、悲しさや絶望感の中に、 一種ほっとしたような、嬉しいような気分が生まれていた。どう、言ったらいいか。と、高山船長は、持たれている打輪を指で撫で、しばらく口ごもっていてから言った。そうさな。あの子は死んで、オラの時計へ戻ってきた、っていう風うな気持ちだな。長えこと、人に貸しといたものが帰ってきた。そんな気持ちだっけだ。 俺はそれから人形箱の誇りを払っただよ。彼女は嫁に行くが、心はその人形に込めてあると言った。彼は今こそそれが現実になったというように感じられたのだ。彼は妻に死なれてからずっと独身で通したが、もはや一人ではなく彼女が彼と一緒であった。子供たちの目があるので、 口や動作には決して表さないが、心の中では、いつも互いに話し合っていた。今日は立川で、手間が詰まっちまってな、高橋まで5時間もかかっちまっただよ。そりゃ大変でしたね。疲れ休みに酒でもつけましょうか。いや、よしにすべ。俺は酒を飲むと、帰って後は疲れるだから。それだけがあんたのそんな処分ね。 こういう風な会話が現実そのもののように取り交わされるのである。自問自答とか空想めいた感じは少しもない。彼がこんな風に言ってもらいたいと期待するときに彼女はしばしば彼の意志に逆らったり子供のように拗ねたりすることさえあった。あの子は時々うちへ飼いたかっただ。と船長は言った。 子供の様子を見てきてえだからってね。無理はねえさ。俺は船が水島へ入ると、ゴースタンをかけ、スローアヘイにするだ。そうすると、あの子はうちへ帰るだよ。これは、誰も知らなかったし、誰に気づかれることもなかった。ただ、長島へかかる時に限って、船を交代にし、微速前進にするのがわからず、 頭がどうかしたんだろう、と言われたことがあった。今でもみんなは、オラの頭がどうかしてると思ってるだよ。そう言って船長はおかしそうに喉で笑った。ぶっくれの十七号船をもらって、こんなところで一人暮らしをしているのも頭がおかしいせいだってよ。一人暮らしだってと、船長はまたずるそうに笑った。 みんな何にも知っちゃいねえだ。ほらもこんな話は誰にもしやしねえだがねえよ。高山船長は黙った。私は彼のうっとりした目が、岸の上の黒い影絵のような松並木のあたりを見守っているのに気づいた。やがて高山船長は首をし、周りの足畑を眺め回した。 もうじき、足狩りが始まるだ、と、船長は言った。するとやがて、鉄砲撃ちがやってくるだ。あれだけあうるさくって、かなわねえだよ。私は、空が白み出してから、私の青べかをこいで帰った。そして、二度と高山船長を訪ねては行かなかった。裏かすの総ろう ネド川の下流、沖の百万坪の地外れに、某企業家が、汚物処理の大規模な工場を建てようとし、県へ許可を申請したとか、すでに許可を取ったとかいう噂が広がった。汚物といっても、例の清掃関係のもので、その処理した後の廃棄物は、ネド川から海へ放流すると言われ、それは小魚や貝類を死滅させるから、 周辺の領民全体の死活問題であるとかなり大きな騒ぎになった。その声は次第に広がり強く激しい世論を盛り上げ、人の集まるところでは必ずこの大問題が論じられた。釣船宿千本の下座敷であるようこの件について大勢の者がやりあった。船宿では 釣り客のために、ゴルネの準備もあるし、簡単な飲み食いもできる。先続の船道の中には、住み込みの者も,もいるので、二階も下も広く部屋が取ってあり、下座敷では、船道や漁師や、時には蒸気のりなどが集まって、よく賑やかに飲んだり騒いだりした。その夜も、同じような顔ぶれだったろう。仙本には、 長男の鉄ツナーこと、嫁に行ったおかず、17歳で美貌の次女おすみ、小学6年の次男ひさし、小学3年の長太郎、三女のシズ。主はバスケと言って、船宿経営の手腕は、裏かす随一と言われたし、客筋のいいこと、常に繁盛していることも事実であった。こりゃあなんだ、その、あれだ。 漁師の一人が言った。まるで五秒か、傘持ちの女を嫁に取るみてえなもんだ。こっちはちっともいい思いをしねえで、血の腐った子や孫ができる。そんなものは、褒めえまっぴらだ。傘持ちってなんだと、脇で聞いていた蝶が言った。寝ちまいな。と、わすけが、とわみを繕いながら言った。鉄もおしずも、寝ちまったぞ。 時計の奴らが、てめえでひり出したものは、てめえで始末をするがいいだ。と、中年の仙道が言った。奴らのひり出したものを、んだらが追っつけられる義理はねえ。らたちだって、自分の始末は自分でつけてるだ。なぜその傾斜の奴ら、んであぎの酒御前みたいなもんだ。五十年輩の仙道が、のう。 蔵のナに言った。剣の許可取ったなんて、偉そうな脅しをかけて、オラたちに毒まんじゅうを食わせよってな。ほんだろ、ま末にしようとしてケツカルだよ。ちゃん。と、ーがまた聞いた。ま末ってなんだ寝ちまえってえにな。と、ワスケが言った。そんなことは、子供の聞くもんじゃねえだ。そりゃ下でちげえだ。 やはり五十絡みの漁師が言った。毒万獣を食わされたな、加藤清正だべ。あれはおめえ、徳川方の計略だ。じゃと、先の先導が聞き返した。先手あぎで、千末の食わされたな、なんだあれは執権の計略だべ。執権ともなれば、なんか上等な、東なんかだべえさ。いや、そうでない。 この前歌左衛門の芝居で見たときには、三宝の上、まんじゅうが持ってあった。そりゃあ田舎芝居だからだ。田舎芝居とは言っても、市村歌左衛門は田舎団十郎と言われるくらいの名優だ。いつか道とせをやったときには、ちゃんと屋台でそばを食ってみせたではないか。まんじゅうでないのに、まんじゅうで間に合わせるような、客をなめた芝居をするわけはない。 そうだな。と、別の誰かが言った。この前、国定中寺をやった時にも。こうして、問題は、田舎團十郎の良心的な名演技の方へ逸れて行き、みんながその話に熱中した。これは一例に過ぎないが、缶詰工場でも、役場の待合所でも、寝戸川邸でも、掘り乱の養殖や四丁目でも、漁師や仙道だけではなく、 住民がちょっと四五人も集まれば集まったところで、すぐに裏カスの死活問題が論議された。こうした機運が次第に膨れ上がって、やがて町民大会を開催せよという声になり、第一回が梅の湯で開かれた。午後六時からというので、私は五時半頃に出かけて行った。浴場の広い流し場へ、 薄べりを敷いたのが長州石であり、浴槽に蓋をし、その上へさらに板を並べ、フルテーブルを置いたのが縁談であった。下足板などはない。各自が自分の履物を持って上がるのであり、用意のいい人は座布団も持ってきていた。縁談の後ろの花芽板には、汚物処理場設置反対大演説大会というビラに続いて、 演説者の名を書いたビラがずらっと並んでいた。その中には応援弁士として県や市の議員の名も見えたように思うが、確かではないし、またここではその必要もない。というのが演説は実際には誰一人としてやれなかったからだ。上告前に会場はほとんど満員になった。ぎっしり詰まった聴衆の間を、 いつも寄席の裏カステイに出ている中売りの女が、巧みに、ええー、おせんにラムネ、南京豆にキャラメル、と売り歩き、それが大いに繁盛していた。子供たちは人の肩を踏んづけて飛び回り、殴られて泣き出し、人々はせんべいを食べ、ラムネ玉の音をさせながらしゃべり合い、離れて座った者同士が、金切り声で呼び合ったりしていた。 気がついてみると、縁談の脇、つまり、湯屋の番頭の出入りするところに、巡査が三人来て立っていた。三人とも、帽子の顎紐をかけ、手には白い手袋をはめていた。それは、東京などで、政府反対の演説会があるとき、林間の警官が見せる見ごしらえで、私は何かあるなと直感した。けれども、町の人たちは、 その物々しさに気づかない様子で、ラムネ玉の音をさせ、せんべいをかじる音をさせ、高声で喋り合っていた。六時二十分になって、司会者が縁談へ上がった。足場が不安定なので、テーブルの前まで、いかにも危なそうな探り足で歩いた。へっぴり腰だぞ、と誰かが呼びかけた。おっかをかまそんじゃあるめえし。 しっかり腰を伸ばしてええべや。高くて広い浴場の空間が、馬鹿げた交渉で割れ返るような反響を起こした。その司会者が誰であったか記憶がない。彼は慣れない役目のために上がってしまい、顔は青くテーブルにつかまって震えているのが、私のところからもよく認められた。 それで聴衆はすっかり嬉しくなり、次から次と嘲笑やおやらかしの声がかかった。子供たちまでが面白がって、なあちゃんこよ、そんなにおっかなかるなええ、とか、おっかあはいねえから心配すんな、などとわめき出した。全聴衆がそんな風だったわけではない。もちろんこれが町の死活問題に関する大演説大会だということを、 真剣に考えている者も,も少なくなかったので、静止の声や司会者を励ます声も聞こえらした。すると突然、聴衆の中から一人の若者が出て、素早く縁談へ飛び上がった。年は二十六七だったろう。古びた印番店の下にパンツを履いているだけで、壇上へ上がるなり、さっと両手を高く上げた。会場は静かになり、 聴衆の目は、その若者に集まった。演説会もクソもねえ。と、若者は、怒った水管のような口ぶりでわめいた。喋るだけで止められるもんじゃねえだ。会社の奴らをぶっ殺せ。オラが桜総五郎になるだ。途端に、巡査がサーベルを鳴らした。弁士中止。と、巡査は白い手袋をはめた片手を上げて叫んだ。 演説会は解散それがどういうことであるかを、聴衆が理解するには、ちょっと暇がかかった。私はすぐに会場を出たが、その後、高品さんの家を訪ねると、やがて集まってきた常連が、大演説大会の話をはじめ、演壇へ飛び上がった若者の、勇気と決意を褒め合った。ほらが桜総五郎になるだって。 秋葉園児が感動を込めて言った。あんな大勢の命でなかなかは言えねえもんだ。一体どこのもんだ死ねえなあ、と、三十六号船のトメさんが首を振った。誰も死ねえ顔だってよ。それにしちゃえれえもんだ。オらが桜総五郎になるか。と、漁師の玄さんが言った。命を張るってえだからな。ああいう人間が。 もう五六人もいれば、会社なんぞひねりつぶしちまうだがな。まったくのところを、と、源さんは続けていった。今度の問題じゃ、あの男が頼みの綱だぞ。第二回は裏カス座で、もっと盛大に開催された。聴衆は第一回の時の倍近く集まったし、第一回の時より真面目で緊張していた。しかし、 いよいよ開会が先せ,せられると、また例の若者が壇上に飛び上がった。聴衆は凱旋した英雄を迎えるように、歓声と拍手を送り、畳を叩いた。若者は第一回の時と同じく、会社の連中をぶち殺せと叫び、オラが桜総五郎になると叫び、すると隣県の巡査が、その時は巡査部長が来ていて、 弁士の中止と演説会の解散を命じ、若者を連行して去った。大演説大会は5回まで開催されたが、議題について演説した者は一人もなかった。それは晩た例の若者が飛び出してきて、物騒なアジテーションを飛ばし、そのまま解散になるからであった。私は、第2回の後は聞きに行かなかった。 というのは、その台本の筋はほぼ推察できたし、何度やっても結果は同じだと思ったからである。その若者は巡査に連れ去られるが、次の大会にはまた現れた。そうして、第5回の大会の後で主催者側は、駐在所から非公式に、こういう過激な演説は、自説柄、好ましくない、という意味の通告を受け、 それを機会にその催しをやめることになった。若者もそれっきり姿を見せなくなったし、どこの誰ともついに判明しなかった。ほらが桜総黒だってよ、と住民たちは思い出すたびに感動し合っていた。ああいう命知らずの骨っぽい人間がもう五六人いてくれたらなあよ、本当に。 あんな偉い奴は、そうざらにはいねえもんだぞ。おぶつ処理場が、どうなったか、私は覚えていない。オらは抵抗しなかった。秋の夜の九時頃、うなやど千本の店先に、園台が三つ出してあり、仙道や漁師たちが涼みながら話したり、 酒を飲んだり、将棋を指したりしていた。月のいい晩で、空にはほんのわずかなちぎれ雲しかなく、根戸川の水面も明るかったし、対岸のイカの屋波を一軒ずつはっきり見分けられるほど明るかった。現に二人の若い先導が将棋を指しているが、そこは店の外で伝統の光などは届かないのに、 駒を動かすのに少しも不自由はなかった。三つの縁台に十二三人いたであろうか。一時間ほど前までは子供たちも混じっていたし、人数も多かったが次第に人が減ってゆき、道の往来もほとんどなくなっていた。下詞には通船が三層と、釣り船やべか船が並べて燃やってあり、それらには人気がなく月光を浴びたままひっそりと、 身を寄せ合っているように見えた。そのうちに、火災汽仙の三十二号から、一人の少年が現れ、渡り板を踏んで岸へ上がると、そこで草履を履いて、千本の店の方へ来た。少年は痩せた、素ばしっこそうな体つきだし、色こそ塩焼けで黒いが、おもながの顔は、目鼻立ちが際立っていて、美少年と言ってもいいだろう。ことに、 はっきりとした眉毛と、住んでいるが、少しばかりずるそうな目つきが、その僧帽を引き立てていた。酒をもう一生、と、少年は千本の店へ入ってとなった。野口エンジにつけといてな。店の奥から、次女のお墨が出てきた。あら、銀ちゃん、と、お墨が言った。おめえまだ、船にいたのか野口エンジに一生、 少年は言った。つくだにかなんかこんなってよ。店先の縁台から、よう、いらわたか。と、少年に呼びかけるものがあった。銀行か。と、将棋を見ていた先頭の一人が言った。三隅のお吉はどうしたもう物にしちゃったが。昨日だっけと、橋の縁台で酒を飲んでいた中年の蒸気のりが言った。 安田屋のおつゆが、また草履をくれとってえじゃねえが、年もいかねえくせに、低した腕だな。少年は振り向きもせず、口もきかなかった。その顔には誇らしい自尊心と、大人たちに対する警部と優越感とが、少年らしい生々しさで現れていた。店は伝統を一つ残して、あとは消してあったから、広い鍵なりの土間は、 月光の変満している古街の明るさで、実際よりも薄暗く見えた。お墨は酒の瓶と双物を持って土間の奥から出てきた。草履を突っ掛けているので、足音は聞こえなかった。彼女は手招きをし、少年が近寄って行くと、持っている酒の瓶と双物を脇へ置き、素早く少年を抱いて接吻をした。少年はじっとしていた。 体も頭もまっすぐにしたままで、両手は体に沿って垂れていた。お墨は物足りなげに、けれどもすぐに少年から離れた。はい、お酒。と、お墨は言った。この中にス焼きとしぐれ煮が入ってるよ。少年はその二つを受け取って店を出た。よう、ろ男。と、はじめに呼びかけた男が言った。 今夜は三十二号で相引きか。だが、少年は黙って、道を横切って行き、草履を脱いで小脇に挟み、渡り板を渡って、三十二号線の中へ姿を消した。彼は三十二号線の稲来水夫であった。年は十七歳。みんなは彼を銀行と呼んでいる。銀次というのか、銀太というのか、あるいは銀蔵とでもいうのか。 名字も正しい名もわからない。この土地では一般にそういうことに興味を持つ者はいないようだ。もちろん所属の船会社の名簿には記載してあるだろうし、ことによれば町役場の戸籍簿にも記録されているかもしれない。だが日常生活ではそんなことはどっちでもよかった。32号線の銀といえば、特業でも裏カスでも、誰より娘たちに持てる若者、 として知らなないものはなかった特業や裏カスだけではない。通船の航路にあるすべての発着所と、その界隈にまで知られていたというべきだろう。その発着所の多くに、三十二号船を待ちかねている娘たちがいて、それぞれ何かしら彼に贈り物をした。ここでは一例だけ挙げるが、水フは看板勤務の時に朝浦草履を履くので、 贈り物ではそれが最も多く、彼の手元にはいつも新しいのが十五六足もあった。中には手作りで広く洒落たのや凝った品があり、そうでなくとも花尾の色だけは贈り主によって違っていた。念を押すまでもなく、それは娘たちの自己主張であり、他の娘たちへの対抗意識の現れであろうが、銀行はその花尾の色によって、 送り主を安全と区別することができた。例えばこうだ。32号船が A の発着所へ近づくとき、彼はそこに待っている娘の送った草履を履いていて、極めてさりげなく、その草履を履いていることを相手に認めさせる。そして船が B の発着所へ着くときには、ちゃんと B で待っている娘に送られた草履を履いて、その事実を 相手の印象にしっかりと焼き付ける。これが C から D、D から E、E から、と、順を追って、正確に、決して A と C や E と F と、誤ることなしに繰り返されるのであった。これは一種の天才だと言ってもいいだろう。十五六足もある草履の、花尾の色によって送り主を弁別するばかりでなく、忙しい見習い水夫の看板勤務に追われながら、 間違いなく草履の履き替えをやってのける、などということは、天才なしには、到底できがたいことなのだ。なぜなら、こういう類の問題について後年、筆者自ら、銀行の才能がいかに非凡であったか、ということを身にしみて感じた経験があるからである。裏カスでも、彼に熱を上げている女性が幾人かいた。 高品さんの女中の富ちゃんもその一人であった。繰り返すようだが、高品家は東万気線の大株主であり、高品さんの蒸気菓子の住まいでは発着場を経営していた。これは夫妻の間に子供がなく、高品さんは東京の新聞社へ通勤しているため、金夫人はとかく暇を持て余すので、その暇つぶしにやっていたものだと思うが、切符売り場は住まいと別で、 発着所の三橋と道を隔てたところに立ってい、ほんの二つぼ足らずの小屋であるが、奥に畳が二畳を敷いてあった。とみちゃんは二十二か三だったと思う。骨太でがっちり肥えていて、おとなしいがしっかりしたよく働く娘であった。女中だから住まいの方の雑用を主にするが、夫婦っきりの生活ではさしてようも多くはない。 一日の半分以上は発着所にいて、金婦人の手伝いをするのであったが、そのうちに婦人の方が飽きてしまい、発着所の方は富ちゃんに任せることが多くなった。朝の一番は五時に出るので、売り場に泊まっていれば客を伸ばさずに済む。一番線は火災機線からも出るし、切符売り場が時間通りに開かなければ、 客は火災気線の方へ行ってしまうからであった。いいだろう。富ちゃんの主張は彼女の主家思いを証明するものと受け取られた。彼女は小屋へヤグを運び込み、大抵夜の十時には住居の方の用を片付けてそちらへ出かけていった。こうして日が立ち、やがて高品夫人は、 驚くべき場面を目撃する羽目に立ち至った。というのは、ある夜半、何かのことで、どうしても富ちゃんに聞かなければわからないことができた。夜半といっても十二時頃で、高階さんの家はいつも夜更かしをするから、さして遅すぎるとも思わず、夫人は気軽に小屋へ訪ねて行った。すると、小屋の戸口へ行った時、その中から異様なうめき声が聞こえてくるので、 我知らず、ぞっとして立ちすくんだ。金夫人は、浅草の寿司屋の一人娘で、下町育ちらしく、さっぱりとした気象であり、もう、三十二歳にもなるというのに、子供を産まないせいでもあるが、まだ娘っぽい、世間ずれのしていないところがあった。それで、そのうめ気声の妖さと不気味さに、はじめは富ちゃんが誰かに刺されでもして、死にかかっているのではないかと思い、 立ちすくんだ足がすぐには動かなかった。だが、うめき声はますます切迫し、今にも息が絶えるかと思うように、激しい呼吸と全命を伴い出した。夫人は恐怖のために戸口へ進み、半ば夢中で引き戸を開けた。すると、畳の敷いてある二畳の小さな棚にろうそくが燃えていて、その光の下で、富ちゃんが妙代をしていた。 うつむきに、よつんばいになって、見もだいをしながら、うめえているのである。とみちゃんとみちゃんと、夫人は震えながら呼んだ。とみちゃんどうしたのだが、とみちゃんには聞こえないらしい。夫人はそっちへ上がって行こうとした。その時、両手をついているとみちゃんの肩のところに、銀行の顔が見えた。銀行は仰むきになって、しらじらとした顔で、高品夫人の言葉によると、 神床屋で、頭でも枯らせているような顔だったそうであるが、そういう表情のまま、高階さんの浮かみさんだぞ、と、富ちゃんに呼びかけた。富ちゃんのうめき声は止まったが、立想的な見もだえは止まらなかった。それはちょうど悪夢にうなされていて、これは夢だと気づきながら、なお悪夢から抜け出せないといったような、つまり、神経活動の切り替えがうまくいかない。 という風うな状態であった。銀行はそこで、やはりしらじらと平気な顔のまま、下から富ちゃんの肩を小ずき、おい、高島さんのおかみさんだってわな、と言った。そうしたら、驚くじゃないの。この話をしていた夫人は、真実驚いたというように目を見張って見せたものだ。銀行に二度目に注意されると、富ちゃんの体の律動は、 ようやくにして静まった。そうして、とみちゃんはその格好のままで、首だけ夫人の方へゆっくりと振り向き、いぶかしげに聞いたそうである。何ですか、おかみさん。あくる日、高品夫人はとみちゃんを呼んで話を聞いた。とみちゃんは銀行と夫婦約束をしたと答え、だから何をしようと誰に文句を言われる筋もない。 いなおるような態度を見せた。夫人は銀行とどう約束ができたにしろ、相手が十七の少年であり、他にも娘たちがつけまわしていること、また結婚するにしても今妊娠したりしては困るだろうことなど、いろいろと忠告したが、富ちゃんははっきり、自分のことは自分でよく考えているからと答えたそうであった。ここで、 読者のために記しておくが、後に富ちゃんはやはり妊娠してしまい、銀行も寄り付かなくなったので、早いところ実家へ帰ってしまった。実家がどこであったか私のノートには書いてない。多分茨城県のどこかだったと思うが、帰るとすぐに同じ土地で嫁に行ったというはがきが高品夫人に届いた。私なんかが余計なこと言う必要はなかったのね。 高品夫人は、そのはがきを、私に見せながら言った。あの子は、ちゃんと自分のことは、自分で考えていたんだわ。さて。船宿千本の店先では、三つの縁台の人たちが、飲んだり喋ったり、将棋を指したりしていた。銀行が酒とつぐ谷を取りに来たことも、彼がそれらを持って、三十二号線へ戻って行ったことも、 もう誰の頭にも残ってはいなかった。しかしその時、こちらの人たちの気づかないところで、一つの事件が進行していたのである。遠大の人たちは、全然何も気づかなかった。将棋に負けた若い先導の一人が、駒を投げ出して大きなあくびをし、おらの一杯やんべえかなあ、と言った。そのすぐ後に、つまり、 若い先導が、一杯やるかな、と言って立ち上がったとき、突然その騒ぎが起こったのである。逃げるなという叫びで、その騒ぎは始まった。逃げても誰だぞ顔はわかってるぞ縁台の人たちは総立ちになった。その叫び声は、32号線から聞こえてきた。行ってみると、船のへさきや友や、船室の周囲の歩みで、 人が右に左に走り回ってい、船板を踏み鳴らす音に続いて、高い水音が聞こえた。テ入ルだと、漁師の一人が言った。爆地を嗅ぎつけられただな。月光の下で、黒い人影は素早く走り回っていた。さっきの水音は、誰かが川へ飛び込んだのであろう。一人は燃やってあるベか船へ飛び移り、貝を取ってこぎ出そうとした。 両手で持った貝に全身の力を込めて突っ張るのだが、ベカネは横揺れをするばかりであった。こら、戻れと、十二号線のへざきのところで一人の男を、それは私服の警官だったが叫んでいた。逃げてもダメだ、戻ってこい。ベカネの男は振り返って相手を見、ベカネが少しも動いていないこと、そしてそれがまだ、 燃やったままであることに気づくと、おそまきながら、貝を持ったまま、川の中へ飛び込んでしまった。潜室の周りの歩みでは、三四人の人影が入り乱れてい、一人が潜室の屋根の上へ飛び上がり、その後から私服の一人が飛び上がった。歩みを逃げ回っていた二人のうちの一人は、友の方から川へ飛び込み、一人は並べて燃やってあるべかねへ飛び移り、 それから次々と船から船へ飛び移って見えなくなった。これらのことは時間にしてほぼ六七分、多くても十分はかからなかったであろう。捕まえようとする者も,のも逃げようとする者も,のも極度に緊張しているため動作がぎこちなく、見ている方で歯の根がうずくほど間が抜けてどんじゅうに見えた。例えば追っている私服が、 相手のシャツの背中を掴もうとする。指先はほとんどシャツに触れていて、掴んだかなと見るとき、追われている男がひょいと背中を反らす。それでも私服の手は届かなくなってしまう。また、船室の屋根へ逃げたのは、後で聞くと、野口エンジナーであったが、彼が飛び上がった途端に、追ってきた私服が彼の片方の足首を掴んだ。しかし、その私服は、 相手の足首を捕まえたことに自分でびっくりしたが、あるいは足首を捕まえたことが信じかねたように戸惑いをし、野口エンジナーは素早く足首を引き抜いて逃げた、といったようなありさまであった。しがらもねえ、と、騎士で見ていた人たちの中から誰かが言った。みんな逃がしちまったじゃねえかえ。まぬけな手入れがあったもんだ。その時、戦室の中で、キー という鋭い悲鳴が起こり、続いてあらゆる物音が墜落的に静まった。やかましく鳴っていたラジオのスイッチを急に切りでもしたように、物音や人声がピタッと止まり、船の上も岸の人たちも死んとなった。いてえよーという泣き声が船室の中から聞こえた。他か、いてえよ健康だ。 岸にいる人たちの中で、先導の一人が囁いた。今のは銀行の声だぞ。みんな息を殺し、機体の目をそばめて、船の方を中止した。まもなく、三人の私服が、銀行の腕を取って、船室から現れた。銀行は両手で頭を押さえ、前後を私服に挟まれて、渡り板を渡りながら、否定を、死んじまうよ かなきり声で叫び続けた。私服は三人いたのだ。そのうちの一人が先に岸へ上がって、そこに集まっている人たちを怒鳴りつけた。山だ。どけどけ。見せ物じゃないぞ。そう言って、右手に持った一尺ばかりの棒のようなものを左右へ振った。十手だ。と、誰かが囁いた。見せえま、芝居で使う十手だぞ。かあ。 銀行は叫んでいた。ほら、死んじまうよ、いてよ。二人の私服に挟まれて、彼が渡り板を渡るとき、川の上、水でもこぼすような音が、ぼしょぼしょと聞こえた。それが何の音だか、岸にいるものにはわからなかったが、岸へ上がってきた銀行を見るなり、一人がドギモを抜かれたような声で、ちだえと、叫んだ。なるほど、少年のシャツは、 どすぐろくぬれているし、頭を押さえている手の下から流れ落ちる血が、少年の顔半分を染めていた。こりゃひでえ、と、他の一人が言った。ひでえことをするな、みせえな、あの血。集まっていた人たちの間に、噴劇の火が燃え上がった。それはそこにいるもの全部の感情を一つに固め、一段の火となって、関係に挑みかかった。 おめえ何をしただと、先導の一人が呼びかけた。行って何をして、こんなひでえ目にあっただ。えおら、何もしねえ。と、銀行は金切り声で叫んだ。おら、ただ、番号してただけだ。おら、何もしねえ。おら、抵抗もしなかっただ。そうだ。と、誰かがわめいた。おんだらも、ここで見ていた。銀行は抵抗しなかった。ここにいるみんなが証人だぞ。 ほら、抵抗しなかったら。と、少年は、自分に対する声援に力を得て、声と身振りにたっぷりと効果を加えながら叫んだ。ほら、何にも抵抗しなかった。ほら、信じまうよ。ほか、いてよ、いてよ。歩け。と、私服の一人が、少年をこずいた。おとなしくしろ。ほら、信じまうよ。旦那が 千本の主の和スが前へ出てきた。おめえさん方、その子供、そのまま連行するつもりかえ私服たちは振り返った。その血を見せえな。と、和スは続けた。そのまま連行すれば、出血取ろうで途中で死んじまうだぜ。そうだ、死んじまうだ。と、みんなが口々にわめいた。一丁といかねえうちに、落ちんじまうだ。銀がそれほどの罪を犯したかえ しげ刑にするほど悪いことをしたかし私服たちは立ち止まった。三人ともすっかり上がっていて、むしろ怯えていたというべきだろう。こわばった顔で、目のやり場もなく、三人とも震えていた。おらの店、連れてきせえまと、ワスケが言った。ちょっと手当てをして、ちらけでも止めてっから行くがいいだ。さ、元気な。ワスケは銀行の腕を取って、 店の方へ連れて行った。そこにいる人たちも一緒について行き、三人の私服は何か囁き合っていたが、一人を残して、他の二人は誰にも気づかれないように、小さくなって堀の方へ去って行った。銀行は円台に腰をかけ、傷の手当てをしてもらいながら、なお派手な声で叫び、泣き、訴え続けていた。しっかりしろ、銀。 若い先導の一人が銀行の延期に調子を合わせていった。商売人が賭場を会長したわけじゃねえ。友達同士が慰みにやった一文魔だな。本社へ持っているからだって始末書を取られるか悪く言ったって罰金これへで済むだろう。ほら、爆打なんかシェアしなかった。そうだ、医者は爆地はしなかった。ほら、抵抗もしなかった。そうだ、みんなが承認だ。 その先導は続けた。医者はバグチもし令えし、抵抗もしなかった。だから威張って出るとけえ出ろ。こんな小さな子供に、こんな怪我をさせて、どっちに罪があるか、はっきり裁判をしてもらえ。みんなに逃げられた、石原氏だろう、と、誰かが言った。こんなひでい話は、オラ聞いたこともねえ。私服は、青くなって震えていた。 彼は法律を行使したのであるが、今やその法律が彼を知らんし、検責するように思えたらしい。職権乱用とか、過剰処置とか、罷免とか、その他様々な法律用語が頭に浮かんでくる。といったような絶望的な顔つきになっていた。さあよし。と、和助が言った。あとは医者にやってもらうんだ。しっかりしろよ、銀。ほら、もうダメだ。と、銀行はうめき。 かつ泣いた。死ぬ目に、おかーに会いてよ。よし、おかに知らしてやるぞ。と、漁師の一人が言った。オラがすぐに突っ走ってって、おっかを駐在所へ連れてっからな。おかの顔を見るまでは死ぬんじゃねえぞ。そしてその漁師は、突っ走っていった。銀行の演技を中心とした、この一幕の芝居は、少なからず悪どいものであった。 それは若いその私服警官にも分かったに違いない。けれども、自分の行き過ぎた行動のために、芝居と分かっていながら、彼もまた、それに同調することを拒むわけにはいかないようであった。いいかと、私服は、銀行の顔を覗き込んで聞いた。歩けるか目がちらくらして立てねえ。と、銀行が答え。すると若い先導の一人が、俺が、おぶってやら。 背中を向けてかがんだ。普段評判のかんばしくない銀行が、今は英雄のように、あるいは庶民を代表する犠牲者のように、人々の愛と同情を集め、尊敬心さえもかき立てていた。若い先導の背に追われた銀行は、私服警官に付き添われて、千本の店先から出て行った。その後から、十五六人の人たちが、この場面の幕が、どんな風に降ろされるか、 という好奇心のため、多少はお祭り気分のようにウキウキと、勝手なことを高声に話し合いながらついて行き、やがて堀の方へと曲がって見えなくなった。蒸気菓子はまた静かになり、月の光が明るく、寝戸川の水面や対岸の柳や、ぼやってある船などの上に降り注いでいた。あの、おまわりは成績を上げたかっただよ。 和スが薬箱や包帯やガーゼなどを片付けながら言った。ネドワー亭のおまわりに惚れて、うまくすれば婿に収まるつもりされ。その縁談は決まったんじゃねえかと、クラナー子がのんびりと言った。俺はもう決まったように聞いただがねえ。そうかもしれねえが、今度のしく入りで危なくなっただな。と、和スが言った。 あんまり稼ごうと思って焦っただ。成績を上げようと思ってよ。かわいそうに、ああいうのを昔の言葉で、宝石の欲ったようだ。銀の野郎もまた、と言って、クラナークはクスッと笑った。いい気になり上がってさ。クラナークは円台から立ち上がって、大きなあくびをし、和スと一緒に店の中へ入っていった。 蝶と怪獣映画。ある日、私は船宿千本の蝶を連れて、浅草へ映画を見に行った。多分、大将館だったろう。やっていたのは猛獣狩り映画で、確かザンバという題だったと思う。思い違いかもしれないので、はっきりは言い切れないが、アメリカだかイギリスだかの夫婦の探検家が、アフリカの奥地で猛獣狩りをする。 という筋だったことは覚えている。この小学三年生の困っちゃくれの蝶は、映画が始まると同時に、百二十パーセントまで興奮してしまった。彼はシートから身を乗り出し、両手を拳にして、頭を押さえ、口を押さえ、膝を叩き、また胸へギュッと押し付けたりした。小さな顔は赤くなって、目はほとんど殺気を帯び、呼吸は時に深く、また、 あえぐように激しく、最もエキサイトすると、拳を口に当てて息を止めた。あらゆる画面で、彼は猛獣どもに呼びかけ、探検家夫妻に注意を与えた。ライオンだライオンだと、蝶はまめく。ミセーマン先生生きてるライオンだぞ周囲の観客は、びっくりして彼を見る。ライオンは、仕掛けた罠折りの方へ歩いて行く。 いやい、危ねえぞ。と、蝶はライオンに呼びかける。そっち行くと、捕まっちまうぞ。行っちゃダメだ。へえ、ダメだってにな。捕まっちまうったらな。へえ、ライオンのバカ奴ら。こっちへこいってば。ライオンは檻の罠に入り、仕掛けの戸がバタッと落ちる。彼は拳を口へ入れ、震えながら目を避けるほど大きく見開く。 そして拳を口から出して、バカ奴ら、と、泣きそうな声でつぶやく。ライオンの、バカ奴ら。画面の前景に、錦蛇が映る。ジャングルの何かの木に絡みついていて、大人の腕ほどもある鎌首を上げ、歯の茂み越しに、向こうから近づいてくる探検家夫妻を狙っている。蝶は息を詰め、身を乗り出して、 前のシートの背を両手で掴む。こっちへ来るな危ねえぞと、蝶は探検家夫妻に向かって警告の叫びをあげる。ここに電車がいるぞあっち行けだが、探検家夫妻は愚かにも、蝶の警告には耳を貸さず、のそのそこっちへやって来る。へえ、馬鹿奴ら蝶は両の拳で力いっぱい自分の頭を挟み、 ガタガタ震えながら絶叫する。デージャがいるのも知らねえだ。へえ、バカ奴ら、飲まれちゃうだ。二人とも、飲まれちゃうだ。へえ、バカ奴ら、いいキビだ。二人とも、飲まれちゃうだ。錦蛇は、さっとアタックをかけ、先頭にいた探検家の夫の腕に噛みついた。蝶は片方の拳を口へ突っ込み、肺いっぱいに吸い込んだ息を止めた。 私はその時、彼の小さな心臓がドラム缶のように膨れ上がり、大大鼓のランダのような拍動をするのが感じられた。周囲の観客は、この小さな正義の騎士にすっかり鏡をそそられ、彼が画面に向かって何か叫ぶたびに、指さしたり、笑ったり、互いに小づきあったりしたが、蝶は全然気づかず、肉体的にも精神的にも、余すところなく、 映画の中へ溶け込んでいた。みんなバカ奴らだ。蝶は猛烈に憤慨していった。虎も蔡もバカ奴らだし、あのケトもバカ奴らだ。こんなに気もいったことはありゃしねえ。え、つまんねえ。でべえや。なあ、出ちまうべえよ、先生。映画館を出てから、私は彼を養殖屋へ連れて行った。彼の憤慨は少しも静まらず、 そこのトンカツにもカレーライスにもケチをつけ、グラカスの四丁目の方がずっと目めえや、と言った。私は一本のビールをすすりながら、ザンバがいかに演出されたものであるか、ということを解説した。あの西警備のところを考えてみろよ、と私は言った。あの蛇が木の枝に絡まっていたろういいかその向こうから探検家が来るだろうこのホークが探検家とする。 なあ、蛇がこのナイフだ。とすると、カメラはこっちにあるこのマッチさ。カメラってなんだ活動写真を撮影する機械さ。うと、私は考えていった。ここでムービーカメラの説明をすると、話がこんがらがるからである。機械があって、その周りには、撮影技師だの助手だの、多分猛獣使いだのもいるんだ。あ、あ。 私は蝶の質問を止めた。だから蛇が木に絡まってるところは、こっちの連中、つまりカメラの周りにいる連中には、ちゃんとわかっているんだ。どうしてわかってるだだって、このフォークとナイフのこっちにマッチがあるだろうそしてマッチのところから撮影した画面に、手前のナイフ、いや、石警備とその向こうのフォーク、つまり探検家が映ってた。そうだろう。とすれば、 マッチのところからヘビは目の前にいることになるじゃないか。つまり、撮影技師や助手や多分猛獣使いなんかには、ちゃんとそこにヘビのいることがわかっているんだ。うん。蝶は少し考えてから聞き返した。じゃあ、どうしてそいつらは、あのケトに教えてやらねえんかい教える必要はないさ。探検家の方でも、そこにヘビのいることは知ってるんだ。知っててどうしてよけねえだ ケトは、デイジャに食いつかりちまったべえがええ。それはだな。と、私はうまく説明しようと思った。つまり、面白く見せるために、初めからそうするようにちゃんと相談ができているんだ。誰が面白がるんだい現物さ。と、私は言った。蝶だって面白かったろ誰が女らがかえチッ。と、蝶は花柱へシワを寄せ。 警部に耐えないというふうに口をへし曲げた。面れえもんか。あんな気もいったことはありゃしねえ。それによ。うと、彼は唇を舐めた。あの奇形のそばに誰かいて、デイジャのこと知ってるのに、知らねえふりしてるなんて気が知れねえや。ライオンも虎もバカ奴らだし、ケトウも奇形のそばにいた奴らもみんなバカ奴らだ。あんなよう、バカ奴らばかり出てくる活動が、どこが面白えのかい っ <laughs>、つまんね。私は裏かすへ帰る間、何の理由もないのだが、小説の表現技術について、あれこれと考え巡らしたことを覚えている。街へ帰ってから、蝶はみんなに残バの話をして聞かせたが、それはその映画の制作者や提供会社の人たちが、遠征官に囚われるだろうと思われるほど、辛辣であり、無遠慮なものであった。 私は二度と、超映画見物には連れて行かなかった。させばか。お鈴は、船宿野口の娘で、年は17歳だった。両親と姉が二人、弟三人の家族であるが、兄弟がそれぞれ、父か母か、または祖父か祖母に似ているのに、お鈴だけは誰にも似ていなかった。 ここに桃を八つ並べたとすると、その中の一つがリンゴであるように、体つきも顔立ちも気性までがみんなと違っていた。彼女の全体から受ける印象は、聖純、可憐、ウブという平俗な聖語にほのかな色気を加味した感じであった。背丈は五尺一寸くらい、痩せ形でキリッとしていて、肩が痛々しいほど小さく、 でも足も小さかったが、指はすんなりと先が細くなってい、爪はいつも桃色に染まっていた。顔はウリりネ型であった。その土地には珍しく、北国育ちのように色が白く、キメが細かで、両の方には生き生きとした血の色を浮かせ、笛の背中でも汗をかいているようにしっとりと湿り気を帯びていた。眉毛は細いけれども濃く、 かきまゆのようにはっきりといい形をしていた。少し尻下がりの目も細かったが、絶えずはにかんでいるような潤いがあり、人に目霊をしたり、話しかけたりするときには、まるで恋でも語りかけるのかと思うほど、その目の潤いが情熱的に見えた。私も時々道で挨拶をされたのであるが、はじめのうちは自分が恋されているのではないかと思い、 我知らず、胸がときめいたものであった。唇は、小さくて厚ぼったいだけであった。むしろそれだけ見れば、醜いと言ってもいいだろう。最もっとも、特徴があり、忘れがたいのはその声で、ちょっと鼻にかかる、余ったれたような話ぶりとその澄んだ綺麗な声とは、どんなに悪意を抱いた人間の心をもとろかすだろう、という他に言い表す言葉がない。 こういう娘には、よほど運が良くっても、一年に一度くらいしか行き合わないものだ。美貌というだけではなく、彼女の全体から受ける清純、うぶ、可憐という印象に似たものは、私自身も、それ以来、まだ見かけたことがないのである。ふん、野口のすざまが。貝を掘るための竹籠を作る、籠屋のお玉がある時私に向かって行った。 おたまも小学三年生であり、千本の蝶とは違った立場で、私にいろいろな情報を提供してくれていた。わたやのついちゃんは十二でちょぶちょぶと生えた。さくんとこのおっかあは二十三号線の平井園児とできちゃって、毎晩どっかへ二人でつるみに行くだ。大器のじい様は毎晩ばあ様に手を合わせて謝るだってよ。とても続かねえからってよ。 主として、そんな類の情報であった。ふん、野口の鈴山が、と、お玉は軽蔑したように言った。あんなのべっとした顔をしてて、スケベえなことったら、夜になってな、十二時過ぎてっから、裏の塔を叩くとよ、すぐに出てきて、誰にだってさせるだ。誰にだってよ相手に、エルゴロミはねえだってよ。嘘じゃねえってば先生。 お玉を念を押すように言った。だからみんなは鈴山のことをさせばかって言ってるだよ。アヒル。私がマスさんと初めて会ったのは、ホリランにある天ぷらや、天鉄の店であった。私はわずかな香料が入ると、よく天鉄へ行って飯を食べた。天ぷら一人前で酒を一本、ゆっくりと飲み、 その後、その日の特にいい種を、二つか三つくらいあげてもらって飯を食べる。その頃私は、まだ酒に弱かったので、よほどのことがなければ、二合を飲むようなことはなかったし、一合を飲むのにも、一時間くらいかかったろう。必ず本を持って行って、冬ならば、小さな瀬戸日鉢を抱え、夏ならうちわを使いながら、本を読み読み、天ぷらを食べ、 思い出しては酒をすするという具合であった。今考えると随分年寄り臭い真似をしたものだと思うが、天鉄の人たちとはすっかり親しくなり、時によるとお花という娘が、今日はいい種が入ったからと天ぷらをあげて届けに来たりした。店は昔風で土間にテーブルが200ほどあり、鍵の手に畳を敷いた座敷があった。 もちろん、ドマに面した方は、障子も何もなく、客があれば、薄い座布団を敷くだけ。前は四角で、足のない平禅であった。マッサンは、年の頃五十くらいで、背丈が低く、ひどい刈り股で、頬や顎の周りに、いつも太い銀色の武将ひげを、ブラシのように伸ばしていた。てっぺんの剥げた頭の周りも短くて太い、 ブラッシのような素毛で覆われていて、太陽の下ではその一本ずつがキラキラと光った。マッサンは酒地さんで天鉄へ来た。実は酒ではなく焼酎なので、一号のそれを天鉄で二号に割った上、家具をしてもらうのだが、あつらえる天ぷらも変わっていた。車エビにしても、あの子にしても、ハゼ、キス、メゴチにしても、 自分は頭とか中漏れとか尻尾などを別にあげさせて、それを魚に焼酎をすする。身のところをあげたのは包んでもらって家へ持って帰るというのがいつもの例であった。ここでちょっと記しておくが、数年前、ある出版記念会の後で、林ふさおがこの車エビの頭だけの天ぷらを食わせてくれたことがあった。 彼が自分で思いつき、銀座裏の某天ぷら屋に命じて作らせたのだそうで、それは豊富なカルシウムを含む極めて微味な食品であると、自分の着眼の独創的な点を大いに誇っていた。これは世間では捨てているんだ。と、林ふさんは繰り返し強調した。こういう素晴らしいものをさ。と、林ふさんは自分では箸を出さずに言い張った。 みんな捨てているんだ。世間ではみんな捨てじまうんだぞ。さあ、食べてくれ。私は一つだけやってみたが、どれほどそれがカルシウムに富んでいるにせよ。到底飲み込める白物ではないと知り、素早くナフキンに吐き出して、テーブルの下へ捨て。世間の人たちがみんな捨ててしまうのは当然の断りであり、林ふさおは逆説を漏しているのにそういないと思った。 右のように、林ふさおは自分の独創性を誇っていたが、それより二十数年以前、すでにマッサンという尖閣者のあったことを私は知っているのである。私は吐き出したが、マッサンはうまそうに、頭だの、骨だの、尻尾だの、一つ一つ丹念に噛み味わいながら、私以上にゆっくりと時間をかけて、感をした水割り焼酎をすするのであった。 その次には路上であった。堀東のところで私がスケッチをしていると、一人の男が背中に書籠の女をおぶって歩いてき、背中の女と何やらなごやかに話しながら中堀橋を渡って去っていった。この土地でそんなところを見つけると、人は決して黙っていない。大人はまあともかくとして、悪道どものからかいの工事になることは疑う余地がなかった。 だが、そこには行き来する人がいたし、悪道どもも遊んでい、彼らは皆、その二人を認めたのであるが、爪の先ほどの関心を示すものもなく、むしろそのことの方に私は驚いた。その次に、同じような二人と路上で出会った時、女を背負っている彼の後ろ姿を見て、彼の足が、特身的にまでガニ股であることと、天鉄で、魚の頭や、 尻尾の天ぷらを注文する男であることに気がついた。こうしていくたびめかに、私は掘り乱にある、梅の湯という銭湯をスケッチしていたとき、その女を背負った彼が、梅の湯ののれんを上げ、女湯の方へ入って行くのを見て、ちょっと目を見張った。おう、それはマスさん邸だ。上機貸しの根戸川邸で、平次郎という老人の漁師が私に言った。 平次郎は、息子の嫁と寝ると言われ、その腹いせに、息子と平次郎の妻、後ぞいで、息子には義母に当たると聞いた。が、寝るという噂のある老人で、べらうに酒が強く、口もまた達者であった。背負ってるのはおっでね。と、平次郎は言った。ああやって背負って行って、着物を脱がして、体をすっかり洗ってやって、きれいに拭いて、 それから着物を着せて、うちまで背負った経路だよ。私が質問すると、平次郎は大きな目をそろそろとすぼめ、不思議なことを聞く人間がいるものだ。とでも言いたげな顔つきで私を見た。なんでだねと、平次郎は聞き返した。若えもんならともかく、あんな年寄りが女ゆえ平とって別情なかんべえがいい 俺だって用があれば、いつだってヘールだ。女どもだって、そんなこと、ヘイトも思いやしねえだよ。そしてマスさんは、おっかのことを、決して他人に任せない。おっかのどんな親しい者がいて、たまには私が洗ってやろうと言っても、マスさんはきっぱりと断り、おっかの体の隅々まで、入念に、自分の手で洗ってやるのだ。と、ヘイジロは言った。 私は高階さんのロバタでも、マスさんの話を持ち出してみた。高階さんのところではあまり収穫はなく、昔は村一番の花つまみだった、とか、あだ名をあひるって言うだ、とか、今は漁業組合で働いているが、それは大腸の旦那が口を聞いたからで、その大腸の旦那でさえマスさんの顔は見たくもねえと言っている、などという程度のことしか、 聞くことはできなかった。あだ名のアヒルというのは、彼はひどいガニ股で、体を左右に揺さぶりながら歩く格好が証明していた。そういうわけで、マッさんのことは、平次郎の問わず語りでしか聞けなかったのであるが、それはおよそ次のようなものであった。マッさんは、ごく若い時から乱暴者で、信じられないほど力が強かった。 十七歳の時、米俵を左右の手に一票ずつ持ったままで、中堀から蒸気がしまで息もつかずに走り通したそうである。処分は短期で飽きっぽく、酒を飲むと喧嘩せずにはいられないし、喧嘩をすれば決まった幾人かに怪我をさせた。小学校も三年きりしか行かなかったが、それは勉強ができなかっただけでなく、 先生に何か言われるとすぐ逆上したようになって、先生を殴りつけたり、教室にあるものを打ち壊したりするからで、先生たちは競技を重ねた結果、葛飾の方の小学校へ転校させた。往復の船賃は学校で負担するという条件さえついたそうであるが、これは義務教育という国家制度の形式を整えたまでのことで、 カツシカの小学校へ責任を転嫁したわけである。マッサンがカツシカまで通学するはずはないし、そのまま学校へ行かないことが、私学関係に限出された場合でも、裏和ス校の責任は問われないだろう、という深い資料によるものであった。マッサンはそれっきり学校を辞めたが、通学の船賃だけはもらった。そこの関係はよくわからないが、 とにかく、六年の卒業期まで、船賃だけは、きちんと取り立てたものだ。と、平次郎は、自分のことのように証言した。短期で飽きっぽい彼は、次々と仕事を変えながら、どんな仕事も一年とは続かず、一年か二年おきくらいに、家を飛び出すようになった。どこで何をしていたのかわからないが、長平検査の時も所在不明で、 憲兵隊との間にいろいろ面倒なことがあった。一年遅れて検査を受けたとき、背丈が規定の寸法に足りないため兵役を免れたが、徴兵官は口惜しさのあまり油汗を流し、こういう人間を取らないで、どんな人間を取るんだ、と言ったそうである。マッんはは十三の年に結婚した。 相手は海の缶詰工場で働いていた娘で、名は君野。年は十八歳であった。東北の生まれであるが、両親に死なれたので、裏カスにいる遠い親類が引き取ったのだという。その親類は漁師をしていて、子供が八人もいたため、君野も十二の年から働かなければならなかったし、また家族の人たちにもあまり厚遇されず、 マッサンとの結婚も本人は知らなかった。マッサンが一円紙幣を5枚見せたら、これからすぐにでも連れて行ってくれ、と言ったそうである。あのおかは、それを聞くと、肝を潰して飛び出しちまっただ、と平次郎は言った。何しろお姉さん、村一番の乱暴者で、鼻つまみだったからね。みんなはきっと死ぬ気だべえって。 えれえ騒ぎをしたもんだよ。君のはどこかの警察に捕まって保護され、マッサンが行って引き取ってきた。二人の結婚生活は、ごく平凡に過ぎていった。結婚してからも、君のは大腸の工場へ通っていたし、マッサンも、なんとなく大腸へ出入りをして、雑液のようなことをしたり、旦那が寮に行くときはももした。 平凡な結婚生活は三年ほど続いた。無論その間にも、マッサんの行情は変わらなかった。酒を飲むと暴れるし、誰かと口論をしたり、殴り合いをしたりしない日はなかった。ある時、大腸の工場の方の支配人が、お前のような奴はもうクビだ、と怒った。マッサんは鼻の先で笑った。冗談を言いなさんなって。 マスさんは、エヘラ笑いをしたってえだ。と、平次郎は言った。オラ好きで大腸の仕事に来ているんで、雇われてるわけじゃあねえ。雇われてもいねえものを、首にできるかってよ。そこで支配人は、旦那にそのことを告げた。すると旦那は、あいつは俺の命の恩人だから、好きなようにさせておけ、と言った。命の恩人とは、どういうわけなのか。 旦那はその理由を言わなかったが、支配人は引き下がるより仕方がなかった。そんなことのあった前後から、マッサンの女房いじめが始まった。結婚の話が出た時、どうして逃げたのか、というのが手を挙げるきっかけであった。他に男がいたのだろう。正直に言ってしまえ。そうあめきながら殴ったり蹴ったりする。君のは、 ただ、謝るだけであった。逃げたのは、わけもなく怖かったからで、もちろん男などはいなかった。それは誰でも知っているし、お前さんもよく承知しているはずだ。逃げたのは悪かったから謝る。どうか勘弁しておくれ。と、謝るだけであった。どんなにひどい目に遭わされても、決して大きな声を出したり、身を守るとか、逃げるなどということはしない。 両手で頭を抱え、足を縮めて、マッさんのするままになっていた。ほら、隣にいただよ。と、平次郎は言った。今でも隣だが、その自分も隣にいたからよく知ってるだ。幾度か止めに行ったこともあった。何しろ、殴ったり蹴ったりする音が、つつ抜けに聞こえるだからね。だが、平次郎は止めに行くことをよした。止めに行くと、 帰ってマッサンは逆上し、俺に赤恥をかかせたと言って、もっとひどく君のに暴力を振るうからである。君のは体にいつもあざの絶え間がないため、戦闘に行くことができず、冬でも狭い勝手で行髄を使っていた、ということであった。その頃からまた、マッサンの尻尾癖もぶり返した。何も言わずに、ひょいといなくなったまま、 時には半年、時には二年くらいも帰っても来ず、手紙もよこさないのである。帰ってくるのも、全く突然であった。まるで、朝出かけた者が、夕方に帰ってきた、といった様子で、家へ入るなに、君のがいれば、飯、とか、酒、とか言う。君のが工場に出ている時だと、山崎屋という酒屋で立ち飲みをしていて、君のに、 ゼニを持ってこい、と、使いを出すという具合であった。夫婦には子供がなかった。マスさんが道楽の挙句悪い病気にかかって、そのため子が生まれないのだ、と言われたが、君の自身は、それだけがせめてもの儲け物だと、平次郎の神さんに言っていたそうである。こういう生活が二十年以上も続いた。 そうしてマッさんが十五歳の年というのは、平次郎と同年だから、はっきり覚えているのだそうだが、一年ばかり出奔していたマッさんが、帰ってくるといきなり、君のを殴ったり蹴ったりした。帰ってきて、家へ入ると、いきなり始めたのであった。留守の間に男を作った。ちゃんと聞いてきたというのが理由で、一度途中で焼酎を買いにやり、 それを飲んでから、また始めた。あんまりひでんでよ。おら、聞いていられなかった。と、平次郎は言った。もう夜の十時くれいだったが、おっかいやがきを連れて、外へ出ちまっただ。うちのおっかは、駐在へとろけべえって言っただよ。そんなことをしてみろ。あとが恐ろしいだぞって言って、おらたちは、蒸気菓子まで行って、 一時間くれもブラブラしてえただ。彼らが家へ帰ってみると、隣の騒ぎはもう静まっていた。平次郎は、マッさんが君のを殺してしまったのかもしれない、と思って、ガタガタと体が震えた。ところが、不思議なことに、その夜限り、マッさんが別人のようにおとなしくなった。君のは、殺されはしなかった。 明る朝そっと、平次郎の家の勝手口へ来て、すまないが、お米を少し貸してくれ、と言った。目の周りに青あざができてい,い、顔全体が腫れ上がり、片方の足を痛そうに引きずっていた。後で分かったのだが、君のはその時、左の足の骨を折っていたので、隣とはいえ、よく歩いてこられたものだと、医者が言ったそうである。 足の骨折で、君野は工場へ勤めに行けなくなった。医者が呼ばれてきた時は、折れた骨の間に肉が食い込んでいて、手術をしてもどうにもならないと診断された。医学的にどういう症状なのか、詳しいことはわからないが、それ以来、君野は家でやれる内職を始めた。土地が土地だから、内職といってもそう多くはない。 漁師の仕事着であるボッタとか赤ん坊の着物など簡単な縫い物を安く引き受けるぐらいがせいぜいであった。ボッタとは歯切れを縫い合わせるものでボロ布と歯切れさえあれば誰にでもできるものであり、しかしどこの家でも主婦はそれぞれ稼ぎ口があるので縫い賃が安ければ他人に頼む方が経済的には有利だったのである。 マッサンはまた大腸へ通い出した。もう若旦那の代になっていて、若旦那といっても年は四十絡みだったが、亡くなった大旦那から聞いていたのだろう。若旦那も鉄砲打ちが好きで、その季節になって寮に出かけるとき、マッサンにお供を命じたが、マッサンはその度に断り、どうしても一緒には行かなかった。 それについて、マッサンは一度だけ、大旦那の時に、大きなしくじりをやらがしたから、と、漏らしたそうである。かつて大旦那はマッサンのことを、命の恩人と言った。マッサンが、大きなしくじりと言ったのは、その時のことを指すらしい。二つの言葉は、まるで反対だったし、実際に何があったかは、わからずじまいだったが、若旦那も強いて、 友をさせようとはしなかった。相変わらず酒は飲むけれども、マッサンは決して主乱にはならなかったし、喧嘩などもしなかった。大腸の工場で雑役のようなことをやっているうちに、大腸の若旦那の口利きで漁業組合へ勤めるようになった。もちろん妻に乱暴するなどということはない。君のは、 完全なビッコになったため、水汲みや薪作り、買い物などはマッサンが引き受けた。そればかりか前に記したように、戦闘へ背負って行くようにさえなった。人間が女んなに変われるものかどうか、おらもう自分が馬鹿にでもなったように玉毛毛もんだ。と、平次郎は言った。それでな、ある時おら、マッサンに聞いてみただよ。 おめえも随分変わったもんだ。まるで、マッサンじゃねえみてえだぜってよう。すると、マッサンは平払いをして、こう言っただよ。平次郎は続けた。東の養魚場の旦那んとこで、にわたりを五十羽もかったことがあった。その時旦那が、面取りにアヒルの卵を抱かしてみた。その卵はけえって、他のひよこと一緒に育ったが、アヒルの子は、 アヒルだべえさ。ちょっと育つと、幼魚場の池の中へへえって泳ぎ出したが、面取りだの他のひよっこはびっくらしたんべがねえ。アヒルの子はいつかきっとアヒルになるだよ。今のオラが本当のオラだようになあよ。平次郎老人の話は以上のようなものであった。私は天鉄でマッサンを見かけるたびに、 だんだんと親しい気分になり、ちょっと懐に余裕があると、ビール一本とか、酒一本ぐらいをおごったりした。マッさんは悪く遠慮せず、素直に喜んで受け、自分の皿にある天ぷらをつまんでくれ、と言って進めたりした。例のハゼやキスや、目ごちや車エビなどの、頭と尻尾と骨だけの天ぷらである。 その時私が食べていたら、林ふさおの逆説などには乗らなかったろうと思うが、私はどうしても橋を出す気にはならなかった。こういう風にして、親しく口を聞くようになってから、私は彼に向かって、おかみさんを背負って戦闘へ行くのは大変だろうが、見ている者にとっては誠に心を温まるものだ、というような惨事を述べた。 するとマッさんは一時目を伏せ、銀色の短くて太い素毛の生えた頭を、かすかに左右へ振りながら長い吐息をした。つまらねえ、あんなことくれ、なんでもねえだよ。と、マッさんは言った。このオラがおっかあにしたことに比べれば、あんなことくれ、ハエの頭みてえなもんだ。先生は知るめえがね。 マスさんは続けていった。お母をびっこにしたな、このオラだ。オラがこの手でやったこった。この手で、お母の髪の毛を掴んで、うちの中中引きずり回し、殴ったり、蹴ったりした。まるっきり吉げになっていただな。足を上げて踏んづけたら、お母のすねの骨が折れちまっただよ。私は黙って聞いていながら、それは多分、 平次郎が妻子を連れて、蒸気菓子へ逃げ出したという、あの晩のことだな、と思った。おら、骨を折ったとは知らなかったな、と、マさんは続けていた。ただ、お母の奴が、妙な声を出したんで、ひょいと手を引いた。すると、お母が倒れたまま、ほらのことを、じっと見上げながら言ったら、どうか、殺さねえでくれってよ。 マッサンは、恥ずかしそうに目をしばしばさせ、右手で銀色の武将髭の伸びた顎をさすった。どうか、殺さないで送られって。と、マッサンは、少し間を置いていった。オラを見た目つきと、そういうのを聞いたとき、オラはそれまでに自分のしてきたことを、洗いざらい、いっぺんに見せられたような気がしただ。何もかんもいっぺんに言おう。 まさか、嘘かとも思うかもしれねえが、おら、その時、男な気に泣いちまっただよ。ガキみてえになあよ。私は、嘘だなどとは思わなかった。嘘どころではない。私には、マッサンを見上げた最女の目つきや、その愛想の声が、現実に聞こえるように思えたくらいであった。私の懐に、そう余裕はなかったが、 まっさんにもう一本、酒をおごらずにはいられなかった。合い引き。私は青べかを三つ入りへこぎ入れ、川柳の茂っている土手の影のところで止めて、船を釣りにかかった。そこは沖の百万坪の端に近く、土手の上を通る人もほとんどない。晩秋の午後の日が暖かく、 そよ風も吹かず、水路の水は眠ったように静かで、澄み上がった空と雲とをはっきり映していた。例によって釣りの腕前は知れているから、小さな金庫と称する船を三尾に、柳っぱやを五尾ほど上げると、それで食いが止まってしまった。場所を移して釣るほどの気持ちもなかったし、火の暖かさと周囲の静かさが気に入ったので、 私は青べかの中で横になり、体を楽にして、持ってきた本を読み始めた。本を読み始めはしたが、いくらも読み進まないうちに眠くなり、日の光を避けるために、ちょっと顔へ本を伏せたと思ったが、そのまま眠ってしまったらしい。どのくらい経ってからだろう。目を覚ますと、すぐ近くで、人の話す声が聞こえた。 私は起き直って本を閉じ、釣りざおを上げて帰り自宅にかかったが、ふとその話し声に引きつけられて手を止めた。よ、いいじゃねえかよ、なあ。と、若々しい男の声が何かをせがんでいた。なあってば、なんでもありゃ死ねえだからよ。よしな、まあ。と、女の拒む声がした。ほら、そんなこと知らねえもの。ええ、よせってば。 悪いことすんなら、おら、ケールだ。徳姉が病気になっただってと、男の声が言った。昨日、ケールって来たって本当かよ。おら、死んね。うん、知ってる。女の声は少しわらいだ。流産してっから、ベ倍が悪いだって。しばらくうちで養生するような話だっけだ。嫌になっちゃう。何がよ。女がよ。お産だの、流産だのって。 苦しい目に遭うのはいつも女だ。ヒン。確かにその時女はヒンという声を出した。あ、はあ、嫌だ。と女の声は続けた。世の中に男ってものがいっから女が苦しむだ。男なんかみんないなくなればいいだ。女だって苦しむだけじゃねえだよ。と男が言った。そうじゃねえだよ。どうやら彼には反論が見つからないと見え。 また話を変えた。中堀の三男が足をくじいたってことを知ってっか知ってなくってさ、三男は。よしな、まあ、いけすかね。言ってえな。そんなことしなくてもいいじゃねえか。ひわむし、何さ、こんくれえなこと。言ってえってば。そこでちょっと声が途絶え、口笛のような妙な声が聞こえた。何の音かはすぐに分かった。 すすきの葉を横にして唇に当て、中ぐらいの息で吹くのである。草笛とは違うが、単純な田舎めいた先進音が出るのだ。恋を誘いかけている若者にしては、子供っぽいことをするな、と私は思った。女がそんなことを喜ぶはずはない。まもなく、あ,ああ、あ、と、女が退屈の声を上げ、男はすすき笛をやめた。 おめえさっき、女ばっかり苦しい目に遭うって言ったっけが、と、男が言った。それがわかっていて、どうして嫁に行く女が耐えねえだえ嫁に行く命にだって、男をこしらえる女は、数えきれねえくれえいいんじゃねえか。そりゃあみんな、男が悪いからさ。男がうめえこと言って騙すから、つい本気になって苦しい目に遭っちまうだ。昔から、いつも男が悪いために。 りょうは、新しいべかねを買っただな。と、男が言った。元のべかねは、じいさまの代からのもんで、裏かすいちのぶっくれねだっけだが。男は次に、散髪屋で、湯沸かし器を買ったことや、消防組の組員の変わったことや、どこそこの誰かが、どこそこへ行ったとか、その場の空気とは全く無縁な話を、続けさまに、りもなく並べた。そうして、 女が聞きくたびれたと思われる頃、また急に恋の口説きに戻った。女が騙されるって言うけれど、そりゃ男が騙すんじゃねえ。女が騙されるようにできてんからだべ。女がどうできてるって女の体には男と違った危機形があるんだ。と男が言った。どんな危機形だっていつも使ってるか、油をさして掃除をしなけりゃ錆びちまう。 女の機械だってほっとけば、錆びついて、使い物にならなくなるだ。だから、だから錆びねえように、騙されるって言うのけヒン。ひんと、女が言い返した。今度も間違いなく、ヒンと聞こえ、女はさらに続けた。錆びねえように、真正に掃除のできる機械を持ってる男がいたら、お目にかかりてえよ。恋の囁きにしては、あまりに率直すぎると、読者の中には、 疑惑を抱く、向きもあろうかと思うが、彼女が率直すぎることよりも、むしろるカスでは、こんなに根気よく、恋の誘いかけをすることの方が稀なのである。その時私は、男の成功法に対して、敬意を感じた。試してみっかと、男が言った。魔帳、まあ、に掃除ができねえかできっか、試してみねえじゃわかりゃしねえや。よせってば、まあ。言って、 おいて、ひどいことすんな、まあ嫌なことすっからよ。一緒爪が生えてんのと、男が言った。よしこは、小指の爪を、いつも伸ばしてんだな。こんなにも長くよ。どういうつもりだかさ。それからデンナー子が、蛇を食ったとか、東の養魚場で、池の上一面に網をかけ、それはカラスや飛びを防ぐためだが、 養魚池は三千坪もあるから、弥だと言っても安い金ではあるまい。などという話をした。あ、はあ、聞きたくもね。と、女がやがてあくびをして遮った。そんな話するためにわざわざこんな時計、オラを呼んだだかいそんなって、医師がオラの言うこと聞いてくんねえじゃねえかいそれでそうやって喋ってるだかと、女が言った。そうやって喋るだけ喋ってれば。 今にオラの方から手でも出すと思ってるだかえひん、つまんね。オラ、この気持ちを知ってもらいたかっただよ。オラの本当の気持ちをよ。三髪屋の湯ばかしだの、養魚池の網だのでけああ、と、女が言った。オラ、ケールべ。男が慌てて女を呼び止めたが、女は返事もしずに土手へ上がってき、そのままさっさと寝戸川の方へ歩み去った。 私が川柳の影から見ると、それはまだへこ帯を占めている十五か十六くらいの少女であった。男はもそもそと少女の後を不決断に追っていったが、その男は二十五か六で、缶詰工場の行員のように感じられた。彼はおそらくよその生まれであって、この土地での恋のやり方を知らなかったのであろう。それとも気が弱いだけだったのか。 いずれにせよ、少女が怒って帰ったのは、男が相引きの目的に対して勇敢でなかったからに相違ない。私は、そんなことを考えながら、帰り自宅にかかった。毒を飲むと苦しい。私が晩飯の後、一人で酒をすすっていると、窓の障子を外から開けて、着せ川の英子が覗いた。 正に先生の影が映ってたのよ。と、英子が言った。ほら、景気がいいじゃない。上がらしてもらうわよ。私は、隠し損ねた一生瓶に向かって、顔をしかめてみせた。それは高品さんからもらったものであった。全く酒の飲めない高品さんが、どこかから何かの祝いで、一生瓶を三本送られ、二本は路端の客用にしたが、一本を、 私にくれたのであった。私もその頃はまだ初心級で、一度に二号とは飲めないくせに、飲みたくなった時には一号買いをするという経済状態だったから、一生瓶が手元にあるということは、その豊かさと幸福感の心理的効果だけでも計り知れないものがあった。そこへ、英子が現れたのである。稀瀬川というのは小料理屋で、 これは幾度も記したようにごったく屋と呼ばれ、料理や酒よりも女中たちによる特殊サービスを本業としている店であり、英子もその一人であったが、典型的な一人という方がよりわかりやすいと思う。彼女は表から上がってくると、小さな安物のチャランスを開けたり、その間休みなしに喋り続けながら、 たちまちのうちに前後しらいをしてしまった。私は机に向かって自分で釣ったハゼの荷たしの小皿を脇に本を読みながら飲んでいたのであるが、こうなっては栄子に逆らっても無駄と思い、その折りたたみの古ぼけた前の前へ座り直した。栄子は、部やの方が後まで聞いていい、と言い、一生瓶から直に湯呑みへ酒をついだ。 私はそれを見て自分の感度くりだけは確保しなければならないと決意し、それを自分の前へしっかりと据えた。英子は景気の悪い日が半月も続くことを嘆き、これは世間の男どもに解消がないためであるとなのしり、こう見えても私は江戸っ子であると山形か福島あたりのまりで言った。 私がここで、福島か山形あたりの鉛だというのは、木瀬川にいる他の二人の女性から聞いたので、私自身にはどこの鉛か全く不明であったが、A 子の言うように、東京の真ん中の神楽子の言葉でないことだけは確かであった。私、心中したことがあるのよ、先生。と、A 子は言った。飲ましてね。もう何杯も飲んでいるのである。 私が質問すると、A 子は湯呑みの淵を舐めた。熱い上に、信じがたいほど長い舌であった。そうじゃないよ。松の屋の母さんに聞いてみなさい。私が松の屋に行った時のことだから、よく知ってるよ。と、A 子は言った。その話をすっからさ。寝床川邸から何か取ろうよ。ねえ、ケーキつけちゃおうよ、先生。私が答えると、A 子は舌打ちをし、 下唇を突き出しながら湯呑みへ酒をついだ。どっかも不景気なんだね。やんなっちゃう。こんなだと、いっそまた心中したくなっちゃうわ。と、英子は言った。騎士眼と心中したのも、ちょうどこんなてえな不景気の続いた時だよ。話しちゃおうかえ、先生こういう場合には、私は無関心を装うことにしている。この種の女性たちは、一様に虚言壁を持っていて、 その身の上話のくぶくりんまでは作りごとであり、読んだ小説か母物映画のバリエーションと決まっていた。ところが、こちらで興味を示さず、聞きたくない風を装っていると、約30%ぐらいの割合で、本当の身の上を語り出すことがあった。私は気乗りのしない口ぶりで質問し、英子は肩を揺さぶった。先生も、わかりきったこと聞くわね。 この通りあたいは生きてるよ。と、えいこは言った。飲ましてね。私は黙って、自分の酒をすずった。はたい、パーッとしたことが好きなのよ。と、えいこは言った。飯だって、鬼の牙みたいにパリッと炊いたのをさ、たくあんかなんかで、ザクザク茶漬けにしてか囲むのが好きさ。やばっこい飯だの、おじやなんぞ大っ嫌いさ。 だからパーっと心中しちゃう気になったのよ。私はまた、冷ややかに聞いた。ああ、そのことか。ふふん。と、A 子は鼻へ抜ける、妙な笑い方をした。わかってるじゃないの。あたいこうしてここに生きてるんだもの。死ぬくらい心中しちゃったら、生きられやしないでしょ。しっかりしてよ、先生。私はしっかりして、口をつぐんだ。A 子は話し出した。 その出来事は5年前の10月だったという。相手の男は騎士丸と呼ばれ、華やかな病気専門の売役で名高い、峰岸や何菓子という店の外交員であった。騎士丸の騎士は、本舗の峰岸の一字であり、ガンちゃんというのが男の名であるが、ガンとはどういう字を書くのか、また、ガン太郎であるか、ガン像であるのか、英子は全く知らなかった。 あとで私がその点を正すと、栄子はうるさそうに言った。心中するんだからって、名前を知ってなくちゃならないってもんじゃないでしょ気流届をするんじゃなしさ。つまんないとこへ水をささないでよ。騎士眼とは半年ほどの馴染みだったという。年は28だと言っているが、栄子の見たところでは32歳より下ではなかった。たくましく日焼けの下。 苦み走ったいい男であり、栄子の馴染みと決まった時には、裏カス中のごったく屋の女たちみんなが、嫉妬のあまり、焼きクソ見たいようになったそうである。騎士眼は赤いオートバイでやってきた。天名を派手に白抜きで書いた車で、ガスをひる時の音が素敵だった。と、栄子は言った。排気音のことを指すらしい。私は危なく笑いそうになり、 先にむせたようなふりをしてごまかした。騎士眼は金遣いが上手だった。来るとまず商売を片付け、堀東のおでん屋で酒を飲み、そこから栄子を呼ぶ。松の屋は堀南だが、歩いて5分とはかからない。ごったく屋の習慣として、よその店から女を呼ぶと、一時間何がしかの玉台を取られるが、女にとっては一種の誇りになる。 つまり、玉代を払っても、早く会いたいほど深い仲だ、と思われるのだそうで、騎士眼はそういう女の気持ちをよく知っていた、ということであった。半年余り経ったある夜、騎士眼は直に松野へ現れた。あのガスをひる素敵な音も聞こえなかったし、着物姿で素足に古びたセッターを履いていた。聞いてみると、 オートバイではなく、バスで来たのだそうで、いつかも腹下しをした後のように、げっそりとしていた。そして二人っきりになり、一本の酒も飲み終わらないうちに、俺と一緒に死んでくれ、と言い出した。はじめに士眼の顔を見たとき、破体ははーんって思ったわ。そして死んでくれって言われて、または,はーんって思ったのよ。と、英子はそろそろ酔い出した口ぶりで言った。 飲ましてね。騎士眼は、店の金を五百も使い込んだのであった。彼には妻もあり、子供が三人もいたが、英子のことが頭に来て、つい知らず、店の金に手をつけた。はじめは五か十くらいで、それは集金の操作でうまくうまじくなったが、十が十五となり、十八となるうち、ますます英子に熱が上がり、ここが男の店所だと、 すっかり太っ腹になってしまった。そうしてついに、その金額が500という高額に達し、支配人に発見されて返済を迫られた。金を返さなければ訴える。支配人は7幾歳にもなるのに、まだ頭の毛が真っ黒で、青年のようにふさふさしていたし、眉毛も黒く、幅が3ミリもあるかと思われるほど太かったが、 その太くて濃い眉毛をピクピクさせながら、優しい声でそう言い渡した。騎士眼は駆けずり回ったが、借りられる額はせいぜい200で、あとの300はどうにもひねり出しようがない。支配人は全額を要求するし、できなければ手が後ろへ回る。それでは妻子にも世間にも顔向けがならない上に、片時も英子と離れては生きられないから。 いっそ、二人で死ぬ決心をした。と言ったそうである。ハたいは、はーんと思ったよ。来たなって思っちゃったよ。ははーん、来たなってさ。わかるでしょ、先生。と、えいこが言った。私が答えると、えいこは鼻で笑った。わかんないかな。ハたいの体だよ。と、えいこは動物的に張り切った胸を叩いてみせた。 そんなこと言えば、あたいがくしゃっと参ってさ、暗えしてでも三百ぐらいのお金はこさえるだろうって、見当をつけてきたんさ。子供ましだよ、まったく。その時は英子自身も不景気で、ニッチもサッチも行かない状態だった。雑貨屋や銭湯にまで借りがたまっていたから、そのわけを話して、一緒に死にましょうと答えた。彼女たちの間では、 心中という言葉は愛情の極致を示すものであり、誰でも一生に一度はやってみたいと憧れるものだ、と英子は言った。騎士団は思い詰めたような顔をしたそうで、それなら催眠薬の強いのを持ってくるから、それを飲んで死ぬことにしよう。明後日の晩に来るが心変わりをしないように、と言った。英子は催眠薬なら、 自分がドイツ製のを持っている。あんたはあんたの分だけ持ってくればいい。と答えた。そんなものをどうして持っているんだ前に自分の友達が自殺した時、残りを隠しておいたのだ。ドイツ製のんという薬だ忘れたけれども白い粉薬で一服飲むと死ねるのだ。そんな問答をしてその夜は別れた。多分来やしまいと思ったわ。 でも、念のためだと思って、薬だけこしらえておいたのよ。と、A 子は言った。母さんが、頭痛薬のノーポンを飲んでたでしょそれを一服湿気しちゃって、それにメリケンコを少し混ぜたの。ノーポンって薬は、白くってガラスを粉にしたみたいにキラキラ光るのよ。それがメリケンコと混ざったものだから、とっても強い催眠薬みたいに見えたのよ。 私が質問すると、エイコは片方の肩をピクンと突き上げた。そんなことわかりきってるじゃないの。破体は仮がほうぼうにたまってるでしょだから真入したってことになれば、みんな同情して、そんなようなわけなら、貸しは待ってやろうってことになるわよ。と、エイコは言った。そうでしょ要するに、偽装真入を企んだのである。エイコは騎士眼が,が、 来ないかもしれないと思ったが、騎士眼は約束通りやってきた。彼はサラシモメンの肌ジュと白いサルマタを見せ、死に装束だという意味のことを言ったそうである。ジュもサルマタも寄製品で、一と五十くらい出せばどこでも売っている品物だそうであった。来たのは九時頃かしら。ずっと不景気が続いた時で、うちには一合の酒もないのよ。 えいこは言った。騎士眼にそう言ったら、今夜は心中する番だから、少し都合してきたって、一円札を三枚も出したじゃないの。はたい、やっぱり大川に水耐えずだなって思っちゃったわ。彼女は自分が酒と魚を買いに行った。一と二重で酒を一生買い、零点三重で干物とうぐいす豆と、干物とうぐいす豆と佃煮を買い、 残りは母さんに渡した。すると母さんはいつに行って、騎士眼のことを、服の神だね、と言ったそうである。それから二人で飲み出したんだけれど、これから心中しようっていう場合でしょいくら飲んだって予やしないわ。英子は、お首をして続けた。いろいろ思い出話をしたり、親兄弟のことや、お互いに運の悪い生まれつきのことなんか話し合ったでしょ 二人ともすっかり身につまされちゃってさ、しまいには抱き合って泣いちゃったわ。十一時に店を閉めた。他には客が一人もなく、母さん夫婦も女たちも寝ついた。そこで騎士が、やろうと言い出した。十二時過ぎた頃で、英子はもう少しその気分に浸っていたかった。これで心中するのかと思うと、酒の酔いとは全く違った。 何と言っていいかわからない酔い心地と、止めようとしても止まらない甘い涙とが、そのまま終わるには、いかにも残り惜しかったのである。騎士眼は、さすが男のことで、こんな話をすればするほど未練な気持ちが起こる。この辺で、決まりをつけようと主張し、持ってきた催眠薬を出した。そこで英子も諦め、こしらえておいた薬を、ハンドバッグの中から取り出した。 その時になってふと、見せろと言われはしないかと心配した。何しろ男は、薬品の外交をやっていたのだから、見られたらバレるに違いないからである。しかし、騎士眼は何も言わず、湯飲みに水をついで自分から先に飲んだ。英子も、負けてはいられないと、同じ湯飲みに水をついで薬を飲んだ。それから寝床へ横になって抱き合って、また散々泣いたわ。 英子は言った。あとは話せなくってもわかるでしょ心中する人間は死ぬ前に一生分も楽しむって。あれは本当よ。はたい、小村帰りを起こしちゃったわ。先生ったら飲ましてよ。いつか眠ってしまったらしい。変な声で目を覚ますと、騎士眼が苦しんでいた。大の字なりに伸びたまま、しきりに月風をしていた。英子ははっきり目が覚め、すると、 恐ろしさと苦しさとで羽をきた。果たし、侵入したんだと気がついたら、胸の奥のところが焼けるように苦しいの。騎士眼は伸びたまま、月風をしているでしょう大変だと思ったらとは夢中で、裸足のまま、駐在所へ駆け込んじゃったわ。私が問いかけると、エイコは哀れむような目で私を眺めた。毒を飲めば苦しいに決まってるじゃないの。 わからずやだな、先生は。と、英子は言った。それは本当は、ノーポンとメリケンコを混ぜただけだけどさ。人間は気持ちのもんでしょ人間ってものは気持ちのもんなの。わかって私は自分の酒をすすった。若い巡査は老媒した。同僚を起こし、文書に電話をかけ、医者のところへ走った。医者が来たとき、 英子は苦しさのあまり胸をかきむしったり、叫び声を上げながらのたうったりしていた。すぐに白い泥水のようなものを飲まされて、無理やり口へゴム管を入れられ、ポンプ見たような機械で胃の中のものを吸い出された。それを三回ほど繰り返されたが、死ぬかと思うほど苦しくって、医者の手首へ噛みついたそうである。この間に巡査の一人は松の屋へ臨検に行った。 うちでは何も知らず、みんなのんきに寝ていたが、巡査に叩き起こされ、訳を聞いて仰天し、巡査と一緒に騎士丸の様子を見に行った。ところが寝床は空っぽで、騎士丸の姿は見えない。彼の草履もなくなっているので、苦しさのあまり外へ出て行ったのだろう、ということになった。そこで消防組員が起こされ、ちょうちんがつけられ、手分けをして探しにかかると、 蒸気菓子の三橋の端,の端のところに、揃えて脱ぎ捨ててある草履が発見された。英子は病院へ移されていて、詳しいことは知らなかったが、騎士岩は水投げをしたにそういないという結論に達し、重育配かのべか船が根の川へこぎ出された。騎士岩は、見つからなかった。死体は海へ流されたのだろう。数日にわたって海を捜索された。 この間に警察電話で連絡し、彼の勤めている薬品商店へ事故を知らせたが、店ではもう解雇したと要し、住所を調べると移転した後で移転先は不明だということであった。英子は警察で尋問されたとき、無理心中をされた、と答えた。そこが彼女の知恵のあるところだと自慢したが、知らずに毒を飲まされたといえば、 騎士眼が,が死んでも自分は罪にならないのだそうで、二週間ばかり留置場へ入れられただけで釈放された。田舎のことではあるし、時代ものんびりしていたので、A 子の胃から吸い出した毒薬は別に調べられもせず、騎士眼の死体は発見されないままに、松の屋の真珠という評判だけが残り、そのため、一頃の栄子は裏カス中の人気を、 独り占めにしたそうであった。彼女は紙に、騎士眼様、と書いて、それを威灰と見立て、世間で人気の湧いている間は、欠かさず線香をあげていた。だが、人気などというものは儚いもので、五六十日も経つと、もう誰もその話をしなくなり、みんな、そんなことがあったかしら、といったような顔をするようになった。ここまではいいんだけどさ 聞いてるの、先生。と、A 子が言った。私は答えて、自分の酒をすすった。そんな気のない顔をしないでよ。これから悔しい話になるんだから。と、A 子は酒を煽ってむせ。咳込みながら、二つも三つもくしゃみをし、涙と水花を垂らし、それを浅草髪で乱暴に拭いてから。こんちくしょう。と、怒鳴った。二つ以上くしゃみをしたときには、 そう言わないと、風邪をひくのだそうである。英子はなお咳をして、喉の調子を整えてから言った。悔しいじゃないの、士眼のやつ、生きてたのよ。話の様子で、私もそんなことではないかと想像していたが、無論口には出さなかった。それから、丸一年経ったある日、 堀東のおでん屋へ一人の男が飲みに入った。くたびれた背広を着、カバンを持ち、鳥打ち棒をかぶっていた。夕方のことで、漁師や船頭が四五人飲んでいたけれども、誰もその男に注意するものはなかった。見慣れないよそ者が来るのは常のことだし、自分たちに利害関係のない限り、そんなものに気を取られるような習慣はなかったからだ。 男は鳥打ち棒のひさしを引き下げ、顔を隠すようにして飲んでいたが、やがて隣にいた仙道の一人に話しかけた。去年この土地で心中事件があったそうだが、と聞いたのである。聞かれた仙道は首を振った。知らないのではなく、すっかり忘れてしまったらしい。すると男は薬きになった。松の屋の女ですよ。 男は言った。ごったく屋の松の屋の女で、名前は確か、おえいとか、ええことか聞きましたがね。ええ、確か、薬の外交員と侵入したとかって。その話を、漁師の一人が聞きとがめた。そして、その男の顔を、ひそかに覗いてみると、びっくりして駐在所へ走っていった。去年とは巡査が変わっていたけれども、侵入事件は知っていたらしく、 すぐに飛んできて男を捕まえた。お前は騎士眼じゃないかと、巡査が聞いた。ここに商人がいる。そう言ってもダメだぞ。どうだへ,へへ。と、騎士眼はうなだれた。私はその騎士眼でございます。騎士眼は駐在所へ連行され、英子も呼び出された。その時英子は木瀬川へ移っていたが、駐在所へ行って、 そこに騎士眼のいるのを見たときは、肝がつぶれて、すぐには口がきけなかった。はあんた、生きてたのと、英子が言った。お前、生きてたのかと、騎士眼が,が言った。それから取り調べが始まり、騎士眼はすぐに兜を脱いだ。英子は、騎士眼の告白を聞くと、カッと頭へ血が上って、騎士眼にむしゃぶりつき、平手打ちをくれたり蹴ったり。 引っかいたり噛みついたりした。止めに入った巡査にも噛みついたし、駐在所の窓ガラスも一枚砕いたそうであった。その巡査までが同類みたいに思えたのよ。と、英子が言った。先生の前で言っちゃなんだけどさ、男なんてみんな毛玉のろくでなしのペテン師だよ。私が聞き返すと、英子は顔をしかめながら首を振り、 大きなおびを三つもした。何を怒ったかって、聞くまでもないでしょ騎士眼のやつ、強い催眠薬だなんて言って、本当はジュースを飲んだんですってよあんまり人を馬鹿にしてるじゃない。英子はその時の怒りが、まだ収まらないとでもいいたげに呼吸を荒くした。こっちはおかげで、いい笑いものにされちゃったわ。バカバカしい。腹が立つったらありゃしない。 私は笑いを噛み殺して、また聞いた。そんなこと言えるもんですかよ。と、英子は不機嫌に答えた。こっちは本当に毒を飲んだことになってたし、医者の手当てまで受けてるんですもの。嘘だったなんて言えば、詐欺罪にされるかもしれないじゃないの。現に騎士官のやつは、駐在所から文書へ、そして本書まで回されて、何十日か豚箱へ入れられた上、 いくらとか罰金を払わされたっていう話よ。人を騙した罰ね。いい君だわ。酒がすっかりなくなると、A 子はサバサバした様子で、鼻歌を歌いながら、帰って行った。残酷な草話。堀の南の洋食屋四丁目で、東浦バス会社の会計主任が、 三人の運転手にビールをおごりながら話していた。彼は三十二歳くらいで、名は杉田春といい、周囲の人たちに春さんと呼ばれ、誠実さと頭の良さとで大層敬愛されていた。細表で色が土地のものにしては白く、濃い眉毛にも嫌味はないし、真っ白で丈夫そうな歯を見せて、笑いながら話す口ぶりは静かで考え深く、 自分で納得のいかないことでもすぐには反対しない。よく検討し、確かめてみた後で、どうもお月にゃ、うさぎは住んでねえようだな。と、答えるということであった。おらは、看護兵だっただ。と、春さんは、バスの運転手たちに話していた。だらの名の兵は、看護卒と言ってたようだっけだが。やっぱりの、と、運転手の一人が言った。 頭がよくのぶっちゃう、看護兵にはなれねえ手だが、ハルさんはその自分から違ってただ。なぜそんなこともねえさ。他の二人が同意を表する前にハルさんが言った。看護兵なんてのは普通の兵として役に立ただねえものがなると言ってもいいくれいだ。運転手たちは反対した。病気の兵が多くて手の回らない時などには軍医の代診もするというから、 ある程度以上の切れる頭を持っていなければならないはずである。と、運転手たちは言った。ハルさんが会社の会計主任であり、自分たちがビールをおごってもらっているから、お世辞を言っているのだ。と、疑えるような気配はどこにもなかった。彼らは心からハルさんを敬愛し、ハルさんの頭の鋭敏なことを、 むしろ自分たちの誇りにしているようでさえあった。こんなことがあったっけだ。はるさんは彼らの惨時から身を避けるように言った。二年生になった秋口、三連隊でひどくたちの悪い風が流行った。なんとかインフルエンザって言ったっけ世間でも随分流行ったが、肺炎を起こして死ぬものがたくさん出た。何しろ、 これが効くっていう薬がねえだから、病人の体に持ちこたえる力があるかどうかで勝負が決まるっていう安定のもんだったが、注射してもダメだかいせいぜい、巨神剤を打つくれえだっけだと、春さんは答えた。それはまあとにかく。と、彼は話を脇へそらせまいとして続けた。おらが今でも覚えてることを話すべえ。まあ、飲みながら聞いてくれ。 飲むことは忘れねえだよ。と、運転手の一人が言った。もっとも、オラービールよりも、中の方がいいけどな。その病気の兵隊の中に、と、春さんは構わずに言った。島戸っていう初年兵がいただ。うちは確か、元の方だった。佐渡かもしれねえ。もう忘れちまっただが、相撲のように頑丈な体をした男で、その、 一番若い運転手が聞いた。うちが野戸か佐渡だとすると、連帯子が違いはしねえかね気流すればいいだよ。東京で気流届をしてあれば、気流地の連帯へ入へることもできるだ。と、春さんが説明した。麻布の三連帯って言えばおめえ、全国から優待士官がワンサと集まったもんさ。そうだ。と、他の運転手の一人が言った。 三連隊っていえば、名誉連隊だからな。その島だって初年兵は。と、春さんは急いでその話題から抜け出した。英治病院へへいると間もなく渋滞になった。軍医はもうダメだからって、タイでは親元へ電報を打つと、島田のお袋と妹が駆けつけてきた。間に合ったのかい軍医は間に合うまいと言った。オラは当番だったわ。オラもこの様子じゃ。 マリアうめえと思っただ。と、ハルさんが言った。それが何のおめえ。お袋と妹がつくまてちゃんと持ちこてえたし、それからも持ちこてえ続けただ。すると、なっただな渋滞のまんまさ。と、ハルさんは言った。もうダメか。今死ぬかっていう既得状態でいて、それが一かな死なねえだ。気もいっちゃうな。それどころの沙汰じゃねえさ。 軍員は投げちまって寄り付きもしね。他にも患者は大勢あるってのに、俺は島田初年兵から離れることができねえ。春さんは白い歯を見せ、肩をすくめて討悪の気持ちを示した。なぜかって言えば、島田は今にも死にそうな渋滞が続いているから、時々強心剤の注射をしなきゃあなんねえし、息を引き取る時に体のものがついていなかったとなれば、軍の責任問題になる感情だべえさ。 なせそうだなあ。三人の中では年笠らしい二十八区になる運転手が考え込んだような口ぶりで言った。軍宿からこっち、赤の野郎がいわりけえってのさばってるし、軍としても国民感情には気をやまねえばなんねえだからな。おら、軍宿には天から反対なんだ。仮にもおめえ国家っ,ってえものがあるのによ。それでもおら、 まだいい方だった。と、ハルさんは話を引き戻した。オラには交代ってものがある。交代になれば休むこともできるが、気の毒なのはそのお袋さんと妹だった。小さな痩せたお袋と、二十歳られの兄貴によく似た体つきの片太りにこえた妹とは、病人の枕元につきっきりで、弁当もそこで食べるし、手洗いに行く時の他は、一時もそばを離れねえし、 一睡もしなかったっけだ。情愛だなあ情愛だ。と、ハルさんが言った。オらなんぞ、軍務の看護兵だが、とてもあの二人の真似はできなかった。とにかくつきっきりで一睡もしねえし、変わるがある病人に話しかけては泣いているだ。おふくろも妹も、目をすっかり泣き晴らして、いよいよ死ぬらしいと聞くたんびに、二人で島田に抱きすがって泣きひいるだ。 それでも死なねえか。それでも死なねえと、ハルさんが言った。よっぽど心臓が丈夫だったんだべえさ。軍医もこんなエコジな心臓には、これまでお目にかかったことがねえって。心臓がこんなに丈夫でも、よしやしだって言ってたっけだ。専門家には、専門家の意見があるだな。そんな状態が、丸三日続いただ。ハルさんは、また匠に、話題のそれるのを防いだ。 口で言うと三日だが、実際その場で当事者ともなれば、三日は五日にも、十日にも、半月にも着くだめさ。その間、ちっとの暇もねえだ。ひょいとすると死にそうになる。二人が泣いて抱きすがると、いや、まだだ。ほっとして助かるかもしれねえと思って、それはそれで嬉し泣きをするってえと、すぐにまた、空危ねえとなるって安べさ。三人の運転手は、黙ってビールをすすった。 彼らの顔には、そのエコジな心臓に対する反感が、隠しようもなく現れていた。どこ、助からねえものは助からねえ。寿命が尽きれば、天皇様のお子様だって死ぬだ。と、はるさんは、三人の目を覚まさせるようなことを言った。まあ、三日目の夜の十時頃だっけか。ちょうど、オラが交代になって間もなく、島田少年兵は死んだだ。 三人は、春さんを見た。寿命が尽きれば、天皇の子さえ死ぬ、というショッキングな指摘と、さすがの心臓がついに兜を脱いだ、という表現とで、眠りかけていた好奇心が、にわかに正気を取り戻したようであった。そうだかい。と、運転手の一人がテーブルを撫でながら、今にも笑い出しそうな、しかし、悲しみの味を聞かせた調子で、 首を振りながら言った。やっぱりな。おら、当直の軍医を呼んだだ。春さんは、淡々とした口ぶりで続けた。やってきた若い軍医は脈を見、心臓へ聴診器を当て、どこを見ただ。それから、椅子に腰をかけて、患者が間違いなく死ぬのを待ってたっけだ。しょうべい、しょうべいだな。これはしょうべいじゃねえだよ。春さんは、 ちょっと気を悪くしたようであった。しかし、それを表に表すようなことはせず、オクターブを半音下げたくらいの声で続けた。そのうちに、島田初年兵の心臓が止まっただ。軍医は用心不軽人だったから、うっかり信用はしねえ。調心機を当てたまま、辛抱強く様子を見てただよ。だが、心臓の止まったには、嘘も隠しもなかった。そこで、若い軍医は、 超新器を耳から外し、ゴム管をぐるぐる巻きながら、おふくろと妹に、ご臨重ですって言っただ。軍隊でも、やっぱりそんな風に言うだかいするとな、春さんが、質問を無視して続けた。その島田少年兵のお袋が、しょぼしょぼした目を拭きながら、大きなあくびをしただよ。何をしただってお袋のあくびが映ったものか、妹も、 同じように大あくびをしたっけど、はるさんは、その時の情景を噛み味わうかのように、目を伏せて10秒ばかり黙り、それからゆっくりと頭を左右に振っていった。三日三晩、一睡もせずに付き添ってただし、泣くだけは泣いた後だから不思議はねえだろうが、息を引き取ったと聞いた途端に、その母親と妹が枕元でおめえ。そこで、 春さんは口をつぐみ、かさの運転手が大きなあくびをした。ケケチ。私は青べかを大三角に繋いで釣りをしていた。秋の中頃だったと思う。大三角とは、根戸川の下流にある三角巣で、デルタというものがいかにして形成されるかということを、えときにして見せているような存在であった。 概略だけ描いてみると、干潮時には、巣そのものが三段に重なっているのが見える。一段はほぼ50センチほどの厚さがあり、段と段の間は隙間になって、枯れた古い足の幹が支柱のように並列している。つまり、足の茂みに砂や土がたまり、流れてきた小枝や枯葉がたまり、そこへまた砂塵や土が混じって、 巣の一段が出来上がる。これが繰り返されると、やがて足はその段から生えるようになり、その足の茂みを中心に、また同じことが始まるのである。どのくらいの年月かは不明であるが、上の段がそれ自身の重みで、下のそれへと下がって重なり、さらに沈下して巣の基礎となる。私にはそういう風うに考えられたし、 現にその巣の周辺が三段になっているのは、デルタ形成の途上であるのだと思えた。大三角は足で覆われてい,い、やかましく吉りが泣き騒いでいた。モズも想像しくて遠慮知らずな鳥である。モズとはよく名付けたものだと思うが、吉りも想像しい点では、モズにおさおさを取らない。彼には行行し、 というまたの名もあり、足の中を飛び回っては、いきなり人を長老するような泣き声を立てる。私が釣りの方を忘れ、デルタ形成という幾分か学問的な思考を楽しんでいると、すぐ近くの足の中へ来て、いきなり吉切が長老の叫びをあげた。ケケチーケケチ吉語であそこをつっついて、おいてててててて。裏カスでは、 よしきりをけけちという。そして、蝶の説明によると、右に上げたように泣くのだそうで、おたまに言わせると、あそこは蝶が言うのとは反対に、男性の部分を刺すということだが、そう言われてみると、確かにそう泣くように聞こえた。ふざけるな、と、私は怒鳴った。黙れ、やかましいぞ。 私の思考の邪魔をすることに成功したのが嬉しいとでも言うように、ケケチは、ひときわ声を張り上げて叫んだ。ケケチ、ケケチ、よしごれあそこをつっついて、おいててててて。トメさんと女。十六号線の水夫であるトメさんは、年が十四歳で、お人よしで、ひどく色が黒かった。 どんな闇夜でも、トメさんの顔だけは黒く見える、と言われ、自分でもそれを認めていた。三十六号船の船長のブルさんは、すっかり視力が衰えているため、そうだにあたっては、トメさんの声援に頼らなければならず、そのためトメさんは、オラがいねば、三十六号は闇だ、と怒っていることは、足の中の一夜に記した通りであるが、 自分のそういう意義深い立場を誇っているトメさんとしては、色が黒い、などということくらい、点で気にしないのであった。オラのうちは、親父の代から船乗りだったでよ。と、トメさんは言っていた。色の黒いが、血筋の正しい証拠だべえさ。彼は、霞ヶ浦の北端にある保護田町で生まれ、父も霞ヶ浦の通船に乗っていたし、 彼もごく小さい時から父と一緒に通船に乗ったということだ。ある時私は、彦山密蔵のうちを訪ね、浦かす町のことをいろいろ話していると、彦山夫人が、そのトメさんなら知っている、と言い出された。よく聞くと、確かに同一の人物らしい。夫人も保護田町の生まれで、トメさんが少し頭のあったかいことや、色の黒いのと、 バカ踊りの上手なことなど、詳しく知っておられた。これには私は相当驚いたし、夫人も世間は狭いものね、と驚いておられた。その後、私は裏カへ帰ってから、世間は狭いものだという通念について、少しばかり検討を試みた後、こういう巡り合いはむしろ世間が広いからだ、という定義を組み立てることができた。 ようやくすれば平行線の定理なのである。私は私の人生の座標を持ち、彦山夫人には夫人の座標がある。とめさんも同じことであって、各々はその人生の座標について生きている。平行線は愛交わらないというのはユークリッドの定理だったろうか。これに対して、しかし無限大の空間においては愛交わるという非、 ユークリッド定理がある。つまり世間が広大であるからこそ、それぞれの座標を持った三人が巡り合う機会も生まれるというわけである。今度この話を書くにあたって、平行線の定理を数社の若い記者諸君に聞いてみた。私はもともと数学には興味もなし、才能もゼロなので、その定理がユークリッドのものであるかどうかさえ記憶が薄れていたからであるが、 若い記者諸君の意見が皆まちまちであり、中にはユークリッド自身が非ユークリッド定理を決めたと主張する新人記者もいて、やはりものは聞いてみるものだという感を新たにした次第であった。トメさんは篠崎の船着き場の近くに漁師の物置を改造したものであるが、一戸建ての家を借りていた。 私はその家を知らない。篠崎は裏カスの上流にあり、歩いて一時間以上はかかるらしい。根戸川邸に面した小さな部落であるが、土手に桜並木があり、そのため、かなり人に知られているということであった。戸部さんの家は、何人目かの女にせがまれて借りたのだというが、私が裏カスへ行った頃は、ほとんど高階さんの路端にいて、 頭のあったかいところを披露しながら、土端に集まる人たちに、愛されたり、笑われたりしていた。トメさんは、女にもろかった。彼は、給料を取ると、高品夫人に預ける。高品夫人は、必要経費を差し引いて、残りを郵便貯金にし、その貯金帳を預かっている。普段のトメさんは、あまり金を使わない、主席、というほどのものではないが、では、 もっぱら人に尺をしたり、求められれば、得意の馬鹿踊りや、鉾田地方の歌を歌ったりするので、飲み食いに金を出すことはなかった。だからお金は貯まるのよ。と、高階夫人が私に言った。お金は貯まるんだけれど、それが百くらいになると女ができて、それですっからかんになっちまうの。もう今度こそ懲りたって言うでしょ 今度こそ目が覚めたって。それからタバコも人の吸い殻を拾うようにして食べるんだけれど。ちょうど100くらいになるかなと思うと、また女に引っかかるの。トメさんの方でそうなるのか、女の方で嗅ぎつけるのかわからないわ。私はもちろん貯金の長尻のことなんか嫌はしないのに、ちょうどそのくらいになると、決まって女ができるんだから不思議よ。女と言っても、 皆、みな商売人上がりであった。ごったく屋から足を抜いたとか、昔亀戸で売れっ子だったとか、飲み屋から追い出された、などというような経歴の持ち主たちで、しかも落ち着いて所帯を持つということはなく、富めさんの貯金を使い果たすと、自分からさっさと出て行ってしまう、ということであった。行くたびそんなことがあったか、私は知らない。 私が裏カスへ移った時は、しきりに貯金に精を出している期間らしく、酒は高品さんのロバタか仲間のおごり、タバコは人の吸い殻というやくなところを見せていた。それが一年ほど経ってからだと思うが、高品夫人が、またそろそろ始まる時分よ、と言い出した。いいえ、まだそんな様子はないのよ、と、夫人は私の問いに答えた。でも貯金が、 百を越したの。珍しいことに今日調べたら百二十近くになってたのよ。そんなに溜まったのは、これが初めてよ。そんな話をしてから、幾十日かたって、高品夫人の予言が事実になった。ある日、高品家の路端で、夫人がそのことを私に告げた。高品さん夫妻と私の三人だけで、しばぐりを剥き、茶をすすりながら話していたとき、 夫人がふと思い出したような顔つきで言った。とうとうできちゃったわよ。もう一月以上にもなるんですって。夫人はいぶがしげな目をする私のことをぶつような手真似をした。わかるじゃないの。トメさんに女ができたのよ。それがまた大変なの。はじべっていう、おじょろわがりだそうですよ。と、高階さんが柔らかな調子で言った。いや、はじべっていうのは、 女の名じゃないんです。確か、板子あたりの遊郭の女たちの代名詞でしてね。鹿島香カトリなんかへ参詣するときに、雪にしべえか帰りにしべえかっていうので、合わせて八兵衛ということになったんだそうですよ。女は元は、須崎かどこかに出ていて、トメさんとはそこで馴染んだ。その後、板子かどこかへ変わってからも、幾度かトメさんが会いに行ったらしい。 今年、年が明けたので、夫婦約束をしたからと、トメさんのところへ押しかけてきた。小さな風呂敷包みを一つ持っただけで、もう芝栗が出さかる季節だというのに、洗いざらした浴衣一枚で現れ、そのまま篠崎の家に居座ってしまった。年はトメさんより三つも上だし、八兵衛などをして、年が明けた女ではあるが、トメさんは点で強烈してしまい、 似たきはもちろん、女の下のものまで選択してやっているそうであった。こうなったらダメなのよ。高品夫人は、私の問いに答えて言った。夫婦約束をした女だし、今度こそ、初対を持って落ち着くんだからって言われてみれば、貯金帳を渡さないわけにはいかないじゃないの。そうでしょそれに、相手がそんな女だからね。と、高品さんも言った。 どうせ行き場がなくって来たんだろうから、今度は本当に落ち着くかもしれませんよ。そして十日ほどのちに、私は裏カステーでビールを飲みながら、トメさんの女について、秋葉園児から第一報を聞いた。大変な女だよ、先生。秋葉園児は、木突な顔に、薄ら笑いを浮かべながら言った。長えこと商売をした体だから、トメさん一人じゃ持たねえって。 通船のもの誰れなしに引っ張り込むだよ。代わり番こだ。船が篠崎に着くたんびに、誰か一人が降りてゆく。そして船が徳行から戻ってくると、そいつが船へ乗って、代わりの者のが降りてゆくだ。私がためらいながら聞くと、秋葉園児は素朴な、そして、いくらか虚無的な笑いを浮かべた。気づかねえだか、気づいてるだかわからねえだ。 俺は勘づいてると思うだがねえよ。と、秋葉エンジは言った。現に36号線の者が変わり番こに降りるだし、銀行が聞いたところでは、それが気に障るなら、おめえ一人でまかなってみろ。って、女がどなり系したってようだよ。私が嘆くと、秋葉エンジも嘆いた。悪い野郎どもだ。全く悪い野郎どもだ。と、彼はコップの中で、ビールの泡の消えていくのを、 見守りながら言った。いくら向こうで誘ったからって、他人の女をただで何して、とべさんの前で笑い話にするって方はねえだ。始末に追えねえ野郎どもだよ。その話はすぐに、高品家の路端でも出るようになった。しかし、これまで行くたびも記したように、そのことについて、非難するような声は、秋葉園児を除いて、ただの一度も聞かれなかった。 尋常な家庭に起こるこの種の出来事でさえ、裏カスではさして問題にしないのが一般的風習であり、トメさんの場合は特に、その女が八衛上がりだったから、笑い話としても刺したる価値はないようであった。そうしてやがて、私は第二方を聞いた。女には他に真実夫婦約束をした男がいる、というのである。新川堀の畳屋の職人で、 あと半年ほど経つと自分で店を持つことになっており、女の荷物や何かはその男のところへ持ち込んであるが、店を持つ時が来るまで、トベさんのところで食いつないでいるのだ、ということであった。この第二方は、通船の若いスイフたちがもたらしたものだ。スイフたちが彼女を訪問したのは、そう長い期間ではなかった。なぜかというと、女が不器量で荒っぽいばかりでなく、 まるで、吸い出し公約のようだから、というのである。十二号線の人口は、十六巻もあったによ。と、水夫の一人は言った。五度か六度通ったらおめえ、3巻目も痩せたってようだ。あれでは後で、需要を取らなければならないから、かえって高いものにつくのだ、というのが、彼らの説であった。こうして、一人、また一人と落語してゆき、 ついには誰も寄り付かなくなったのであるが、ある時一人の若い水夫が勤務中に突然血が騒ぎ出し、船が篠崎に着くなり飛び降りて、抑制することのできない衝動を抱えながら、戸部さんの家へ駆けつけた。ところが、そこに先客があり、真昼間だというのに、戸締まりをした家の中で、壮烈な大神楽を演じていた。若い水夫は怒った。まるっきり、 てめえのかかオを盗まれてるような心持ちだったそうである。彼は雨戸の隙間へ耳を当てて大かぐらの模様をつぶさに聞いた。船が特業から戻ってくるまでは一時間かかるし、それまでは時間の潰しようもなかったからだ。その先客が、新川堀の畳屋の職人であり、女とどんな深い関係であるかという主催のことが、その時、初めて分かったのである。 若い水夫の報告によって、そのことはすぐ蒸気乗り仲間に広まり、事実であることが確認され、にわかにトメさんに同情が集まった。それまで誰よりも多く、篠崎で下船した29号の平助などは、世の中には不定野郎がいるもんだ、と憤激したそうである。もちろんこれらの情報は、トメさんの耳にも伝わったであろう。 伝わらないという理屈は絶対に成立しないと思うが、当人は全然知らない顔をしていた。一度高品家のば端で誰かがそのことを当人に向かって当てこすった。高品夫人はその男を睨みつけ、ほやしなさい、と厳しくたしなめたが、とめさんは少しも気にする様子はなかった。人は好きなことを言うだよ。とめさんは、 真っ黒な顔をくしゃくしゃにし、照れくさそうに笑いながら、まるでお世辞でも言われたようにはにかんだ。あいつも口の悪いのが悪い癖だから、バカなことばかしいって人に誤解されるだ。何しろ世間知らずだでねえよ。軽いのは口だけかと、誰かが言い,い、また高な夫人に叱られた。私はその時そこにいたのだが、とべさんの 世間知らずだからという言葉に少し感動した。戸部さんとしては自分の女をかばったつもりだろうが、確かにそういうすさんだ生活をしてきた者の,の中には、案外世間知らずな人間がいるものである。食う心配ばかりして育ってきたのに、少しも貧乏というものを知らない人間、というのは貧しい人たちに対して同情のない独善家という意味である。が、 かなり多いのと同じように、おそらく、トメさんの言うことは正しいだろう。少しあったかいと言われるトメさんの勘は、生実家な観察眼を持ったものより、真実を見抜く能力があるのかもしれない、と、私は思ったものだ。春になってから、私は寝戸川邸で、トメさんを見かけた。私はビールを一本と、カツライスを取り、本を読みながら、 それらをゆっくり片付けていた。トメさんは隅の方のテーブルで二人の蒸気乗り仲間と酒を飲みながら話していた。空いた缶どくりが三四本、魚の鉢や夕食の皿もかなり並んでいたし、トメさんは蒸気圏で陽気に笑ったり話したりしながら、まあ飲みなせえな、とか、もっと食いせえま、などとせっついていた。 かなり長い間、トメさんのことは、みんなの関心の外に置かれ、私も話らしい話は聞かなかったので、その晩の陽気な姿を見ても、格別なものは感じなかった。しかし、その後またネドワーテーで、やはり蒸気乗り仲間に、気前よくおごっているのを見かけ、どうしたことかといぶかしく思った。そのうちに、高品夫人が、どんなきっかけからだったか、トメさんの例の女が、 レドガーの女給になっていると言って私を驚かせた。あら、知らなかったのと高階夫人は言った。もう一月くらいになるかしら。遊んでいてももったいないからって自分で押しかけて行って住み込んだんですってよ。私はちょっと考えてからつもんした。あら、それも知らないのと夫人は目を見張るようにして答えた。畳屋の職人には 別に女があったんですって。おひれさん。とめさんの女の名前よ。おひれさんと夫婦約束はしたけれど、年が明けたからって押しかけて来られた時には肝を潰したそうよ。それでも嫌だとは言えなかったので、店を出すまで待ってくれってごまかしてたんでしょ。二月中におひれさんの預けた荷物やなんか、みんな持ったままどこかへ行っちまったっていう話だわ。 私はトメさんのために祝意を述べた。さあ、どうかしな。と、高品夫人は曖昧に微笑した。畳屋の職人はいなくなったけれど、江戸川邸へ住み込んでから随分発展するって言うし、もうトメさんの貯金もなくなる自分なのよ。ほどなく私は、そのお秀という女を自分の目で見た。彼女は油気のない、 渋色の肌で、額が抜け上がり、ぐるぐる巻きにしている髪の毛はごく薄かった。痩せていて、体は小さいのに、骨組みはずば抜けてたくましく、そのため、うっかり見ると、肥えているように感じられるが、実際には、肉も脂肪もそげ落ちて、たくましい骨に張り付いたような皮膚は、至るところでしわたるみ、そして、カサカサに乾いていた。大きな目には、意地の悪そうな、 トゲトゲしい色があり、サンドペーパーでも擦るようなしゃがれ声で何を言うにも喧嘩越しであった。一体この女のどこに若者たちを引きつけるものがあるのだろうか。私にはそれが全く理解できなかった。なお彼女は四十歳より下には見えないし、四十六七と言っても決して不思議ではなく、寝戸川邸の主人や古くからいた女給と言っていいと思うが、 たちからも嫌われていることが明らかに伺われたが、彼女の方は点で気にもかけず、何をこの抜け作どもが、とでも言いたげに鼻の先であしらっていた。幾度か、寝戸川邸へ行く間に、私は悲しい現実を見なければならなかった。幾度かと言ったが、私の経済でそうしばしば行くことはできない。月に二度か三度くらいだったか。 あるいは一度か二度くらいだったかもしれないと思うが、トメさんはもう気前よく、仲間をおごるようなことはなく、おひれが客の相手をする間ついていて、ビールや酒を取りに行ったり、注文される魚や洋食の皿を運んだりするのであった。トメコ、ビールだよと、おひれはしゃがれ声で怒鳴る。さっさとしねえのかいならならもたついてるんじゃねえよ。わかったかい メンチボール、つったろ、トメ。と、おひれは目を三角にしてねめつける。なんだい、こりゃ。コロッケじゃねえか。まぬけだね。とっかいといて。客がそれでいいという。おひれは耳も貸さずに怒鳴りつける。コロッケはメンチボールじゃねえんだよ。いいえ、売っちゃっといてくださいよ。章をつけないと懲りないんだから。早く立たねえのかい。んなにガビガビ立っておめえ。と、トメさんは。 十五死のまま、悲しげに女を見る。こうやって出来ちまったものを、おめえ、今さらとっかえられやしめえと思うがな。そんならその分はおめえが払いな。と、おひれは言う。てめえで間違えたんだからね。早く行ってメンチボールを添えてきな。お、その頃ロッは置いてっていいよ。片付けるだけはオラが片付けてやっから。払いはおめえだよ。いいかえとべさんは、 ああと言って立ってゆく。本当にまぬけで呪まで。と、おひでは下打ちをする。いかにも缶に触るといったような下打ちである。あれでよく通線がカットるもんだ。呆れ返ってへも出やしねえよ。私は、その女を憎んだ。どういうわけだ、とべさん。そんな女に、どうしてこき使われているんだ。横っ面を張り飛ばすか、桁をしてやるか。 唾でも吐きかけてやればいいじゃないか。男じゃないか、トめさん。と、私は心の中で叫んだ。その時私は怒りのために体が震えたのを今でも覚えている。だが、と、私は自分を抑えるために反省した。あの女は、世間から痛めつけられてきたのだ。どんな事情かはわからないが、若い頃から身を売り、色町を転々として、 八兵にまで落ち、年が明けるまで見受けをする客もなかった。しかも、年が明けて約束した男を頼ってくれば、その男には他に女があり、彼女の預けた荷物もるとも逃げてしまった。これだけひどい目に合わされれば、人は大和な気分を保つことはできないであろう。自分が払わされただけのものを人にも払わせてやろう、というような気持ちになるのが当然かもしれない。 あの女だけを責めるのは不当だ、と、私は自分をなだめた。しかしすぐに、それは論拠が誤っている、という声が、私の心の中で起こった。払いせをするなら、する相手があるはずである。もしも彼女が、世間から痛みつけられたとするなら、トメさんも同様に、世間から痛みつけられている。いつも少年の水夫たちにさえ軽蔑され、 ほとんど面と向かって、トメさんは頭があったけえからな、などと言われる上に、貯金が百くらいになると、女に引っかかって、元も子もなくしてしまう。つまり、二人は同じ戦勝者なので、お互いにいたわり合い、慰め合うのが本当ではないか。そんな風に、私が自問自答している間も、トメさんは、おひでの命ずるままに、ビールや酒を運んだり、怒鳴られて、 頭をかいたりしていた。この止め子はね、と、おひでが客に言った。こんなまぬけのくせえして、バカ踊りがうめえんだよ。バカ踊りとは人相だけどさ。ねえとめ子に、一杯飲ましてやってごらんよ、と、またおひでが言った。ビールなんてもってえねえ。その缶ざましでたくさんだから、いいから飲ましてごらんよ。バカ踊りをやらしてみせるからさ。 客が何か言った。その客が誰であったか、一人だったか、連れがいたか、私には全く記憶がない。私のところから見えなかったことは確かであるが、どうも土地のものではなく、よそから魚釣りに来た客だったように思う。さあ飲みな、とめこと、おひでが言った。ガツガツするんじゃねえよ。みっともねえ、いっぱいだけだよ。とめさんが何か言って、酒好の酒を。 大事そうにすするのが見えた。そう、バカ踊りをやんな。と、おひれは、とめさんの手から、さがずきをひったくって言った。うまく踊んなよ。そしたらまた伸ばしてやっから。さあ、踊るんだよ。とめさんは立ち上がり、手ぬくいで放課ぶりをし、いかにも照れくさそうに笑いながら、やおらしりっぱ処理をした。なんという女だ。私は歯を食いしばりながらそう思った。 トメさんは踊り出した。てけて、どんどん、と、自分で林を入れながら。彦山夫人の言葉にもかかわらず、それは決して上手なものではなかった。もっとも、私は里かぐらで見たのと、新橋の奉還だった、柳屋連中の獅子舞いで見たくらいの知識しかなかったが、私は踊っているトメさんから目をそらし、急いで感情をして、逃げるように、 レドガー邸を飛び出した。巡礼だ。巡礼だ。暗い土手を家の方へ歩きながら、私は興奮を沈めるために声に出してつぶやいた。苦しみつつ働け。それはその頃、私の絶望や失意を救ってくれた唯一の本、ストリンドベリーの青の薪に書かれているショークの一つであった。苦しみつつ、なお働け。 安住を求めるな。この世は、巡礼である。終わりに。私は裏カスから逃げ出した。その土地の生活にも飽きたが、それ以上に、こんな田舎にいてはダメだ。ということを悟ったからであった。私は町の隅々を歩いた。沖の百万坪。白い縁無に包まれている石培工場。 よしじいさんの住まいに近い三本松、消防小屋、堀南から中堀橋を渡り、堀に沿った堤の左側に、養魚場の広い池を眺めながら、東の海水浴場へも行ってみた。こうして、土地や風景には別れを告げたけれども、東京へ去ることは誰にも言わなかった。高品さん夫妻にさえ話さず、売り残って、 半ば不要の本の詰まった四つの本箱や、机や,や、破れ布団や穴だらけの蚊や汚れたまま押し入れへ突っ込んである下着や足袋類、その他、ガラクタ一切をそのままにして、というのは、物を片付けるということが、私は何より嫌いで、それも自分でやるのが嫌いなだけではなく、人が片付け物をしているのさえ見ていられないたちだったからだが、 書き上げた幾変化の原稿と材料ノートとスケッチブック五冊とペンを持っただけで蒸気にも乗らず歩いて街から脱出した。一度も後ろを見なかった。私にとって裏カス町はもう過去のものであった。私の目も心も前方だけに向かっていた。東京へ出たら、と私は力んだ気持ちでつぶやいた。 俺はやるぞ。東京へ出て、と、私は不安を抑えきれずに呟いた。果たして、やってゆけるだろうか。生きてゆく、ということだけでもいいのだが。次には、何をくそ、と、つぶやいていた。気をいたったり、自分の才能のなさや、小説を書いてゆくことの困難さを思って、 息苦しいような感じに襲われたりしながら、私は誇りだった陰気な道を歩き続けた。それから、八年ほどのちに、私は裏カ町へ行ってみた。今、小西六にいる秋山誠二と、戦後に死んだ森谷文吉を同伴して、だが、階級の上にそそられて、などという風流な気持ちではなく、 秋山と森屋が写真をやっていたので、撮影案内をするのが目的であった。私たちは高橋から東番機船に乗ったのであるが、乗ろうとした途端に、先生よーと声をかけられ、見ると、そこにトメさんがいるのでドキッとした。私はその時、殴られるかと思った。というのは、それより半年ほど前に、私は、 トメさんとその女という題で二十枚ほどの短編を発表していた。載せたのは朝日グラフであって、その自分編集を担当していた宮田新八郎の行為によるものだが、裏カスのノートからいくつかの短編小説にした中でも、トメさんの話が最も事実に近かったからである。私は自分をなだめた。トメさんが小説などを読む可能性はない。 少なくとも、朝日グラフを読むような機会はないだろう。落ち着け、と、自分をなだめた。にもかかわらず、トメさんは、あれを読んだだ、と言った。おらんこと、小説に書いたって。どんな闇屋でも黒く見えるという、石炭のような黒い顔に、照れくさそうなはにかみ笑いを浮かべながら、トメさんは言った。トコシさんのおかみさんが、おらにくれたで、読んだだよ。 あれは、と、私は急いで言った。あれは、つまり小説なんでね。おら、大事にとってやんよ。と、とめさんは、私に構わず続けた。一生大事にしておくだ。そして、さらに言った。おら、家宝にすんだよ。そして、さも恥ずかしそうに、小さくなって、事務所の方へ去った。とめさんは、 少しも変わっていなかった。秋山と森屋に荒ましの事情を語り、乗った通船が縦川を走り出してから、私は沿岸の風景を眺めながら思った。トメさんは、歳もとっていないようだし、人の良さもあの頃のままらしい。おそらくは今でも頭があったけえ、などと言われ、女たちのいいかもになっているのであろう。 そういう人間のことを小説に書いて、生活の糧にするとは恥ずべき行為だ。トメさんは、恥ずかしそうな顔をしたが、自分こそ恥じなければならないはずだ。などと思い、裏稼い行くのが、にわかに重荷のように感じられた。誰と出会うかわからないぞ。船宿千本の超少年、倉奈子、吉次さんはどうだろう。酒ばかと、 はっきり書いてしまったお鈴は、ブルさんは、ごったく屋の令嬢たち、高山船長は、その他の多くの人たちと出会った場合、一体どんなことになるだろうか。できるだけ会わないようにしよう。私はそう思った。これらの人たちをみんな小説に書いたわけではないが、トメさんを書いたことは、トメさんの口ぶりから察すると、 相当広く伝わっていると考えなければならないし、ひがみっぽい性質のものは、どれを読んでも自分のことだと盲信するかもしれない。できるだけ人に会わないことだ。と、私は戦争から外を眺めながらつぶやいた。なるべく危険なところには近寄らないようにしよう。船が裏カへ着くと、私は急いで、 蒸気菓子を通り抜けた。船宿千本の店先では、見知らぬ若者が縄船の絵付けをしていた。超だろうか。年頃は似ていたが、私は目の隅で見たまま、声をかけようとはしなかった。町の様子は、以前のままであった。ごったく屋の隅川も、酒屋も同じ看板を掲げていたし、三本松も、 元のように枝を張っていた。しきりにカメラをひねくっている二人をせき立てながら、私は堀のぎしを歩き、沖の百万坪を回り、東の海水浴場へ行き、それから堀南の天鉄へ寄って、天ぷらで飯を食べた。この間に知っているものとは誰もあわなかった。いい種が入ったからと、天ぷらを無料で届けに来てくれた。 娘のお花さんもいなかった。昔は平屋だったのに、その時は二階建てになっていたし、ごったく屋の女のような女中が何を聞いても死んねとか、あたし知りませんのよとか言うばかりで、そんな古いことより人間は今を楽しむことが肝心だ。誰かお釈を呼ぼうか、それともあたしのお相手でいいか、などと、 ひっきりなしに喋りながら、すすめもしないビールを、勝手にガブガブ飲んだ。変わったねえ。と、秋山が言った。まるでごったごやじゃないか。私が蒸気菓子にいた時分、秋山は二度ばかり来たことがあり、電鉄で飯も食べたので、変化の差がはっきり分かったのであろう。私も興ざめた気持ちになり、手早く飯を片付けて外へ出た。そして、 上機菓子へ戻る途中、お玉の親たちに会ったのだ。道からちょっと入った十坪ばかりの空き地で、老夫妻が籠を作っていた。それは貝を掘るためのもので、籠は約一メートル四方、一方に砂へ打ち込むための鉄の刃があり、四メートルほどの杉の若木の竿がついていた。夫妻はどちらも白髪になっていて、 気ぶくれた体の背を丸くし、日だまりで、せっせと割りだけをさばいていた。おたまの母親だ。父親の方は、はっきりした印象はないが、母親の方は、すぐにそれと分かった。その人とは親しかったし、いろいろと世話にもなった。男の一人暮らしは不衛生なことが多いと言って、三日に一度は掃除に来てくれたし、 野菜を食べなければ体に悪いからと、漬物を欠かさず届けてくれたりした。それにお玉。船宿千本の蝶と共に、その困っちゃくれたお玉も、土地のニュースをいろいろと報告しに来たものである。おたやのおつゆちゃんは、十二でちょぶちょぶと吐いた。どこそこのおっかは、誰それとくっついた。女の子だけに、 情緒的な事柄の方が多かったが、私の材料ノートは、そのために得るところが少なくなかったのである。私は静かに、老夫妻の方へ歩み寄り、帽子を脱いで、えしゃくをした。しばらくでした。と、私は言った。お達者のようで、何よりです。二人はそろそろと、顔を上げて、私を見た。何の反応もない、顔つきであった。 上記菓子の先生ですよ。私は笑って見せながら言った。お玉ちゃんはどうしていますか娘の名を聞いた瞬間、二人は体をビクッとさせ、にわかに表情をこわばらせた。それは警戒のようでもあり、恐れのようでもあった。どちらにしろ、お玉に何かあったということ、それが老夫妻に強い打撃を与えたということは、 確かであるように思えた。旦那は、と、父親の方が、げのある、かすれた声で聞き返した。どこの、どなただかい私は、母親を見た。おばさん、忘れましたかと、私は言った。そら、蒸気菓子の先生ですよ。僕の家へよく、掃除に来てくれたでしょう。蒸気菓子のこれこれと、本名まで名乗ったが、 お玉の母親には全くわからなかった。彼女は私をじっと見上げ、つくづくと見てから、ゆっくりと白金は玉を左右に振った。前にも肥えていた体つきに変わりはないし、肉の厚い丸顔もシワが多くなった程度で、あの頃と少しも変わってはいなかった。私にはそれがはっきりしている。その人は男の一人暮らしは、 よく私に小言を言ったし、掃除をするからと言って、私を外へ追い出したものだ。その人がそこに、私にはその人がわかるのに、その人には私がわからない。私を見上げた目つき、すっかり白髪になった頭を力なく、ゆっくりと左右に振った動作。それは紛れもなく、記憶がない、という意味を表明するものであった。悲しいな。 私は道の方へ歩き出しながらつぶやいた。人間なんて悲しいもんだな。私は自分の胸が空洞になり、そこを小枯らしが吹き抜けるような異様のない悲しさに浸された。異様のない悲しさ。今でもそういう他に表現する言葉が見つからないのである。私は二人の同伴者と通船に乗った時、もう二度と、 この街へ来ることはないだろう、と心の中でつぶやいた。三十年後。十月下旬のある日、私は二人の同伴者とともに、浦賀町へ行ってみた。江東区の高橋から出ていた通線、火災、東安の両基線とも、ずっと以前に運行をやめ、もっぱらバスの乗り継ぎに切り替えられた。 聞いていたから、タクシーに掛け合ってみると、行きましょうというので、安心して出かけた。同伴者の一人は私の若い友人で、某社の編集部員であり、この夏頃、担保記事の取材に浦カスへ行ったことがある。社の車で行ったのだそうで、タクシーの運転手がまごついても、彼がじゅ順は知っているだろうと安心していた。実を言うと、私は少なからず、ためらったのである。 裏カスのノートを連載し始めてから一年、登場する人たちの中には、まだ健在なものも多いだろう。終わりにの章でも、トメさんと出会って、ヘドモとしたことを記したが、ことによると、青べか物語を読んで、他人のことなのに自分のことを書かれたと誤解し、手くすね引いて待ち構えている、といったような人物もいるかもしれない。そんなごたごたごめんこうむりに対し、また、 ウラカスという土地そのものが私の記憶にある懐かしいイメージをめちゃめちゃにしてしまうかもしれないという心配もあった。しかしノートをまとめて発表したのを機会にぜひもう一度青べかの世界を見に行きたいという誘惑の方が強くふと思い立った勢いに乗じて出かけたのであった。車が走っている時間を利用して少しばかり 青べか物語について宙を加えたいと思う。第一回の末尾に記したが、この一連の物語の中には、すでに幾辺か小説化して発表したものがあるし、これから小説化する予定のものもあり、その旨を編集部、並びに読者へ断っておいたのであるが。というのは、それらを除いては、この一辺が不完全なものとなるし、小説として発表したものと、 ここに集めたものとは根本的に違っているからである。もう一つ、この物語は戦前に一度三田文学に載せるはずであった。脇清座ブロ氏、現新聞名編集長が編集していた頃で、その時私はノートを整理し、青べか物語という題名を決めて連載の用意をした。結局はある人事関係のため私の方から辞退したが、 そういうことがなかったら、このノートはおそらく散逸してしまったであろうと思うと。遅ればせながら、ここで、脇気清三郎氏に礼を申し上げたいのである。タクシーは東京を走り抜け、本所へ入り、近視町へと向かっていた。こっちへ来たのは戦後初めてのことで、荒れ地や沼や田ばかりだったのが、全然工場や家で塞がっているのに驚かされた。 道も舗装されたのが縦横に通じていい。運転手君と我が友人で、休みなしに論争が取り交わされた。そっちへ行くと、千葉へ行っちまうよ。と、我が友人が注意する。こっちの道だよ。こっちの道だと思うな。確かに、こっちだったと思うがな。それから、自信をなくしたように言う。ちょっと聞いてみてください。我が若き友人は、常々土地勘がいいと自認しているが、 あまりに土地勘がいいためだろう。一緒に車でどこかへ行くとき、しばしばとんでもない方向へと走らせ、間違ったことが分かっても。何平気です。あれをぐるっと回れば、ちゃんと行けますよ。などと済ましている。それはそうでしょう。道のあるところなら、回り回って行けば、大抵目的地へ着くことができる。私はそんなとき、心ひそかに、日本の国土の狭いことを感謝するのだが、 その日の運転手君もやがて論争する犯に耐えないことを知り、我が友人の指導するままに左へ曲がり、右に曲がり、車から降りて人に聞いた上、後戻りをし、という具合におとなしく言うことを聞いた。こうして、タクシーはともかくも浦勝町に着いた。寝戸川にかかった大きな鉄橋を渡るとき、私は車を止めてもらって、川の上流と、 下流を眺め合った。どっちを見ても、すっかり様子が変わっていた。川沿いにあった草原や荒地には、すっかり家が立ち並び、川の中央にある小さな妙見島にも、工場の建物が七名ている。蒸気菓子には、コンクリートの高い堤防がめぐらされ、地盛りをしたために、船宿や人家は、家から一メートル以上も低くなってしまった。ああ、千本の店がある。 私は言った。あれが蝶のいた船宿の千本だよ。同伴した二人は、青べか物語を読んでいたので、船宿千本と困っちゃくれた少年の蝶を知ってい,い、私の感動を素直に受け入れてくれるようであった。まず、千本を訪ねてみよう。私は車を蒸気菓子へ回らせながら、どうか蝶がいてくれるようにと、それが空頼みだということを覚悟しながら、 心の中で熱心に祈った。待てよ。と、私は思い直していった。先に僕のいた家を見ておこう。車をそっちへやってくれないか。車を蒸気菓子とは反対の方へ、ゆっくりと走らせた。ごったく屋の着せ川、次にみ川などの家が見つかったが、コロリアの看板は出ていなかった。貧しげな小さい家がごたごたと並び、 子供たちの遊んでいる土手にはあまり草もなかった。そして、私が足掛け三年余り住んでいた荒地の中の一軒家が見つかった。これかなあと、私は車を止めさせて左右を見比べた。いや、いやこれだな。こっちが空き地で向こうが田んぼだったが。そうだ、この家だ。家は模様替えがしてあった。西側にあった入り口が南側になり、 私が机を据えていた窓は塞がれ、全体に黒くタールが塗ってある。土手の脇の章で若者が泣いていた斜面は低くなり、追い茂っていた草もない。左右にも家がぎっしり立って、一軒家だった頃の感じはどこにも残っていなかった。戻ろう、と、私は言った。車を回してください。私たちは蒸気菓子へ行った。 車を千本の前で止めると、店の前にいた先導らしい若者たちが、バラバラ元気よくやってきて、いらっしゃい、いらっしゃいましと景気よく呼びかけた。いかにも商売上手な千本の者のらしいが、釣りをするためにタクシーを乗り付けるような客はかもであって、私は車から出るとすぐ、彼らに片手を振った。客じゃない、と私は言った。客じゃないんだ。 ちょっと聞きたいことがあるんだが、このうちにずっと昔蝶っていう子がいたんだがね。今どうしているか、と言おうとしたとき、店の中で網を片付けていた男がひょいと私の方を見上げて答えた。蝶は私ですよ。えと、私は息を吸った。私が蝶ですよ。と、その男は言った。細表に武将髭が少し伸びて、 塩焼けのした顔に賢そうな目が光っていた。フルタオルで鉢巻きをし、仕事下に半長果を履いていた。これが長太郎か私は自分の印象にある少年の面影を、今目の前にいる中年の男の像に重ね合わせようとしながら、蒸気菓子の先生だが覚えているかと聞いた。高島の先生かねと、長が聞き返した。いや、 高階さんの世話で来たんだ。と、私は言った。あっちの一軒家を借りる前には、この専門の二階に下宿していたこともあるんだ。君が小学校の二年から三年生ぐらいの時なんだがね。さあね。蝶は曖昧に笑った。そんなに古いことだとするとな。クラナークはどうしているクラナークはいるだよ。うん。と言って、蝶はうなずいた。まあ、お入りなさい。 今、おっかを呼んでみるだから。えまだおばさんがいるのか親父は死んだけれど、おっかはいいんだよ。蝶は店の奥へ行って、大声に母親を呼んだ。すると、穏やかな返事をしながら、その人が出てきた。年はもう七十に近いはずだが、ずっと若く見えるし、柔和な顔立ちには、明らかに見覚えがあった。蝶が説明をし、私もまた話した。 彼女は愛想よく挨拶はしたが、私のことを思い出した様子はなかった。上がって茶れも飲んでくんなよ。と、蝶が言った。いや、それよりも、沖の百万坪へ行ってみたいんだ。と、私は言った。随分変わったようだが、まだ沼や荒れ地はあるだろうか。家がどっさり立っちゃったよ。と、蝶が言った。メリウくんなら、オラが案内すべか商売の方はいいのかい 店の方は番頭がいるからいいだよ。そして長は母親に振り向いて言った。ちょっと百万坪まで行ってくんからな。私もまた後で寄ります。と断って千本の店を出た。東へ通ずる堀の以前よりも根戸川へ寄ったところに高い橋がかかっていた。その堀の両岸にもやはり防波堤があり、橋は高いので、 両端は石段で登るようになっていた。キティ台風の時、ひどくやられてから、そういう風に波よを作ったのだという。その橋を渡り、根戸川の河岸に出て、川下の方へ下ると、すぐ左側に石灰工場があった。白い人たちの章に出てくる工場で、建物は昔のままらしく、羽目板もずれてい、柱も曲がり、全体が、後ろへのめりそうに歪んで、 そうして、すべてが灰白色の粉塵にまみれていた。工場主の代が変わっただよ。私の問いに対して、蝶が答えた。今じゃみんな帽子をかぶってマスクをかけて働いてるだ。頭のケアなんぞも早かしたままだし、もう女で裸になるものなんぞ、いやしねえだよ。これからこっちには、私は二人の同伴者に行った。 この工場と事務所と、工員たちの長屋だけしかなかった。あとはずっと、百万坪に続いていたんだがね。そうだ、あれがイカズチの船大工の工場だったら。と、長が私の問いに答えて、ネ戸川の対岸を指さした。あれが工場の跡だよ。もう潰れちまっただがね。語尾の、ねえ、という知り上がりのアクセントに、私の記憶が呼び覚まされた。 それは紛れもなく少年長のアクセントであった。少ししゃがれたまっすぐな言葉つき、すぐ無気になり、無気になったことをそのまま表す独特なアクセントであった。私はその感動を抑えながら、雷の船大工の後を眺め合った。青べかを修繕してくれた工場であり、修繕した青べかを早く引き取ってくれと催促した工場なのだ。 私はそこの人たちとは知り合う機会がなかった。職人の一人すら顔を知らずじまいだったが、青べかが裏カスにおける私の生活の中心であったというだけで何か言い表しがたい親近感を持っていたのである。石媒工場主の代が変わり、雷の船大工は潰れたが、私は心の中でそう呟いた。しかしその前に、そうだ。 私は少し急ぎすぎたようだ。千本の店を出るとすぐ、私は洋食屋の根戸川邸を見たのだ。根戸川邸も潰れて、住むものもない建物は表を閉めたまま、泥の羽だらけになってい,い、看板も何もなく、汚れた窓ガラスと、羽目板の色あせ、ハゲちょろけた青ペンキだけが、わずかに昔の名残を留めているようであった。 ああ、寝の場ても潰れちまっただよ。蝶は無造作にそう言った。そして、か籠屋のお玉が、おつゆちゃんは十二で、うんぬんと、報告した娘の家の綿屋も、やはり失敗して、どこかへ行ってしまい、その家も、また、空き家になっていたのだ。沖の弁天はまだあるかあんよ、弁天へ行ってんべ。私たちは、土手をさらに、川下の方へ下った。 蝶は先に立って話しながらさっさと歩いて行く。痩せてはいるが、引き締まった小柄な体の小さな尻が歩くたびにクリックリッと動く。その歩きぶりが驚くほどまざまざと少年時代の蝶を思い出させた。あの頃の彼もそういう具合に小さな尻をクリックリッと動かしながら、いかにも素ばしこそうに歩いたものだ。語尾の、ねえ。 というアクセントと共に、私の前に少しずつ、超少年が、その姿を表してきたのである。兄貴のてっちゃんはどうしたと、私が聞いた。てっちゃんと、クラナー子は、釣りの穴場を知っている点で、裏かす一番だったじゃないか。うん、二人とも、腕っこきだったね。と、蝶が言った。クラナー子って先導は三人いんだよ。ぐずくらにガジャクラ、それにボボクラってってね。 僕の知っているのはおとなしくって、口が重くって、ほっぺたがいつもほんのり赤いクラナークだがね。ぐずくらってえだ、蝶はくすっと笑った。おとなしくってほっとりしてえんだろうが、することがのろくせえからぐずってえだ。ガチャクラはいつもガチャガチャ想像しいからだし、夜になるとすぐおっかわり、ねべえねべえっていうのがボボクラってえだよ。てっちゃんはうちを出ただよ。 蝶は私たちが笑うのに構わず続けた。掘りなんで、天ぷら屋をやっててね、とても繁盛しているだよ。やがて、土手を左へ降りた。そのあたりも、すっかり家が立ち、それも文化住宅風の洒落たアパートなどさえ見えた。汚く濁った下水に沿って行くと、小さな掘り割りがあり、これが一つ入りだよ、と蝶が言った。え これが一つ入りだって、これが。こんな汚え掘りになっちまっただ。と、ジョ蝶が言った。田んぼができて農薬を使うからね。今じゃ船一匹嫌はしねえだよ。これが、広い荒れ地の中に澄んだ水をたたいていた、あの、一つ入りだろうか。もぐさが静かに揺れている水の中をのぞくと、平田という体の透明な小さい顔エビがい,い。 柳葉やだの、金蔵などが、ついついと、泳ぎ回っていた。私が青べかをつないで、船を釣った、川柳の茂みは、どのあたりにあるだる、どのあたりにあたるだろうか。今では底が浅くなり、灰色に濁って、異臭を放ちそうな水が、流れるでもなく、どろっとよどんでいる。日本人は、自分の手で、国土をぶち壊し、だくさせ、廃滅させているのだ。 私は思った。修禅寺へ行ったら、あの清流に農薬が流れ込むため、ホタルもいなくなったし、川魚も減ったという。そんなに農薬を使って、米ばかり作ってどうしようというのか。史上最高の収穫と、米をたらふく食っている一方、水がけがされ、自然の形物が打ち壊されていることを知らない。また、今私の住んでいる知れば、至るところで木を切り、 丘を崩し、風地地区に指定してある海岸を工場用地として埋め立てている。どこへ行っても、丘は無残に切り崩され、皮を剥がれた人間の肌のように、赤土や岩が裸になっている。東京の三十軒堀は、私にとって、第二のふるさとのようなものであったが、役人諸君は、何の未練もなく、わずかな税金を取る目的で埋めてしまった。 一人の若い汚職役人がつまみ食いをするだけで消えてしまうくらいの税金のために。六様下水の設備もなく、汚物の溢れている都市。川は悪臭を放つままに任せ、堀は片っ端から埋め、丘を削り、木という木は切り倒し、狭いデコボコ道に大型バスやトラックが暴走しひしめき、空き地にはむやみ無計画にアパートを立て並べ、 公明選挙と言われるのに、何十億とかの金が撒き散らされるという。よそう。私は本当は、そんなことに怒りは感じてはいない。日本人とは、昔からこういう民族だったのだ。軍事に関しては別だったが、その他のすべてが、常にほとんど無計画であり、その時ばったりで、木を切り、山を崩し、堀を埋め、土地を荒廃させながら、今日までやってきたのである。 この前,前、全学連の学生が訪ねてきて、革命論のような話になったとき、革命が仮に成功しても、君たちの手に渡るプロバティはありゃしない。日本にもわずかに資本家といえる連中はいるようだが、それらの持っているのは、イ取り経済による紙幣や証券でしかない。君たちが現実に奪えるのは、与える食にも急する超過剰人口、処理するのに困難な汚物の山、傷だらけになった国土、 その他、もろもろの重荷だけだぜ、と私は言った。よしましょう。私は本当のところ、そんなことを気に病んでいるのではない。ただ、一つ入りの惨めな姿を見たとき、むやみに悲しくなって、以上のようなつまらない考えに襲われただけであり。こんなにしてしまった国土を、後から来る、若い年代の人たちに譲ることの恥ずかしさに、深く神戸を垂れる。 思いだったのである。一つ入りを過ぎて間もなく、沖の弁天や城が見えた。ひねたような松が五六本、ひょろひょろと生えた。と、本文には書いたが、今では数も多く、松そのものもすくすく伸びて、立派な林になっていた。蝶は近道をするために、あしたの中の細いあぜ道へ入っていった。さすがに、そのあたりからは家もなく、 アレチアカリタが広々と展開し、あちらこちらに乗り付き小屋が建っているだけという風景になった。我が若き友人はまさに百万坪という景色ですな、と丹精を上げ、これは百万坪どころではない。一千万坪よりももっとあるだろう、と目測の際のあるところをこじした。あれは乗り付き場だな。 私は笑いながら蝶に聞いた。あの頃はよく合いびきに使われたようだが、今はそんなことはないか春だよ。と、蝶も笑った。今でもやってるだ。場所はこんなところで、人に邪魔される心配がねえだからね。前の日に、広く雨が降ったそうで、り田も蓮田も水がいっぱいだしい、あぜ道は土がるんで、足元が広く不安定だった。 そのうちに、蝶がずんずん先へ行ったと思うと、引っ返してきて、あぜ道に、ちょっと水をかぶったところがあるから、おぶって渡ろう、と言った。そこへ行ってみると、なるほど、2メートル50ほど、あぜ道が水をかぶっていた。ほぶって私は尻込みをした。それはダメだよ。俺は重いものだダメだよ。蝶は痩せていて、13巻ぐらいしかないようだし。 私は春から少し痩せたものの、まだ十六巻くらいはあると思う。その上、人に背負われるなどという経験は全く記憶にないから、おぶさってもいいという気分は全く起こらなかった。大丈夫だってば、と、蝶は構わずにこっちへ背中を向けた。こっちは慣れたるだから心配はねえよ、さ。あ。私は二人の同伴者を見、北あぜ道を見合った。 戻るのも遠すぎるし、土の緩んだあぜ道の危なさを考えると、これまたうんざりである。蝶は背中を向けて鏡、さあさあ、おぶさんなよ、と、しきりにせき立てた。そうだ、人を背負うのは慣れているんだ。釣り客を船から陸へ背負ってあげることは、先道には珍しくない仕事の一つである。私はそれを思い出したので、恐る恐るではあるが、 蝶の背中へおぶさった。おぶさった途端、蝶の体の重心に加わる私自身の重量感が極めて過重であることを私は知った。蝶は第一歩を踏み出し、その体は左へ大きく傾いた。半蝶下の泥に踏み込む不気味な音が聞こえた。次の一歩は右へ、大きくぐらっと傾き、私の足が水につきそうになった。 ダメだ、こいつは転ぶぞ。私は、蝶の肩にしがみついたままそう思い、同時に、蝶と一緒に、水の中へ転倒するならそれもまたよし、と思った。後で聞いたところによると、後ろで見ていた二人の同伴者も、てっきり転ぶ、と思ったそうであるが、私はその時、あの困っちゃくれの蝶であり、裏カスにおける悪道のうち、ただ一人だけ、 私の養護者であった蝶に三十年を得た今また、こうして背負われるということの不思議な巡り合わせに、心の奥深くからの感動と喜びを味わっていたのであった。観念していたにもかかわらず、蝶は無事に私を渡し、二人の同伴者をも渡した。同伴者の一人は女性で、私の原稿整理をしに来てくれる木村文子君であるが、 もう結婚して一年半くらいになるし、夫君の他の男性におぶさる気持ちはどうであろうか、などと余計なことが気にかかったので、私は振り向きもせずに先へ歩いて行った。私たちは弁天屋城の境内へ入って行った。蝶は再戦をあげ、鈴を鳴らして、かしわれを打った。浅草の映画館で猛獣映画に興奮し、ライオンもゾウもケトウも、 みんな馬や奴らだ、と憤慨し、ついで食べたトンカツとカレーライスまでけなしつけた蝶がである。私は彼の心情を傷つけたくないと思ったので、同じように社殿へ近寄って行き、さいを投じ、鈴の紐をちょっと引くと、拝むことは省いてそこを去った。二人の同伴者がどうしたかは見なかった。道へ出ると、 もう黄昏の色が濃くなっていた。その道は、吉爺さんと二度目にあったところであり、初めて青べかの売り込みをされた記念すべき場所であった。おばさんは、歩き出しながら、私は蝶に聞いた。あのおふくろさんは、蝶とおしずたちの本当のお母さんだったな。蝶の上に、鉄なあこ、ひさなあこの男二人と、姉が二人いた。蝶の下に、 一つ違いぐらいで、おしずという妹と、五歳ぐらいの、いつも泣いてばかりいる弟がいて、その三人が、後沿いの妻の子である、と聞いていたのである。ところが、私の問いに対して、蝶はあっさりと首を振った。おっかは、みんなのまま母だよ、と彼は言った。俺たちみんなが生まれてから来ただよ。そんだから、うちはずっと、うまくいってるだよ。 私はそこで黙った。長男の手綱子は、先族の先導である、倉奈子と共に、裏かす切手の腕っこきと言われた。それがどうして、千本を出て、天ぷら屋などになったのか。また、時系のひさな子は、当時は小学六年生ぐらいだったが、やはり家を出て、今では千本の隣に、小さなひさ千本という、釣り船宿を経営している。続めて言えば、 長男も次男も家を出、本家の千本を長が継いでいるのであって、私の推測によれば、それこそ現在のおっかが、長太郎とその下の二人の実母である、ということを証明していると思うのであるが、おっかはみんなのママ母であり、そのためにうちがうまくいっている、というまじっけなしに割り切った長の認識に、私は密かに簡単の念を禁ずることができなかった。 それから私たちは堀南へ戻り、鉄ズナー子の天ぷら屋へ行った。天ぷら屋といっても仕出し専門であり、店では客は取らないという。鉄ズナー子も私を覚えていないし、私にも彼は初めて会ったようにしか思えなかった。私は町にタクシーをこっちへ回すように言ってくれ、と頼み、せいぜい四畳半くらいの狭い、ごたごたした部屋へ同伴者と一緒に上がった。私は鉄ズナー子にビールを頼み、 天ぷらをあげてくれと言った。その時、しだし専門でやっていることが分かったのだ。鉄ツナーコいや、もうそう呼んではいけないだろう。一日に六千個の天ぷらとフライをあげてさばくという店の主人なのだから。一日に油を二缶も使ってしまう。と、鉄さんは語った。無論大口ばかりで、会社の食堂とか宴会などの注文が多く、数の少ない注文は皆、 断っているそうであった。私は蒸気菓子にいた当時のことや、蝶をはじめ知っていた人たちの話をした。大長は潰れただよ。と、テスさんはビールをすすりながら言った。四丁目は旅館に転業して、えらく儲けただ。うん、トムさんも死んじまったし、秋屋船長も死んだだ。大長がね。私は何かしら、遠い子玉を聞くように思った。 ハんなに盛大にやっていて、裏かす一の缶詰工場だったのにな。実際は、大腸など、どっちでもよかった。その工場に関わりのある、いくつかの出来事や、そこで働いていた人たちのことが思い出されるくらいで、それよりも、戸部さんの死の方が、強く私の心を打った。高階家の路端で、みんなにからかわれながら、怒りもせずに笑っていた彼。 三十六号線のへさきに立って、おむかじいっぱいとか、スロー、スローなどと、ブル船長に叫んでいた彼。また、寝戸川邸で自分の女に毒づかれ、こぎ使われ、客たちの前で、バカ踊りまで踊らされた彼。あの性質ではおそらく、幸福な生活には恵まれなかったであろう。死ぬ時にも祭司がいたかどうか、仮にいたとしても、多分彼にとって、慰めや、 暗息とはならず、それまでの女たちがそうであったように、彼を罵しりこぎつかい、倒れるまでがっちりと、彼を締め上げたことだろう。むしろ、妻子などは、なかったと考える方が、彼のためには幸せだったと、私は心の中でつぶやいた。旦那の話を聞いていると、昔を思い出すだよ、と、テスさんは言った。 今じゃ、そんな言葉は使うものもいねえし、いろんなうちが潰れたりな。オラのちゃんも死んだし、大勢死んだものがあるしよ。裏数もすっかり変わっちまっただよ。蝶が蝶は十二になるだ。と、テスさんは私の問いに答えた。丸しで十一か。7年も兵隊に取られたでね。私が王関係のことを言うと、テスさんは、 思い出し笑いをした。そうだ、と、鉄さんは言った。大関係大関係、お稲荷さんの大関係、お雑にとをあげ、おあげの段から落っこって、赤いあそこをすりむいた。うんぬんと言った後、寄進をした家には、商売繁盛、と、林。寄進しない家があると、くれねえと、お稲荷さんが泣くよ。ひっくりけっちゃめっかっこ、もっくりけっちゃべっかっこ。 言っただよ。私は頷いたが、それは鉄縄子の時代で、蝶の時代には、くれねえと、以下の林はしなかった、ということを思い出した。この間に、店の女の子が、大皿へ、フライを盛り上げたのを持ってきた。多分、アジだろうと睨んだが、アジならもう旬を過ぎているし、フライにしてから、だいぶ時間も経つらしい。私が箸を取らないのを見て、 二人の同伴者も箸を取らなかったし、テッサンも取り立てて進める様子はなかった。また、二人の同伴者は食べたり飲んだりするよりも自分たちの読んだ青べかの世界がそんなに生々しく目の前に展開することの方にずっと興味をそそられているようであった。やがて蝶が来た。鉢巻きのタオルが新しいのに変わり、ズボンも新しいのに変えてあった。 彼は、車をそこへ着さしてあんよ、と言って座り、私の継いだビールをぎこちない手つきですすった。酒の方がいいかと聞くと、ビールで結構だと答えた。自分でも、ちょっと納得がいかないのだが、鉄なあこは、鉄さんと呼びかけられるのに、蝶にはどうにも継承がつけられない。つい、蝶と呼びかけてしまうし、蝶の方でも、極めて自然に、それを受け止めてくれる。 という案外であった。カンプリっていう子はどうしているかねカンプリ蝶は首をひねった。ほら、と、私は言った。痩せっぽちで頭の端が開いていて、泣き虫の子がいたじゃないが。確か、蝶と同級生だったと思うがね。カンプリと、蝶は兄の方を見、ちょっと考えてみてから、曖昧な笑いを浮かべた。ああ、吉井エンジの子だな。うん。 そんな子がいたっけと、鉄さんは言った。何しろあだ名をつけるのが好きな土地でね。あだまってうちと、しっぽってうちと、どっこいどっこいっていう。あとのは、そんとも言うだ。と、蝶が口を添えた。何年か前に、百万坪で、きを取ったやつがいただよ。そいつはそれから、きってあだ名で、呼ばれてるだ。私たち三人は笑った。その、あとしっぽと、どっこいどっこいのことだが、 てつさんは言った。昔、この土地に大金持ちがいて、三人のせがれに財産を分けただ。その時、長男は頭だから一番多くもらい、三男は尻尾で少なかった。次男は真ん中で損得なしの、どっこいどっこいだって言っただよ。それで、いや、それは違うね。と、私がつい知らず言った。僕が聞いた話によると、財産ではなくクジラだったね。いつのことかわからないが、この浜へ、 一頭のクジラが上がった。それを三人の漁師が見つけて三頭分したんだな。その時頭の方を取ったのが頭、尻尾を取ったのが尻尾、胴長を取ったのが、これは真ん中で損得なし、どっこいどっこいだと言った。それがあだ名になって今でもそう呼ばれている、という風なことだったよ。クジラはとぎらぎ上がったらしいよ。と、テスさんは穏やかに言った。旦那の話の方が本当かもしれねえ。 これが、船宿千本の流儀なのだ。和助の時代から客に対して選ぶった口は決して聞かない。他の船宿だと客に対して釣りの降着をしたり。いいの悪いのと文句を言う。千本では腕っこきの鮮度を揃えていながら、求められない限り、決して客に教えたり、客の意思に反対するようなことはない。客は遊びに来るのだ。好きなように遊んでもらうことが第一だ。 というのが、亡くなった和助の流儀であった。頭しっぽの伝説は、あるいは彼の方が真実だかもしれない。私はよそ者であるし、テッさんは、この土地の人間なのだから。しかも彼は、一言も、そんなことは口にしなかったのである。話は、あちらへ飛び、こちらへ飛びした。兄弟の死んだ父は和助といい、裏かすの船宿では、誰よりも商売がうまく、 乗客は皆千本に集まったし、船頭も腕のいいのが揃っていたこと。朝日市へ週一回ずつ釣り通信を書いていたこと。小い釣りの名人でいつも蒸気菓子の上で鯉を釣り、不良で帰る客があるとその鯉を持たせてやったこと。蝶の姉の一人は裏かす小町と言われる美人だったが、若くて死んだし、蝶の妹も死んだこと。いつもぐずぐず泣いてばかりいたまっては、 京都大学を出て、農事試験所の議官になっていること。東の養魚所では、今専門に金魚を扱ってい,い、また二つの通船に乗っていた人たちは、皆よそへ行ってしまい、ほんの二三の人しか残っていないこと。ごったく屋は、売金法でみんな潰れ、女たちも、じりじりになってしまったこと。そうして、こういうとびとびの話の間で、させばかも、 娘のままで死んだということを私は知った。そして、お玉のことも。籠屋のお玉は若くて遊郭へ身を売り、その後も身持ちが悪く、親類中に迷惑をかけたが、今は行方知れずだということであった。私はいつか、青山聖二たちと裏カへ来たとき、彼女の両親がお玉のことを聞かれて、びくっとしたことを思い出し、それでは、あの時すでに、 何かあったのだなと、心の中でそっと探索した。テスさんにも、蝶にも仕事がある。そう長話もできまいと思い、やがて私たちは立ち上がった。テスさんに別れを告げて出ると、蝶が車のところまで一緒に来た。今度、釣りに来てくんなよ。と、蝶が言った。俺もいいあらばを知ってるからね。ああ、ぜひ近いうちに来るよ。 私は、蝶の手を握った。どうまだ僕のこと思い出せないかさあね。蝶は頼りなげな微笑を浮かべた。わかんねえな。釣りに来るよ。と、私は言った。テさんの店の若者が二人と蝶とが、車の脇に立って見送っていた。私たちは車に乗り、車は走り出した。よかったわ、本当に。と、木村文子くんが。 感動のこもった口ぶりで言った。ホキの百万つボも、石橋工場も、あの人たちまでみんな、今、青べか物語から出てきたっていう感じだったわ。本当によかったわ。私は、初めから終わりまで、蝶の名を呼び捨てにしていたし、蝶もしごく当たり前のように、それを受け入れていた。数えてみると、私が裏活を去ってから、 丸三十年になる。蝶も四十一歳、子供も五人いるということだ。その彼を蝶と呼び、彼が王と答えるとき、私の心には三十年という時間の距離はなかった。にもかかわらず、彼には私の記憶がないのだ。青べかのことを聞いてみたが、それもごくかすかに覚えている程度と見え、何しろ古いことだからね、と言って、 話を逸らしてしまった。したがって、題名の青べかがどうなったかは、ついに不明のまま、この物語を終わらなければならない。私は近いうちに、もう一度、ぜひ浦カスへ、今度は釣り客として行ってみるつもりである。 青べか物語をお聞きいただき、誠にありがとうございました。山本周五郎を作、青べか物語全33編、これにて読み終わりでございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。いいねもよろしく。